ただ。<も> はいみなさんこんにちは本日は大阪にあります株式会社ホウショールームより、えー、マージャー最強設決定戦2022、えー、シニア最強4上、えー、模様をお送りいたしますえー、実況担当いたします日本プロマージャン協会の夏木目ですよろしくお願いいたしますありがとうございますえー、解説はこちらの方ですはいこんにちは加藤哲郎ですよろしくお願いしますお願いします えー、毎年行われております、シニア最強位決定戦。はい、えー、今年はレギュレーションが変更となり、はい、アマチュア最強位決定戦への出場権はないのですが。はい、えー、シニアで、ええー、麻、ま、雀、あ、が一番強い人を決定する大会として開催します。うん、えー、早速選手の皆さんねタイ,タイトルをね。はい、あそうですね。俺が一番強いって思って、ね、はい、来られている方がたくさんいらっしゃると思います。はい。はい。 じゃあ紹介してまいりましょう。はい、えっとちょっと地域ごとに紹介させていただきます。すねはい、えー、まずは、えー、東京 A 組代表と東京 B 組代表の今野さんと堀越さんこちらにお願いいたします、はい。よろしくお願いします。東京代表のお二人でね。はい、はい、どうぞよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと今度は自己紹介をお願いしてもよろしいですか。 はい東京から来ました今野と言いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします東京から来ました堀越秀夫ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします まずは今野さんなんですけれども、はいはい、第11回東京都知事杯で優勝、はい、そしてそのほかにも数多くの競技大会で優勝経験もあり日本式リプリケート大会でも優勝したも実力者ということではいで今回の参加、えー、参加権に関しては東京都男子競技大会で優勝して、えー、今日ここまで進んでこられたということなんですけれども、はい、勝ち取ってこられましたか えーとリベンジという形でそうですねあの去年のリベンジということでえ今回は頑張りたいと思いますそうですね去年ちょっと悔しい方どうですか最近のマージャンの調子の方はねあの何回かまあ優勝を毎年させていただいてえ一位じゃなきゃダメなんですねはいはい森久さんの方は はい、お願いします堀越さんもですね、はい、えっと東京都の数多くの競技大会で常に上位、はい、そして、えー、と東京男子研究会の定例,か、はい、定例会で家族優勝されています。はい、で今回は第63回東京男子大会で準優勝という形で今日の参加資格を取られたと。はいはい 優勝者と準優勝者ということですよね。はい。たまたま知り合いだったもんで、あ、そうですか。すごく気やすくて、はい。普段からなんかよく、今回初めてですよねこれは。あ、これは僕はちょっと初めてなんで、ちょっと大阪までって考えたんですけど、彼とね、あの小林君がいるんで、はい。行ってみようか。ね。あのまあ心やすいですよね。そうなんです。いろんな大会で一緒にしますので、普段はどうなんですか。一緒に マージャされたりっていう大会とかで、大会で、大会でこう、そうですね、当たるぐらいの感じですかね。どうなんですか。僕は大成成績。いやもう僕はフリーマージャン自分でやってるんで、あ、お店をやられてる。お新橋の駅前でやってるんです。そね。それでなんかいつでもできるんで、もそういうあの縛りがなくて、はい競技マージャンで、ね、あのなんかすごく。

え、あの去年のディベンジとして一回戦入たいですね。せめて準決勝までは行きたいなと。はい。まます頑張ります。はい、頑張ってください。よろい胸を借りるつもりで一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。はい。お願いいたします。ありがとうございます。向こでお待ちください。はい、頑張ってください。 さあ続きまして、えー、神奈川 A 組代表夏狩さん、そして神奈川 B 組代表の伊藤さんこちらにお願いいたします。はい、夏狩さんと、えー、伊藤さんですね。はい、伊藤さん。はい<あ>え、こちらで。はい、ごめんなさい。夏狩でございます。はい、どうぞこちらの方へ。はい 伊藤さん。これ、伊藤さん、さん来られてないですかね。あ、あまだ来られてないですか。あ、まだ来られてないではい、じゃ、あ伊藤さんは、また。来られた時にね、ご紹介させていただこうと思いますけど。はい、それでは、ちょっと、自己紹介から、お願いいたします。はい、神奈川県の横須賀から参りました、夏狩和彦と申します。はい、変わった名前なんですよ。そうですね。珍しいお名前ですけれども、うん、ご出身の方は。えっと、父親は、あの、山北の。 神奈川県。そうなんですか。珍しいお名前ですけど。さんは普段はどちらのお店のえっと、横浜駅西口のシルバーさん。あシルバーさんねあそうですか。シルバーさんといえば、もっと有名なね。聞いたことありますよね。あすけれども、私も、斎藤さんとか、すごい仲良くしていただいて。いすは で,でそちらの方でまあ代表ということで、はい、はい、何かこうそういう大会があったわけな1年間を通じて、今回はあの1位の方と2位の方が、はい、え12回戦った1年間の総トータルの1位と2位の方が、今回、この大会に参加をさせていただいたす,すごいですね、<ー> 1>, はい、1年間のトータルだったら、本当実力通り、実力り実力で、ここに来られたって感じです ふだんどれぐらいの日あのどれぐらい月に大体月にですね、はい、あの定例大会がはい、えー、月に5回から6回ありますのであそれで今年たまたまあの健康麻雀の,あのかしん 年輪ピックが地元カナダで行われますので、はいはい、まあそういう関係でまあ年々ピックはですね、はい、たまたまあの二、えー、年連続は出れないんで、今の方に出ていただこうという趣旨があるわけですから、はい、私したまたまあのえっ、ー、と九州の長崎と、はい、それから富山、はい、で岐阜は残念ながら二年連続中心になってしまいましたの、はい、ああそうですね。カナダと<ー>年々ピックは これで三回出場することになる。あはい。去年ね岐阜中心になって、はい。僕もちょっと遊びに行こうかなと思ってん、ね、<laughs> 本当に。<laughs> あー、知り合いもいるんでね。はい<ー>。でまた今度またあるんじゃない。二十五年になる。そうですね。三回復帰でやるそうです、ね。その頃になったら僕もあの。 深夜になるんで一緒に参加する必ずになってるかもしれないですえっと今日はえっと夏ガりさんはもう一組目ですねこの後なんですけれどもまあ意気込みの方はい。ま松井よくせっかく大阪まで来ましたので一生懸命頑張りたいと思いますはい頑張ってくださいはいぜひお願いいたしますそれでは対局サイの方に以上お願いいたします さあ続きまして、えー、大阪ですね大阪 A 組の代表、はい、稲塚さんこちらにお願いいたします稲塚さんとあと澤、えー、田さん加藤さんがえはい田田さんがいらっしゃいます田田さんいらっしゃいますね、はい、失礼としました田田さんもこちらまでお願い,いします、はいはい、稲塚さんと田さんよろしくお願いします大阪 B 組代表の方と C 組代表の方また後ほどご紹介させていただきますはい、はい、どうぞお願い,いいたしますはいどうぞ じゃあ自己紹介をお願いします。よろしくお願いします。<laughs> えす <laughs> <laughs> えー、大阪から来ました稲沢と申します。はい。よろしくお願いします。くます同じく大阪から来ましたタ田です。よろしくお願いします。はい、お二人ともはい、非常にお強い方がここに。 されたわけなんですけど、関西では結構ね、多分ご存知の方も多いんじゃないでしょうか。私もね、何度かこう教会のプロアマだったりとかでご一緒させていただいたことがあるんですけども、はいか夏さんなんかストアンカスマンあ、そうですね。ありましたそんなことも。いやからそいうね、こう稲川さんもね、マージャ連合のあの大会とかにもよく出てらっしゃる。でも昔から。本にも競技マージンから何から。 さん、ね、本当に、えー、マージャン面白いですよねでもね,んでねどんどんね,ね、はいはい、分からないなかなかこうゴールがないんで、はい、その都度、やっぱり、えー、反省もしながら、えーね、一喜一憂しながらってことになると思うんですけど、うん、最近は、えー、とこれ代表になったっていうのは何か、えー、大会とかがあって稲塚さん。はい ええまあ一応大阪麻雀連合から推薦をいただきます。推薦ということで。まあ普段からね、いや好成績を残されているということでしょう多田さんはなんかあの繰り上がりというか今回の場合は、一応ここ骨折やったんですけどね。なんか遅刻の方が一人来られないとはい。ね田田さんが補欠になるぐらいですから、そのレベルやもう測りもしているところなんですけれども、はい。最近の調子なんかちょっとお聞きしてもよろしいですか。 はい私はあの実は腕をちょっと骨折しましてほんで1か月間まる入院しておりましたんですけどちょっと腕を上げるのはんなんですけどなんとか右だけでできるんじゃないかと頑張っておりますはい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 ここでいはいックのいは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  優勝したことない。まあまあ、でもそれぐらいちょっと用事深くやるぐらいの方で、ちょうどいいかもわかんないですよ。ね、あの、今日あの予選があって、決勝までいますので。はい。ね。じゃ。今日一日。頑張って。なんとか。え。ね。シニア最強位を勝ち取ってください。はい。はい。頑張ってください。お願いいたします。さあ、続きまして、えっと、中国。 優先代表ですね。はい、すね吉野さん、はい、こちらにお願いいします。はい,い、はい、どうぞ。よろしくお願いいたします。いいますはいよろしくお願いします。こんにちは。自己紹介お願いします。広島から参りました吉野と申します。よろしく。はいよろしくお願いします。 はい吉野さんは、えー、風鈴でよろしいんですかね、はい、<laughs> 広島からね、はい、はい、あの風鈴というお店がありまして、そちらの方であのー、ねなんか大会があったりすると、まあお顔も合わせますし、どの辺に、に市内にあるんですかあ 宅のばしというところ私、ちょっと出身は広島なんですよ。これ。路面電車。そうなんですよ。廿日市、廿日なんです。ちょっと田舎なんですけど。廿日市の方。そうなんです。僕広島に住んでたことがあるんで。あ、そう、もう、みんな、じゃ、ちょっと広島に、ちょっとゆかりありますね。初日市って言ったら。宮島とか海の方にバイパス。通って。左側のところ。でそうです。はい。はい。もうね、そういう話になっちゃいます。はい。 風鈴のほうではね、結構いろんな大会もやってますし、すね、本当に健康マージャン盛んで、えーはい、で、他にはどうなんですかね、広島のほうで、その健康マージャンのお店なんかあ何点かあるようですね。あ、そうですか、えー、あ、他のほうにもあんまり行かれたことはないそうですね。あと、なんか、競技マージャンの大会もね、毎年行われて、そうで,すね、で、あと、勉強会みたいなことも。はいえー、あのプロの方もいらして、はい、一緒にこう。 大会をつぶっていくそのその中でねいつも好成績を残されて、はい、広島は背負ってじゃあ、はい、今日はお越しいただいたということで,、はい、で今日もはい今日も見てらっしゃるんじゃないですか <laughs> ああのメールがさっきからそうですよね <laughs> <laughs> じゃあちょっとあの吉野さん意気込みをちょっとお願いします <laughs> そうですねはいあの広島では私あの ジャン歴ッキ50年ということで祝ってるんですが、ここに来て顔触れ見ると皆さんすごい方ばのつわものばかりですからね。はい。重さばっかしなんで、はい。つぶされないように、はい。そんな気は全くないですよ。頑張ります。はい、ぜひ頑張ってください。吉野さんは一組目ですね。もう早速なので、ありがとうございます。お待ちください。お願いいたします。 さあ、続きまして、女性お二人です。はい、四,国四国の A. 代表。千葉、はい、からですね。B. 組代表です。はい。で、坂<島>さん、美樹さん、こちらまでお願い致します。はい、いますはい、よろしくお願いします。じゃ、自己紹介をお願いします。 徳島から参りましたミキです。よろしくお願いいたします。あ、徳島から龍馬バンドです。お願いいたします。はい、よろしくお願いします。お二人ともはい徳島いらっしゃってついこの間なんか僕も会見しましたけど。そうなんですか。そうなんですよ。お邪魔してあのねあしこ行かれてましたもんね。そうなんですよ。ゲストで来ていただき。ああそうなんですね。 じゃあえっと坂東さんはもう最強戦はどうなんでしょうかこの大会に来られるまでは去年一度あ去年一度出させていただいてはい,はい、はい、でミキさんもミキさんははいで<私>優勝された優勝された一応ここは三回目はいどうですか今なんか緊張されてますもう三回目ってなるとちょっともう慣れてきた感じとかも。 でも今日道間違えちゃった。バスを見てから。お二人で来られた。はい。おいいですね。華やか女性が華やかでこの中まあ普段からあのねお手伝いもされてるんですよね。健康麻雀の。はい。お二人とも。そうなんですよ。はい。お二人とも謙虚ですね。どうですか。あのこっちに来るのは皆さんにもお伝えして。 ね、やっぱりみんな黙ってきたんですか。<laughs> この来ること自体を告知をしてない、はい <laughs>。言ってないか。こっ,っそり来られた感じですよ、ね、っそ <laughs> 告知してみんなに希望者を募ればよかったんですけど、はい、告知せずに誰もいないんで <laughs>、いつもの二人で、はい、って事になって。 コメントでも常連さんだなってコメント来てますね。はい、同じ味なんですね。おなじみですよね。はい。えっとまずバンドさんはもう今日の一組からもう早速この後対局になるんですけど、意気込みなんかはあります？ダメです。普段めっちゃ強いじゃないですか。それはダメだ。この間対戦した時にもうもうケチョンケチョンにやれましそうなんですね。じゃあもう今日もその勢いでそのまま一組で代表で頑張ってください。 はい、続いてミきさんは二組目ですね。はい、二組目に、うん、なんか、うん、去年とお名前拝見したことのある方と当たるんでまた楽しみです。じゃ今年もそうですよね。はい。今度さん。はい、今度さんですね。 実力者ばっかりでですね。なんとかじゃあこの二組目勝ち上がっていただいて、今年も優勝目指して頑張ってください。決勝で対決。でね。はい、ぜひ頑張ってください。頑張ってください。よろしくお願いします。それではここでお待ちください。さあそれではえっと一組目ですね選手の皆さんまた局室への移動をお願いいたします。はい。あ、決勝の方来られましはい。 それでは、えー、九州代表の高尾さんです、ね。はい、高尾さんお願いします。九州からね。はい。はいよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ご紹介を。福岡天神店ブルードロゴンの浜上さんのお世話になって九州代表になりました高尾哲司です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。浜上さんの。はいあ 残念でしたね。ええ、もう少し。決勝まで行ってね、あのいいところまで行ったんです。昨日、一昨日でした。っけそうですね。はい。ええ、浜田んと普段、こう。あ、しょっちゅう会ってます。あ、そうですか。じゃあ、そこで鍛えてもらってる。強いですね。ええ。そうですか。じゃあ、えっと、け、こういう、シニア最強位っていうか。初めて。初めあ、出る気はなかったんですけど、ちょっと、なんか、なんかこう予感がして。 出てみたいというのを浜上さんに言って出してもらいます、はい、あそうですかじゃあまだ若いですかねいや64になりますそうですか、えー、はいえっ、ー、とじゃあもうこういう形でこういう大会があるっていうのはご存知だったってことでてたけど最強戦の本戦の方には出たいんですけども、はい、年60になってかもうやめましたあなるほど、うん、あの普段からじゃあそういう大会には参加されてた好きで出てましたあ だから、東京には何回か行きました。そうですか、もうじゃあ、慣れてらっしゃるんけど、やっぱり運がないですね、まあ。それはね、<laughs> 一発商談でね、ええ、なかなか。えー、そうですか。じゃあ、今回来られることはもう、浜田さんもご存知です、はい。全部手続きしてもらってる、えー。じゃあ、九州からも、今日はみ見,見てらっしゃる方も。ああ、そうですか。恥ずかしいことができない,です、ねいえ。えー、っと、今日は、え三、ー、組目。に。はい 参加ということでちょっとお待ちいただくことになります。もう待つのは慣れています、はい。じゃあ,あの意気込みをちょっとお願いします、はい。恥ずかしくない試合をします。よろしくお願いします。はい、頑張ってください。さい <laughs> はい。はい <laughs>。次、え、は、ー、シニア最強決定戦なんですけれども今回はえっ、ー、と12名の選手によって争います。はい。 そうなんです。ちょっと変更もありまして各組1位の、えー、と選手が、えー、まず決勝に残るってとっ2位の選手と3位の方で一番スコアのいい選手で、えー、敗者復活戦を行って、はい、1組目、2組目、3組目の2着の方と3着の方で一番成績上位者が敗者復活みたいな形で4回戦目にやるってことですね。 でその中で1位を取った選手が、えー、決勝に進出できるということですねはい,さあはいなんでえっ、ー、とまあトップが取れなくても 2>,、うん、2着も十分の活用ありますしす、ねはい、3着の中でもやっぱり大きい点数がっていうことですよね。そういうことになりますね、はい、だから最後まで諦めないように、ね、うんそうですね,ですね、はい、終わった後のお祈りタイムもあるよ、ね、本当に,本当にはい。 ねえ一番強いのは誰だって感じるいやほんとですね、はい、さあ画面が切り替わりましたら本日の1回戦ですね一組目を開始、えー、あ変わりましたねはい開始してくださいさあ各社お辞儀をしましてまずは並びの確認から参りますまずはちいちゃんが夏狩りさんですね夏さんからですね、はい、そしてなんちゃ 稲が稲塚さんシャーチャ吉野さんそしてペーチャがバンドさんですねさまあ五十分プラス一曲ということですね、はい、時間制限ありの対局となっております、はい、その一曲です、えー、ドラはパーピンですさあこちらは親の夏狩りさんのハイパイですねまあ五十分プラス一曲まあ、はい、ねペーチャの方は親番が二回回って でこない可能性もあるんですけど。はい、ただね、結構これ。二着まで一応オッケーじゃないですか。はい。ってなった時に、親被りしないっていうのも結構ラッキーかも。あ、あ確かにそうですね。ま必ずしもね、親が得するとは限らないんで、ね。<の>そうですね。はい、失点を防ぐっていう意味では、そうかもしれないですね。はい、さあ、こちらドラドラの手配になりました、吉野さんです。 そして。坂東さん。いいんじゃないですか。いいですねかなり、タンヤオ系で。こちらは、松金さんなんですが、<お>ドラのパーピンが置いてますね。と、二段布団が。と、いつなりましたね、はい。仕掛けなんかもあるでしょうか。ここはドラが統一。そうなんです。ただ、ちょっと重たいんですよね。ただ、ね、両面もありますし。はい、ね、両ピンあたりとかも、き、こん、ね。 泣きやすそうですから、うん。さあ、自立でペイをあんこにししたちゃんと三色まで見えます。なるほど。さあ、こちら、稲塚さんもマンズで一目した。なんとか。ね、うちに寄せて。安藤 <laughs> さん、とってもハエさばきが綺麗ですね。はい、おちゃんと三色のいいシャンテンですや。本当だ。これなら、別にトーンがなくてもいいぐらいの。 十分打点はありますね。さあ、稲塚さん順を重ねて手が止まっています。ここはもう数層を切ってきました。まっすぐ行きましたね。はい、さあ、これでメンツ1。面子。自信はドラドラの手配。ここはリャンスを切っていきます。 さあ、うん、マウンズが伸びてきました。これでタンヤをですね。ンピンが浮いた形になりましたね。リャンピン仕掛けられ、はい、仕掛けるかもわかんないです、ね、でと吉野さんが鉄なんですね。はい、そうですね。ドラドラですからね。はい。吉野さん、このリャンピン仕掛けるかもわからないですね。リャンピンを仕掛けてペンチソーター圧を払っていくっていうようなことですかね。はい、さあ、これで三色まで見えるか、まあ。まだ出ない。ペンチーピンは。 ドラ表示牌に一枚。1> 1枚ここに一枚。トンがここに来ましたが。まだ出ない。1> 1の中にシュイドペンチーピンまだ二枚ありますね。まあドラ表示牌のペンチーピンなら二枚山に残っているのも十分ま、ね。そうですね。はい。さっきはいらない。さっきほどローマを切ったところ。 なんだ三万が重なったこれ,でこれでペンチ層を外すんじゃないですかパー層からここは急層から外していきますおあ出なくなった単用3色のですいいシャンテン三品、ね、とウーパー層しかも三品がまだ顔を見せていないんですね山,山に4枚残っているいいシャンテンなんですよね山に4枚はい緩賛品緩賛品です さあ、パーソスルーしていきました。これで両関の形、両関系に受けて、この三品結構上がれそうですね。いや、そうなんですよ。まあ、自身ね、四山だとはさすがにね、思わないかもしれませんが、お両面固定とします。両面じゃなかった、トンを切らないですね。トンを残して、次のポンテンが取れるような形にしましたね。いいんですかね、さすがに。そうですね。ここでポンテンが取れますね。取れます。 あ両面になっちゃいましたしかもドラウケですとなると3色は諦めることになるのかどうなのーーかさあここはただ素直に両面両面のいいシャンプンに取りました,ました、ね、さあこの両ン,ンを仕掛けて、はい、天杯ですね三万とドラのパーピンのシャンポン待ちですさあこのピ品ね,まあねまあ仕掛けによってねった来たいなんですけど、まあ、ポンが入ったんでね そなにね換算ピンがめっちゃいるようなね川にも見えないですよね。<laughs> <に>もっとピンズ安ければね残す手段なんかもあったのかもしれませんが、ね、ドラウンケってちょっと払えないです、ね。そうね。やっぱりそりゃ面も良さそうですしね。さここもただインシャン店なんですよ伊達さんです。三、はい、万とパーピンのシャンポンは今三万が一枚だけですか。そうなんです。パーピンはもう山にありません。 ここは三万ちょっと使えないここも使えない,、ね、見ちゃいますさあインソーが貫通になりましたこれ貫するんじゃないですかあ、そうかポンが浮いてるのかそうなんですただ自身もインション店ここは切っていきますね 1> 1枚捨てたさあこれで天廃だリーチだ街はウッパーピンです ここにパーピンが一枚。ということ 2> 2<枚>パーピンはもうないんでそうですねウーピンが2枚。ウーピンの2枚。2> でもウーピン二枚いるん、あ,あウーピン1枚いの枚使われてるので残り1枚ですね。はい、さあこれはこれ現物ですね,現物ですね3品。ということはウーピン対3万ですね現状。はい、うわこれで。 カッパーソの天牌を取りました。のつがりさん、はい、親ですね。七七の天牌ですね。はい。えっ、ー、と、パーソーの場に一枚だけですか。あとは誰も使われていないということは、パーソ完パーソー三枚だ山に。山に三枚。これは現物ですね。一応。完了した。さあ。 シンドラペー、まさかのこれ、親にあんこじゃなかったですか親にあんこですよ。1万8000円なった。まさかの、ちゃんた三色ドラさんにまでなった。さあ、しかも筋がかった嘘。ちゃん三色のドライオンパーソーがいたー<わ>さあ、6000ー,ールから。いやー、とんの一曲、花つがりさんの6000ールで始まりました。えー。2000ールだったんですけど。はい。26オールか ニューロコールですか。はあ、あ,あ、すみニーロコールから六千オールまで。六千オール。パワーアップをして、ーいやー、まさかの展開でしたね。三、ね、万点のテンパイだったんですね。さあ上の夏狩りさんの連チャンです。さあただこのね対局一回六千オール上がるとこの後またちょっと戦い方というか変わ,きま、ね、変わりますね。ますよね。まあ、ただい。 1>, 1通貨じゃないとそのまま直結晶じゃないんで、はいはいまあ、とりあえずこのまま親番では勝てんまだ,まだ時間がねたくさんありますんでうん、うん、さああと一局一本場デストラはそうです まあでも追いかける立場からいくとちょっと打点上げようとするんで、はい、ちょっとこう荒れ模様の展開になってきましたね。ああまあそうですよね。さあハイパイはすでに手の中で白があんこ。んこ 1> 第1打は3万から切っていきましたね。うん、そしてこちらは稲塚さんなんちゃです。うん、ドラもありましたね。ちちゃのこちら吉野さんですねマンズが多い

そうですすね初重なっていますさらにねねねこさの方だだちょっとがこれは仕ないです、ね、仕方ないでで、ねね、うん <laughs> <だ> <laughs> ですあ、ね、<laughs> これでピンクがどんどん押し寄せていきます。 ピンズの伸び,か伸び方によっては本一だったりとか二甲する手もありそうですし積も,もり三個もありますしねあ確かに難しいですね数層の横伸びなんかはちょっと微妙な感じですよね<ー>ただドライバリアンーというさあこれは先ほど切りましたが<お>ここでいピンをもう放っていきました吉<お>野さんは先ほど緩賛マンを仕掛けています 急所でしたもんね。そうですね。さあ二刺し三色が見える稲塚さん。うん、さあ何も鳴けたこれで。はい、どっちを切る？ターンを切って一チャン点です。さあただチュンが泣けないとちょっと打点は寂しい感じになっちゃいますか。 ただね稲塚さんの右側にもうチューンがちょっと準備されてるんですよ。まあこの手からちょっと降りるのはないんでそうですよね自信はねまあどこのタイミングで下手したらロン,ロンパイになる可能性もあるんでありますねちょっと危ないところですね。はくがここにあんここではく持ってるんですよね。吉野さんが。 本当ですね瞬間白短期にするとちょっと上がりがないっていうことですね。ちょっと皆さん手が止まっているか松丸さんもいいシャンテンなんですけどねちょっと自分で持ってくるしかい現状ただ初がまだ山に二枚残ってますね。うん、あっ、ま、を残してねまんず仕掛けてますからね吉野さん。そういう意味ではいいチーマン入りましたけどね。うんうん 高尾さんですどの方ですかです、ね、高尾さんは3組に登場されます九州からお越しの方ですねさあ仕掛けを入れたのは稲塚さんですすうやを目でチーした形ですねさあここは9万を切っていきました白はギリギリまで残してますね、うん、リーださあ坂東さんのリーチ街は,はいい数うそうですリーチドライチ 先ほどね夏狩さんここから数層ドラを引いてきて、はい、ドラを使い切る形のいいシャンテンに受けてます、はい、さあチーマンが重なったチュンは場に切れていないションパイです<ー>ここはもうピン現物を切って降りていく形になりましたね、はい、さあ一発はないああ完全に降りましたね やはり先ほど6000オール上がったっていうのが大きいですかね,すね、はい、ちょっと余裕がありますからねそうですねいすうそは上がれるか<あ>上がれないできれば無駄な包丁を避けてっていう感じですねさあいすうそ、ん、うなんですがまだいいそうが山に2枚残っていますすうそうも2枚いるのか 嘘チーで一枚使ってます手の中一枚ですよねねーって言うよんやもんま、ね、い言われていますねさあ現状は一人旅なんですが吉野さんがいいシャンテンで粘っているのでしょんぱいの白が切れればもしかしたらそうですねつかかもしれないう、ね、どうだうん。 九万どうでしょうか。う一社には一枚も切れてないんですよね。ですがここは九万の方をしていきましたね。積もった積もった数そうだ。リーもドラリチから裏ドラはどうだ？ない。なりません。千二千は千百二千百の妻がいいです。な落ち着いてますよねなんか。はい。トンの一曲からね非常に落ち着いた廃さばきでなんか。 インタビューの時の緊張感はねああなんかあんまりないようなぐらいいつも通り打たれてるようなふうに見れ、はい、見えますよね,そうですね普段どおり、うん、さあトンの二曲です親は稲塚さんですさあ、稲塚さんはね関西のええー、大阪 a 組代表ということで、はい、そうですね いや本当に、はい、普段からあのよくお会いしてるんですけど、はい、週に一回ぐらい会ってんじゃないか。めちゃくちゃ顔なじみですね。<laughs> 本当に、はい。<も>い本当に。お上手で。はい。元ではね、腕を骨折されたっていう風に<ー>おっしゃられてましたけどな、なんかしばらく見ないなと思ってたらなんかそんな感じだね入院されてたんですね。はい、それでもまたねこのまあじゃあの。 場所に帰ってきてくださるっていうのは嬉しいですよね。大好きですよ。はい、お早い。早そうですね。スタメンとありました。はい、ただ、親の稲作さんもいいですよ。いいですねはい。そして、こちらは吉野さんです。両面三組ありますが、まだメンツはない。そうですね。そして、こちらは先ほど。まあ、いいですね。いいチーピンですね。美濃ちん、いいですね、はい。引きがいいです。うん、やっぱりね。いい 長い戦いをね勝ち抜いてこられた皆さんですから、はい、引きもね持ってるでしょうし、うん、全力もねそもそも高いでしょう,し、うん、うわあ、ドラ表示杯をスッとねいい引きましたねうま、はい、くいったらね一気通貫まで伸びるかもわからないですよねそうですね一通や三色なんかもあり,かありますね。何でも狙える感じになってますね、はい、ピンフ手順ですねさあローピンを引いたこれは あ一応さ上目の3色も遠く見ながらって感じですかね。はい、なるほどには取りませんでしたすごい決めてたんですかね、うん、もうすぐにイいそを切って天ンパイ外していったので,で、ね、さあシャンポンに変わった、まあ、一旦シャンポンに受けていつといつの手代わり待ってもいいおお<ー>なるほど3色切り。 これローマンとか入れたら、めちゃくちゃ今ってなりますね。本当ですね。すぐ引っかかっちゃう。ねこのギャンマン切りはなかなか。渋いです。ね、素晴らしい、うん、さあ、これはフリテンですが、すイースソー総りあんめバニは二枚切れてます。ここは取り、取りませんでした。うん これはどう出るかですね。そうですね。ポ、うん、ンズがね、ただ4連形なので、うんシャンポン。ん<ー>これは難しい。ただここはパーソン一枚浮かせる形でまたいいシャンテンに戻していきま、まあ、不意にかからない方ですね。そうですね。小さびきなんか嬉しいです、ね、最高ですね。はい。ポンの伸びとパーソンのくっつきのいいシャンテンに戻しています。 ローソなんか引いたら闇天にするかもわかんないですね。もうなるほど、一旦闇天にしてワースライドで三色になったときとかは、ね、とですかね。ちょっと停滞してますね。そうですね。皆丸天です。バンドさんだけがね。 あさあこれですよ最高ださあ待ってた町だこれは伊勢島このい、e、マン止まる人いないですよこれいやー無理ですよねこ止、e、まらないですさあそして高めのい、e、いマンが山に2枚残りねもうこのい、e、いマン止まる人まああんまりいないと思いますよ数万が1枚1万が2枚残りと<ー>まだまだいますねたくさんいますねさあペイサンピンが入っ だここはパーソン現物を切っていきます一発はありませんだこれねただイ、e、ーマンなんか積もったりするとめちゃくちゃ高いですよこれハネマンでしょイーズもピンフ風312ドライチとはいスーマンでもドラですからねはい厳しいパチーマンが捕まってしまったが、まあ、ヤンピンぐらいって感じですよねう うわさあさらに追い打ちをかけるようにラマンがこのいいマンは無理です折り打ちまでありますよ、はい、このい、e、いマンはしかも折り打った時にド高めって言われるんですから、はい、このい、e、いマン無理です、ね、止まんないぞこれは誰も止まんないですこれ大井孝治でも止まんないです <laughs> <laughs> 大井さんですら止まらないこのい、e、いマン、はい、小林剛も止まらないです いやー誰も止まらないムリーガーで3位止まらないこのイーマン、はい、まだただ顔を見せないですね、はい、安めのチーマンはちょっと吸収されていったんですよただねこのわさあチーマン出てまったこ,これでもまだ打った方がましみたいそうですねリーチピンフードライチ裏ドラさえ乗らなければああただここ裏1枚乗ったのでマンガン8000点の上がりとなりましたさあちょっとね痛い報酬になってしまいましたね,ね吉野さんにとってははい さあですがまだ親番は残っているのであ天ボジュジュ合ってますよ。はい、うん、合ってますってます。さあただこれでえー、っとも親板を迎える。引かれる今引かれることを思ったら打った方がいいぐらいの感じです。<laughs> あの結結果はね。そうですね。わかんないですけど。いけどはい。ただ今から親番ですからねまだまだ展開はわかりません。はい、そしてしかもバンドさんはこれでまたトップまで見えるような展望にね,ねなりましたね。 シャトン三ドラははです。親は吉野さんですね。吉野さんもねそこそこ手入ってるだけにねうんそうですねちょっと行きたくなってしまう,よう,なそうなんですよね中国地方の代表で来られております吉野さんダブトンが統一のハイパイだただその他まだちょっとバラバラか、うん、そしてこちらが坂東さんですねあンチーマンからチャーチャの夏狩りさんですピンズいいですねはい そしてペーチャー稲塚さん。ああいいですね。まあダブトンが統一が一番ね。そうですね。ただもうピンズを払ってるんですけどダブトン本一だったりとかを見てってことなんですかね。<ー>ダブトンドライチだったりとか。なね、かなり契約見られてますね。<laughs> さあトーンが出た。うん、これを1枚目から仕掛けていきます。ここはもう数層<ー>ということは本一ですね。そうですね まあ中層引いたらとかなんですかねダブトンドラチでも OK というような、はい、手配進行んーさあドラの中層を重ねたさあここはに差し3色まで見えるのか松、うん、刈さんが早い、はい、おいいマンズ引いたあとはねマンズと自配を重ねるお仕事なんで。 うん、9層このメンズはちょっと使いにくいですがここは6ブロック逃げていきました、はい、3色だねはいドラがね小そっていうのもまた難しいですよね、はい、ドラがそこじゃなければもうすぐにでも払っていきたいタツではあるんですが坂東さんもドラを打ちたくないっていうのもそうですねそこでできれば頭が作りたいぐらいなんですが<お>ここは3層切りとしましたよ これでドラ使えるじゃないですか。どうでしょう、夏枯れさんの手配なんかは、数万とかからだと仕掛けもありますか。ありますね。あ、これですね。さあ、この数万、仕掛けていきました。これで数ピンとしましたね。いいねこんな数万、あ、入ってました。え、入ってたんですか。ええ <laughs> すごすぎる泣かされた感ありますね、じゃックはね。ね <laughs> 私たちにしか見えないんです、はい。本当に。じゃあこれでさらに広くなりました。いやあ、これになったらマンガンですよ。ヤスさんはね、スマ入ってたよと思ってるかもしれないですけどね。今完<ん> <laughs> も,も嫌いました、ね。本当ですね。イーマンの方払っていきました。 やっぱりマンズの本一の方がいるっていうのがそうですね少し気になったんですかねですで、ね、に場ニ何万が1枚切れていましたうん,うんもうドラは打たないってことですね実際はドラ切るとここにね、はい、ポンテンが入ってましたからおっとさあうまくいったか、はい、これで リャンーパーマンサンマンで頭ができますね。はい、いいシャンテンになっています。その四面ちゃんなら別にマンジュでもいいですもん、ね、いいですね。<laughs> 逆襲ありますねこれ。はい。さあなんだ,これ,だこれですね。リャンソ。さあここでリーチに行くか。稲塚さんはどうする？まっつか九万が来れば一通なんですけどね。なるど。ただね。 さすがにこの両面強いですよね。そうですね。じゃあ、ここはリーチと。行きました、町はリャンウンソウです。リャンソウが。坂さんがたくさん持ってる。そうですね。ここに4枚ある残り2枚となっています、はい。もっとよく見えますけどね。うんさあ、これでテンパイ、換算層だ。これは筋かかってますね、酸素。はい。ああ、一順で9万。<laughs> そんなバカな。<laughs> そんなバカな。 ただね3層が2枚と4ソ2枚なので枚数上は同じはい夏パリスは運送とか引くあーあ勝ったのは,、えー、は夏狩りさんですね8 0点はい単純は色ドラドラ8 0点さらに加点をしてなんと<ー>トンの4局に突入しますいやー両面リーチなだけに苦しいですね 今日やりますね。うーん。まあ九万き引いてても結果は一緒だ。一緒です。ということで,で、ね、<laughs> <laughs> さあちょっと展望がね上下大きく離れてしまっていますが、はい、その四曲親和バンドさんです。ドラは三品です。上下離れましたね。ました。 さあ、こちら、親の坂東さんの手配、手の中にすでにチュンのあんこがあるぞ。そして、ちょっと自配を重ねて、ここはパーマンから切り出していきましたあ、めちゃくちゃいい。おっと、夏狩りさん、なんなんですか、これは。なんだ、これ。なんか、シャンテンはイいシャンテンっぽいですね。ぐらいよかったですね、はい。いいシャンテンじゃないですか、多分吉野さん、ちょっとで格好苦しいか。ロンジュしたメンツ、トマトイツ。あ、アンシャンテンか、一応。 もうスピード感は圧倒的に夏狩りさんがいいですね。はい。三発が出た。<laughs> あ、すいなかったですね。いやー。圧倒的だな。スピード感がありすぎる。さあ、ピンズもこれ三色までありますよ。あわー。

現在、親番は坂東、えー、さん、四国 A 組代表ということでておりますが、うん、この間、加藤さん、徳島行かれたということで、はい、そうです何かおいしいもの食べましたかはいたくさんいただきました。<laughs> <laughs> 四国を、まあ、徳島とあと香川県にも行ってきまし、はい、たぞ。ぞ これだとちょっと頭は瞬間はない状態だねそうですねヘムレツもまあでもではあるんですよ欲くを言えばキりがないんで <laughs> <laughs> どうでしょうどっちか2面入った時ってまあ一旦テン取るんじゃないですか天ン取りますよね、はい、一旦天まあ天保に余裕があるんでねそうですよ、ね、どうしても高打点っていう具合でもないんで <laughs> ああ確かにそうですねはい一旦単野でテン天イ取って手代わり待って っていいう感じじゃなででですかねきました<ー>これんメンツ店にすると仕掛けてもテンパーにはならないいい、e、シャンテンからのい、e、シャンテンなんですけどこのあとどうするんですかね チーピン、両面とかからの地位はあんまり嬉しくないか。んね、ああ、面。まあ、カンチーピンの方だったらですけど、チーピンがもう薄いんで。そうなんですよ。3枚当たれたんですよね。ねこうなら、ポンの方がいいですよね。そうですね。ローピンとかポンしたいですよね。ポン一いと1と1とですよね。はいい、e、ピン、ワンバネージゼロ。ネロ,ですね、ローピン、パーピンもゼロ。はい。めちゃくちゃよくは見えるんですよね、ローピン、パーピン、ポンしたいですね。 あ,あチートイツだチートイツエンパッタこれ吐く場に一枚切れさあリーチにいった坂東さんここは吐く短期だいやもうこれ勝負と見ましたねここはこれ引いたら6,000オールからはいマジかすごいなただこれやっぱりリーチしっかり行かれるところがこのルールというかよく理解して打ってらっしゃいますよね、はい、これすごいなトップ取るにはこれ6,000オールにしないと いやーあ,あすごいなこれ白は山には残り1枚なんですが、うん、吉野さんの一番左に吉野さんから出そうじゃないですねちょっとね手形が悪すぎるんですよね、はい、さあ残り1枚の白引けるか いや正直これぐらいの手格好ならねテンパイとかだと打ちたいぐらいなんですけどいやいやいや,いやこれ怖いないやーどうなるんださあ稲塚さん高校でああ稲塚さんも降りましたね降りちゃうと出てこないかはいどこに行くかなうーんだだ他の三飛車ちょっと受けちゃってるんでもしかしたら降りられちゃうかも 問題だから夏狩りさんがテンパイ入った時ですよね。そうですね。ってなったら白く1枚ぐらいを押してくるかもしれない。ねえ自分で1枚切ってるんでん白くぐらいって1枚ぐらいって押しちゃうと,とそうですね合計テンパイだと押しちゃいますよねそれぐらいは。二つ重なったがもうすでに受けています。いるか白くどうだ違う。 さあこれは9ピンぐらい押すんじゃないですこれ9ピンぐらいはいきそうですよね。チリン3枚見えてますからね。ただ難しいですよね。自身そんなリスクを犯さないでもいい展望状況であるのは事実なんで。わあこれもあ手堅い。ということは白も出ないですね。自力で持ってくるしかないですね。いやー。まだいる。まだいますよ白。どうだ違う。 いやまあまああこれはしょうがないですね。ちょっとリーチから時間も経ってますし、ねうん、これはしょうがない。さあただねどんどん深くなってきたどんどん濃度も上がってますからハ<う>が残り1枚どこにいるのかさあ,さあいないあと1回残り相は1回だけ。 その間に箱を引けるか。まだいる。まだいるぞ。ここにいれば。いれば六千おる。どうだ。ああ<ー>まさかの箱は。ワンパイですか。さあ、夏狩りさんがハイテンハイを切ったら、流局です。親の坂東さんの一人テンで流局となりました。いいですよね。みんな。<laughs> <laughs> ええー、<laughs> みたいな。<laughs> そうだね、親番を連チャンすることはできましたので。素晴らしい。かっこいい。かっこいいですね。まあ、しっかりリーチニュアで踏み込んで。その四曲一本場、供託が千点あります。す東さんとその親番が続きます。すあさあ、ドラワーチューンです。 ドラのチュンが一枚見えています、うん、ドラのチュン一枚はキョンチョンはまず<ー>まずですねー単品系なんでチュンがねちょっとネックになるかもわかんないですよね,そうですねブレーキにならないといいんですがあっ,あっと菅原さんの勢いが止まらないか、えー、すごいでまた形も良かったですよけどねだ<あ>さ,さんいいいいそういいですね。なんだこれ、ま、面本 マシャーチャーじゃないのでこのままだとねちょっと打点が物足りないか、はい、自身のね展望状況もあるので、はい、打点を作ってなんだこれただもう夏割さんが準備運動してます。ね <laughs> はい あ、坂東さんもね手形悪くないのでいつチュンが出ていくかどうかそうですねそれもねまだまたあんまりでもドラを話しそうなタイプではないんですよねそうですねただめちゃくちゃ面談ああ面談ピンですよ加藤さんこれはチュン切りたいですがまだ伸ばし切らないですよすごい我慢強い私も切っちゃいます切りますねあ <laughs> さあ仕掛けを入れましたよ稲塚さんがカンチンマンでチンして、はい、一応三色含みですね、はい、お満足が伸びてきた伸びてきたさここはピンズを払っていきますメンンリーチ打ちたいですうわぁ完璧うわこうなったらさすがにチューンが出る<こ>さあここチューンも夏刈さんがポンしますいいシャンテンですいやまあしょうがないですよねもうこれ以上モテないですもんねモテないですモテないです 間にあったキューピン。あ、こう、<あ>面単品だ。行きましょう。いさあ、サーリーチだ。町は数値思想。勝負だ。ここはもう勝負ですよ。うん、広くなる。勝負だ。さあ、そっち思想どうなる。さあ、ここに二枚、高めが。で、数層四枚。もしかして。そうですね。数層全部山ですね。六山。数層が一枚ですね、残り。 いいソカタスになった。<の>これで、ね、ちょっとやばいです。そう、のと田さんは自身はまだテンパいではない。ここは CPU はワンチャンスね。ね自身の粘り見たときの。いい瞬点で粘りながらはい、テンパったら勝負みたいな感じですかね、はい。これでもパーピン出たら、パーピン切ったら稲塚さんポンテン入りますね。本当ですね。 まだ、まあ、今通りましたね。はい、今も数字なんそうですね。今も切りそうですね。うわぁ、これ。これ危ない。うおいえ。<laughs> いなかったです。め <laughs> ちゃくちゃチーしたのかなって思っちゃった。<laughs> 超危ない。超危ない。<laughs> 危ないですね。うわぁ、これはもう無理。何も止まらない。何も止まらない。もう無理です。吉野さんはもう。 マンズ以外全部切ります,ー切りますねあもうここで狭く受けましたね筋のいいさえも打たないとですから、ね、あっあっやばい天杯じゃないのかいいシャンテンかやばいもういやでもこれ何もないですよヒントがさあ小さな方を切るとこれは高めのイ、e、いペイコンの方だリーチ単位オピーフイいペイコン1万2,000 ドラドラはありません。一万二千は一万二千三百の親の坂東さんの上がりです。さあ、これでトップまであと少しですよ。すごい。で、一応一万点のあれですね。点棒が足りない感じですか。あ、ありましたね。<あ>黒田<が>さはい。はい、すごい。 あと日本曲日本場に突入します。強い。パウンドさんの早番が続く。めちゃくちゃ強いなぁ。さあただもうねナチガリさんもうかうかしられない。いや本当に。もう。本当天売能天でもねえ、うん、変わるぐらいのところになってきましたよこれ。天敗の点じゃまだか。四千三百点差か。はい。さあドラはとんです。もうでも一上がりですからね。 こちらなんじゃなつかりさん。あ、いいですよ。つ<す>かりさんはね、っずっといいんですよね。なあんこだ。<laughs> そしてこちらいなつかさん。さあ、九から四角だのは吉野さんですね。ちょっと手配が端によってます、ね。ちょっと本ー党から陳郎党狙いですね。うんうん ただ、親のバンドさんもう上がり欲しいですよねこれだけちょっとレンチャンを重ねると時間制限もあるので、うん、オーラス2回目の親番は回ってくるのかなっていうちょっと不安もあるでしょうしいやまあまあ厳しい感じになってきましたね。って思うともう一度上がりここでしておきたいですよね。うん、まあなんとか夏狩りさんをまくった状態で何入したいですよね。そうですね 松上さんはねねこれ何あんこが大きいですよ、ね、うんとにかくもうこの曲を終わらせて、はい、自身の親番を持ってくるか時間消化という意味でもねそうですね。かなりねドラのトーンがねブレーキになってますさあカ<わ>ンパーピンが埋まるといいシャンテンか。ポンテンチーテ点が入る形ですね。 残り十二分なんですね。お、ロービン重なった。これでチート率のいいシャンテンだ。こうなるとトンは出ていかないですね。いかないです。<laughs> ブレーキというよりはもうトン短期進行になってしまうか。はい、トン重ねた時にはもうすごいですよ。 ゲイはここに一枚ドラ表示範にも1枚ということは今重なるとわーっと吉野さんここで勝負に出るイーピンの大民間ですはいもう自身のね展望状況も込みでもうここは2を作りにイピンを大民間しましたそして新ドラは数万です夏狩りさんに乗りましたドラドラです さあここがドラドラのいいシャンテンの手配に化けたぞ仕掛けてもじゃあ打点十分ですね、うん、もう津軽さんもね曲をかわすだけではなくて自身もちょっと打点を作っておかないとこのあとがありますから、ね、そうね親をかわすだけではなくてなんとか少しでもが間に合いました2着との点差を話しておきたい さあ、テンパイ誰が入るなんだパーマン。パーマンう？悪くはないけど。ーンどう,うーん。7点ば入らない。ここではスライドか。ここはローピンの方から来ていきました。親のリーチにもつないてますね。うん、あ、休憩か吉野さんがねちゃんた系で仕掛けてるのか。うん、あうわっ、っ。 リーチだ。あ、しない。しない。ここはチーズ短期の方でテンパイ。ちっといドラドラですね。さあこのチーズ短期なんですが山に二枚残り。二枚。はい。あ、一枚残りでしたね失礼しました。あ、そうですね。一枚。でもチーズ危ないんじゃないですか。チーズ短気はどうだ。持たれたところ。え、稲塚さん、これチーズーもしかしたら。 あ、そうか、すー、ーんあ、そうか、これ大丈夫か。大丈夫そうかな。トンタンキ。さあトンタンキで稲塚さんがリーチを打ちました。うん、さあですがトンはもう山には残っていません。吉野さんはトンを打たない構えにしますよねこれだと、ね、これ吉野さんは出ないですね。うんとなるとバンドさんとの勝負になるんですけどバンさんちょっとチーズ打ちにくいんですよね。 うわ、まあ、そういった。まっすぐ行きましたね、ーウーマン。現物だ。あ、ウーマンは現物でした。小さ一枚生きてますからね。さあ、どうなる。チュン。これあがり二枚切れ。 何かいい町になったときに、待ち替えするかどうかもですよね、坂東さん。ん坂東さんでも、ちょっと待ち替えもしにくいですね。このリーチに対して、チーソーはかなり打ちにくい筋ではあるんですが。ヤンマンは筋ですね。まあ、降りることはほぼないんで。そうですね。あ、源さん、こんにちは。今日もありがとうございます。ありがとうございます。 マンずはもう切っていくしか、ね、全部いきますね。まあ現状報酬はないんで。はい。あっ、が貫通になった。うん。まあでも一枚のチーソーを巡って。そうですね。吉野さんが転ンするかどうかもねあるんですけど一応。ウーピンこれは切らないと転ンが取れない。怖いですけど。まあまあまだ。 はい、切りやすいですか、はい、ちょっとかわいびつですけどね、うん、まあまあうーんチーソンまだいますよねまだいますよ坂東さんのね、チートイツ一枚残りが今日二回目なんですけど、はい、これ <laughs> どんどんね、順目も深くなってきました 今回は二人でめくり合ってるので。次、ハイテ。ーもうつもばないですか。これハイテーですか。あ、本当だ。これがハイテーだ。ということは流曲か。あ、うん、もうないね。えっとないね。今吉野さんが切られたハエがハイテーですね。はい。えー、坂東さんと。なつさんの二人転売で流曲となりました。さあ、いよいよ待ったなしですね。うん。 ああもう、ね、もうない差はありません。もうないですね差は。<laughs> はい。そして時間もかなりもう危うくなってきてますよ。そ,そうですか。だいぶ消費しましたね。はい。もう残り七八分じゃないですか。そうですね。そうなると田舎さんと吉野さんがかなり苦しい条件になってくるか。はい。さあドラゴリアンピンです。 三本馬、京卓が1 0 0点ありますいやいいいいですねハイパイ、はい、これ一旦かわしたいですよねただ,ただまた何があんこなんですよまた何がはい、なんちゃん夏りさんですかりさんめちゃくちゃいいハイパーですまた常にいいんですけどわぁただ今回は吉野さんもいいぞあ、ドラからいったうわドラのリャンピンから切っていきましたよあ、バンドさんな仕掛けたさあこのリャンピンを一枚目からもう仕掛けていきましたあ 仕掛けてリャンマン流れたあぁわー、どんどんでもソウズが押し寄せてくるウーピンポンですすごいこんな上手くいくこれがどうなるかえ、あと残ってんのがわーもう一瞬点でしたよはい吉野さんの反撃だ 展望状況的にももう吉野さんここねリーチまでいかないとそうですね闇点なんかには捨てられないようなはい状況になっていますね,すね、はい、3万パーマン勘嘘嘘がもうないんですねあと1枚か嘘嘘 チートイクは難しいかもう結構十二枚目は泣きますかね。うーん、そうですね。ただ三千九百残り時間五分切ってるんですよ。ちょっと物足りないですね。面本にしたいですよね、せめて。面本チートイクかもしくは天杯。あ、待ちわからんそうです。 ここで嘘ななくった本当だここが場合によってはですけど。場合によってはですけどね。あっ、自力でじゃあ、これにしたらもう大丈夫。さあ、リーチだ。これは坂東さん、厳しい。そうですね。ねさあ、先生リーチは町は三郎九層。対かぶりもありますからね。本当です、ね、さあ、吉野さんの反撃、三郎九層。 もう枚数はねかなりいるでしょう急走が2枚老層が一発ともだった2一一発相撲純綿本裏ドラが1枚乗れば倍なんですよはい裏はいない羽根んだ3 6 0 0 0は33006300と京卓の1 0 0点を回収した上がりとなりました いやドラのリアンペンから切り出して<え>上手にうまくいきましたねねまにまで仕上げました<え>さあ難入します親は夏狩りさん今のただ羽根の上がりは夏狩りさんにとっても嬉しいや、ね、ても嬉しいですね いやー、吉野さんでも、いいとこまで来ましたよ、これ。本当ですね。あ,あ、乱入しました。親は夏狩りさんです。ドラはパーソ。なんとか、ここはね。親かぶりをしないようにというか、ご、うん、自身が上がるか。吉野さんもこれ、うん、羽根つも。まんつもとか。そんなにいらないかな。 う羽つもで残り2曲ぐらいのイメージで進行するんですかね<ー>時間的にはねえツつもンつもぐらいで届くかねえつも松丸さんはもう安いての1,500とかで連チャンするぐらいならこの曲流してもらった方がいいですもんね,そうですね次自身が親かぶりした状況<え>条件を残すよりももう一旦ちょっと親番 回しちゃって親子売りしないようにと、はい、さあペーチャでペイが重なったのはバンドーさんです <laughs> うーんドラマはそうなんですか吉野さんの手が立かないと思ってますよ。うん 三 <laughs> 藤さん今ね今ペン三万立つ払おうとしたところで三万を引いて裏目ってしまった9層、はい、とか切っちゃいますか一旦もう目、ね、いっぱい来ましたねはい三奈 <laughs> 塚さん関数,数入ったがまだ苦しいかうん奈塚さんはもう一発長打ですねうん 素晴らしい。これぐらいのね、ダテナルテハンドらもう<当>上がりに。よしさん満つも二回で一応二着には届きますからね。あ、この次が最終曲ですか。はい、この曲、この曲最終曲ですか。はい、これが最終曲。テナルト。これはちょっと最終曲だと厳しいな。倍満のつも上がりで。えー 倍満の積も上がりで足りますね。はい、吉野さん倍満の積も上がりで2着までいきますね。そうですね。せい2時間がもう残り5秒となっているのでこの曲が最終曲になってしまうと。プラス終曲って言ったんですか。えっとねプラス4回転のみ50分プラス1曲みたいですね。あ、え決勝だけ。あ、そうですね。決勝だけですね、はい。現在の曲がラストになるということですね。はい じゃあ、うん、吉野さんはバイマンツも条件で2着 2> はいあこれゴロチの3色ですねそうですねゴロチで<色>ゴロチか六チッパでドラパーソーなんで使い切ったかつドパーソーもう1枚もう1枚 1> はいパーソーもう1枚引いてあそっか、はい、だともう最強の4,0008,000まで見えるような、はい、4,0008,000までいきますね そうだ。何？うん。これでじゃあパーマン切っといて、はい。一旦パーマン切っといて、一パーマン切った方がいいかも分かんないですね。ただもう最終局ですからね。最終曲なんでパーマンの曲がないんですよね。これ。これだと足りないんですね。そうですね。これだと直撃条件ですか？パネマンの。ですね。パネマン直撃条件なんで結構きついんですよね。まあバンドさんは降りるしかないんですけど。 自身がねなんかトップまで見えるような手配だと全然ねあ,あ,あでも実際パーマン切ったら刺さってるんだん実際パーマン切ったら夏狩りさんに補充してましたねまあただねパーマン切るしかなかったうわあもう一回 <laughs> さあこのパーマンは親の夏狩りさんの上がりです。単、えー、点 さあ終始ね夏狩さん手配がねかなりついてきていてうん最後はねちょっと坂東さんの追い上げもあって危うくなりましたが、ね、いやでも終始落ち着いてらっしゃいましたね、はい、夏狩さんさすが坂東、まあ、さんのメイン本ンリーチなんかにもしっかり対応して、はい、いや本当にはい、えー、さあえっと,と終始落ち着いた打ち回しでなんかこう,う、うん、緊張感とかもね あまり感じられない感じで。はい。じあ一組目の対局が終わりました。うん、ええー、一着の、夏狩りさんは決勝戦への進出となります。はい。そして、二着の坂東さんが敗者復活戦への進出となります。はい。そして、えっ、ー、と、三位で終了いたしました。吉野さんですね。こちらはですね、他の組の結果待ちということになります。八千、八百点持ちです。ですね、はい。はい。 さあそしてえっ、ー、と3着にしたらそこそこ展望は多いですね18000、ねはい、点の3着ならまだ全然可能性はありますね,ねはい、はい、そして稲塚さんは、えー、と用意ということで残念ながらここで敗退となってしまいました、はい、さあそしてですねえっ、ー、と続き続いてそのままに、えー、2組目の対局となりますそして対局の準備がございますのでこちらをご覧になってお待ちください はい、皆さん、お待たせいたしました。本日は大阪にあります株、えー、株、式会社法王ルームより。ええー、麻雀最強、ええー、最強戦、二ゼロ二二、シニア最強位の模様をお送りいたします。はい。ええー、実況を担当いたします、日本プロ麻雀協会の夏木美桜です。よろしくお願いいたします。はい、同じく加藤哲郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、えー。毎年行われております、シニア最強位決定戦。今年はレギュレーションが変更となり、えー、アマチュア最強位決定戦の出場権はないのですが、シニアで、ええー、麻雀。 が一番強い人を決定する大会として開催しております。はい、ええー、最初、早速ですね、先ほど、えー、ご紹介できてなかった。そうですね。はい、稲江様が来られましたので、はい、えっと、順番に紹介して参りたいと思います。はい、えっと、まずはですね、神奈川ビー組代表ということで来られました。伊藤さん、そして、はい、えっと、大阪のビー組代表で来られました。澤田さん、こちらにお越しください。はい、伊藤さん、澤田さん、よろしくお願いします。はい。はい はいどうぞはいとう、はい、さんそちらではいじゃあ澤田さんこちらどうぞはい <laughs> はいそれでは自己紹介お願いしますえー、神奈川から参りました伊藤隆ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますしおますえー、地元大阪から参りました沢田裕介と申しますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますはいえっ、ー、と二回戦に出場ということなんですけど。 は普ん神奈川の方で、はいどちらのお店でシルバーシルバーで、先ほどご紹介させてもらった夏狩りさんと、夏狩りさん強かったですね。そうですね。見られてましたはい、見てました。ちょっといいじゃないですか、勢いが、そうですね。神奈川代表。 たくさんいい手が来ていただくとありがたいですね。なんかハイパーも良かったですね、はいあ。風吹いてるかも。えーはい、どうですか。普段松川さんとは一緒に。はい。あのー、よく、えー、月例会とかはいはい月に何回かご一緒させていただいた。どうですか。勝ち負けの方。同じぐらいだと思います。同じぐらいですか。<laughs> はいはいえっ、ー、とこっちに来るにあたってその。 家族の方とか、お店の方とか、何か言われてきますか。はい、そうですね。あの。できるだけ、あまり最近、あの、神奈川の方は、なんか、いい成績残してないような。ので、はい、今年は頑張るようにということで。<laughs> はい。治療されてきます。た。はい。はい、えっと、澤田さんの方ですけど。はい。私は、来月ですね。はい、えー。全然残念で、神奈川、年々、福生かしていただいては,いは,いはい。はい。はい。 今日は神奈川の先輩来られてるんで、今日は負けて、やるかと考えてます。まああの日頃はあの天満橋の天満橋会館はですね。どうもありがとうございます。ええあのウェルクで月をやってる全然ね。そちら二つに参加させていただいてます。はい。もうもう結構江戸市なんで、あの土日は大概趣味の麻雀をしてるというような生活態度です。

最低2位に残ってね、はい、もう一回やれるように頑張ってください頑張ってくださいはい。よろしくお願いします,、はい、ますそれではお二人対局の方にお願いいたしますはい、はいはい えー、と2組目はですね、えー、と四国の、えー、美木さん、はい、そして、えー、東京からの今野さんそして、えー、先ほど紹介させていただきました大阪の澤田さんと、はい、え神奈川から伊藤さんの4名,4名での対局となります。はい、まあ、いずれ劣らぬっていうか、はい、本当にねえ あの旅行気分の雰囲気の人があんまりいらっしゃらない、あもう、競技の心構えで、皆さん来ていただいてますので、絶対勝つぞみたいな、そんな感じですけど、松垣さんね、1回戦、かったですねいやー、本当ですね。大阪代表は、ちょっと稲塚さん、ねちょっと恵まれなかったんで、なんとかここはね、地元の意地を見せて、サードさんも頑張っていただきたいです えー、東京は今野さん、今、はい、野さんはね本当ね去年からねずっとねあの,どあの同行していってらっしゃる小林さんの方からも、今、はい、野さんの評判をすごく聞いてて、はい、かなりねたくさん実力もありますし、競技大会で、ねはい、優勝もされて,て、はい、いろんな大会で優勝されてますしね、はい、美樹さんは去年のチャンピオンですから、そう2人も注目してまいりたいと思います。えー、そうですね さあ、えー、画面が切り替わりましたら本日の2回戦開始してくださいさあまずは並びの確認から参ります、えー、ちーちゃはこんは今野さんそしてえっ、ー、と画面からっね <laughs> なんちゃが三木さんです、ね、はいなんちゃみきさんです、はい、そしてシャーちゃが澤田さん、はい そしてペーチャが伊藤さんの並びです。はい。さあ今映ってましたなこのはいこれ伊藤さん。あこれ今野,、ね、野さん。今野さんミキさん。さあ当の一曲です。さっきはいきなり六千オールから始まったんでね。始まりました。はい。さあドラは三番です。あれだけ大きな点数からスタートするとちょっとね。やっぱバラがちょっと荒れますよね。荒れますよね。はい やっぱそこを目指して、みんな手作りするんでね。かな、ね、り安上がりで、こう。決定行こうという感じにならないでよ、ね。ですね。こちらがなんちゃのみきさんの手配です。そして。シャッチャの澤田さん。を、ね、いいですね。ここが一番いいのか、うん。単品という感じですね。そして伊藤さんも良さそう。はい。 本田さんはドラの三万を引いてきたホワイトピン。ちょっと重たいですね。急走残してるのは七八基の三色か。はい。三走取り安めができた。ミキさんもちょっと重ためですね。うん。伊藤さん。うん。うん、伊藤さんは単ヤオになってきましたし、はい、ドラの受け入れもありますしね。はい、これで一目につけて。お。 もうカンチャンターと外しましたね。うん。おお、面短編になるか澤田さん。なんかウッパーマン結構ここにもたれてるんですね。はい、で結構縦になってきましたね。うん。さあ今野さん難しい手配、はい。ここは七八九の三色を見切った形です。 伊藤さんはちょっとね手配ごつごつしているんですがここは自身で一、e、ピンを切っているのと今2ピンが1枚打たれたので3ピン切りとしました、うん、はい三さんが現状ドラがない澤田さんがいいですかねただ,だここで白が重なった白はあまり嬉しくないんですけどねうーんやっぱ面単ピ品にしたいですよね、はい、まあ自力で白を1枚あんこにするかってことですよねあんまり出ても仕掛けたくないですよね、はい、この手配 ミキさんこれトーンねえ切らずにカンチャンターツ外してて、はい、トンをちゃんと重ねてうん、うん、ねえおっ<う>一応チートイツいいシャんペそうですねあミキさんはこれト飛ンでて、うん、ね仕掛けますかねどうなんですかねなんかただ 難しいですよね。自身なんちゃなんで、うん、そんなにがっちり曲紹介して、親番2回みたいなイメージもあんまないですかね。これまたペーチャとかシャーチャだと、ね、時間の問題もあるんで。でね、早く一曲終わらせてみたいなのもあると思いますけど。いいシャンテンなった。あ、もうこれリーチ手順ですね。完全にね。そうですね、リャマンから切っていきました。はい、ただ、ミキさんの手配。 でドラ引いてドラからのタツがもう一つできないとあんまり打点も見えないですよね。ねなんで仕掛けていくんですかね。もうポンノさんのね右側にねトーンが準備されてるんですよ。はい、もう伊藤さんは完全に統一暗号系にきましたね。そうですね。さあこの白ですね。出ても澤田さんは一応仕掛けなかったです。 仕掛けても、テンパイにはならないですね。ね七、はい、万が、ちょっと。もうなくなっちゃいましたね。はい、親のね、今野さんの欲しい七万がもう。そうなんですよ。カンチーマンなんですよ、ね。そうなんですここね。これがもう。四枚とも、手の内というと、うまあ。ね、見えてるのは二枚だけなんですけど。さあこれは、スライドしておきますか。一旦。ここは、三層切りとしました。 お、4枚使いえるデートイツはないですね <laughs> 加藤さん。<laughs> ちょっと今野さんは厳しい先輩も厳しくなってきましたね。うそうですねちょっと順目も深くなってきましたがさあ三木さんここに真ん中1つしか。うんうん うん、お互いちょっと探り探りの手配進行ですね。すね今ウーマンを二枚切って、伊藤さんがチートイツのイいシャンテンにもう固定した形ですね。はい、メンテは見切りました。そうか、ここで二枚使われてる。これ<当>。ツーソーがもうない。すごいな。あ、テンパイだ。これは一人旅になりそうだ。さあ、町はウーパーマン、伊藤さんはウーマン間に合った。薄いウーマンはもうない。ですウーマンだけですね、あるのは。 六7 1枚か 1> あと1枚さあドラドラになったがもう順面もかなり深くなっているここはもうメ子ズを抜いて受けていくも、ね、でもあと1枚あるからなーパーマンはねちょっと誰も使えないですねミキさんは使えはするんですけどもう自身の手がねみんな追いついてないんでう,で、ね、うーん 一人旅になりそうですね。そうですね。伊藤さんが一応チー統一でもね,えでね、白はもうないですよね。んトンチーン、うん、ちょっと厳しいかな。そうですね。そんな無理してあここに来ましたねパーマ。ちょっと厳しい。うん。リーチには通っていません。 が、現物もそんなにないのか。ーローソウが中筋。パ、はい、ーピンがワンチャンスでしたかね。はい、いやー、でもなんか、大丈夫かな。どうだろう。結構現物ないんですよね。ただワンチャンス追っていくのらあ天杯た伊藤なんか、おー。トンタンーまさかのトンタン機でテンパイを入れたのは伊藤さんです。わあ、トンここにある。 サーパーマーはもう山にない。<ー>ああ、天杯取り切った、すごいな。紺野さんが耐えるかどうかですよ。ローソーじゃないですかね。ローソー中継ですから、ね、ローソーを切れば大丈夫です。なん、ね、とか。 二人転売で流局となりましたいや。伊藤さん、しっかりして。そうですね。しっかりしてますね。印象点でしっかり粘り切りました。え澤、ー、田さんと伊藤さんの二人転売で流局となりました。あ、今伊藤さん五千五百もらってる。天望がちょっと間違ってましたね。はい、青い棒ですね。はい。はい。佐藤二曲、一、はい、本場、<laughs> 京拓が、点点、小山美樹さんです。 ああみんな落ち着いてますねそうですねしっかり対応されてましたねあ、ジャックマンさんこんにちは今来ました加藤さんかっこいいなつきさんかわいいかっい取ってきましたね <laughs> 遅刻ですねもう二 2, 2>, <laughs> 2, 2本目になっちゃいますバ,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 バイトいらない <laughs> 本音でぶつかってほしい <laughs> さあドラワシャーですミキさんの手配はどうでしょうか マンズはいい感じいです。まずまずですね。あれちじそうですよね、多分。ちじそうでした？あ、本当だ。ね。じゃあいいですね。いいですね。うんうん、まずまず。で三色目もありますし、ね、ありますね。シャーが統一のこちらは今野さんの手牌ですね。そして、うん。まあまあまあシャー初落としな。初シャーがドラか。そうなんですよドラなんですよ。<laughs> 伊藤さんの手牌が。 どう化けるのか。んなんがお高かでドラ表示はなんでね。そうなんですよね。ちょっと何からは仕掛けにくいか。ただ。もうね、一番打たれたら二枚目はないですから。はい、さあ、さおださん、かなりいいですね。いいですね。ふむさんもね、この発仕掛けていくのかどうか、みち、うん、さんから出そうですよ。さあ、出た。 1>, 1枚目は泣きませんでした、はい、まあ仕掛けてもちょっと頭が不安定な形ですよね河野、ね、さんのこの手は。あねいね、さあどんどんよくなっていく三木さんの手配、うん、これは頭ができなければもうドラ短期そうですねシャー重ねて、はい、ねいきたいですね。うんうん シャア誰も持ってないんで。そうなんですよ。まだ全部山に残っています。あーチャンスですね。これ。はい。美樹さん、チャンスだ。うーん。ここはつまぎれた。ねはい、先に重ねたいですね。そうですね。さあ、ただ沢田さんがもう。両面、両面のいいシャンテンになっています。これまたね、自身シャアから重なると、先制リーチ打たれてもちょっと向かっていけるが。はい しごろが見えましたあ本当ですここがねもう澤田さんの手配がよすぎるんですよさらに広くなったうん美樹さんはもう先にちょっとシャアを重ねたい、うん、どうだうーんどうしましょうか父さんまあね <laughs> 話どころは話どころなんですけどね,ねあここで美樹った どう受けますか、澤田さん、おつもり入りですか。ここりまあ、どの形がいいんで。そうですね。お、どんどん形よくなっていきましたよ。いいですね。やっぱ、初泣かなくて、どんどん育ってますね。ねこれで、三素数を切るんじゃないですか。これで、六、はい、を引けば、三色目ですね。 まあ、広いのは嘘を切るのが変あの広いんですけどね。はい、ただ後継が確定しましたからね。澤田さんの先制リーチです。町はスッチーピン。ミキ、ええ、さんもこれ、ローソンの数字で酸素が残ってるんで、うん、まだ、まあ、ま割と打ちやすいですよね。うわ、ん、<お>たださん、これは勝負だ。さあ、町は三郎ピン。っ追っかけリーに行きます。はーい。三郎ピン対スッチーピン。スッチーピンです。 バーニーは数チーピンが二枚、サピンが一枚。残り二枚スーチーピン。サブロビンは一、一二三四枚。サブロビンの方が有利だ。一三、ね、色から。<う>さあただこれで天パイ取るとチーピンが報酬になっちゃう。どうする？ リーチだ,だがここは勝負に出たこのチーピンが澤田さんへの報酬となってしまいましたうしょうがまた、ねね、リッチのみ浦さんだ8点は8300の澤田さんの上がりですいや美樹さんついてないこれはまあしょうがないですねしかないです自身親番ですしこのチーピンはもう仕方がないですね <laughs> 仕方ないどうしようもないですよ、はい うまく打っただけにね先ほどそうです、ね、頭の部分をねもう一回メンツで作り直して、うん、上手にテンパイを入れて、うん、まあ今の何も悪いことしてないですよねそうさん、はい、なんてまあ結果論ですよねサー,ートン三局ドラはいいそうです先ほど8,000点を上がりきった澤田さんのお野番ですはい,い おうーいいですね。いいですね。両面両面だ。両面両面両面のイフラン,ンシャンテか。ドラが一枚、トンがトーチです。そしてシャーチャのこちらコンノさんです。三匹三ページャでペイがトーチ、嬉しい感じ一品入った。うん、だがドラはいいそうここは三万から切り出していきます。いや三色だ。さあもうどっからどう見ても三色ですねこれは。ね またこのイースーソーイースーがドラッカーいやーこれはちょっと決め手になりそうなどうしましょうイースーとかから入った時ってどうしますででいいいんじゃないですかもうさすがにちょっとここで1万2000円上がったよ、ね 1> ね、て1万2000円ですからねさすがに上がれないのは痛いんでうんうん ロー決装から入ったときはこれも鉄板リーチ,です、ね、リーチにすかあっ違うあ違った <laughs> 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 さあチューンも重なった伊藤さんここはドラを使い切る数層切りとしましたねはいいや、今野さんも素晴らしい手順でしたけどねうんしっかりね三色に仕上げて追、はい、追っかけリーチとしたんですが 音でも難しかったですよね、3品が現物っていうこともあったんですが、うん、やっぱりトップ取りっていうのにすごいね、ねはい、あるので、リーチまでしっかり踏み込んだ結果、朝からね、澤田さんの浦さんがさ裂ということになりましたが、うね、どうだ、しかも結構、言いそうがね、2枚いるんでね。うん 全然三色まあこの親にちょっと走られるのはね得策ではないんで自身のトップを見るのであればもうここは、はい、うかうかしてられないさあみきさんドラの言いそうを残してここはパーマン切りとしましたこれでも急走がね浮いちゃってるんで危ないんですよねさあもう一つ仕掛けを入れて天イを入れました<あ>伊藤さん街はペン3層ですいい街になってますね、まあ、ドラそばなんでなかなかね簡単ではないですけど さあ、これでどうしなのこれで9層で9層と、はい,う,けないですうわーこれは闇点ですねでも9層間に合いましたね間に合いました今切り順逆だったら危なかったんですよ危なかったあ、これ危ないあ,<れ>あ、でもここが危ない外しちゃうと天ンジェ入ると耐えるんですけどねまあまあ 天配を入れていますよ澤田さん。詰まった。一でもこれはしょうがないですね。そうですこれは闇点ですよ。はい。人として、人とし4000ウォールですかね。ちょっと裏ドラめくろうとしました。今4000ウォールお跳まがりです。これは別にあの、これは普通は普通に闇点です。闇ちょうどしかも闇点ぐらいかなっていう順目になってましたしね。 めちゃくちゃ早いとちょっと森チもあるかなって思っちゃうんですパ、ね、タパタっと切られましたってねで、はい。ちょうどいい具合にね。見手にしやすい状況が出来上がってました。さあトーン三曲ドラはスーピンです。一本場澤田さんがもう4万7,000点持ちた。うん ですがさっきもね、なんかこう、6000オールスタートだったんですけど、うん、こう気付いたらちょっとね、坂東さんの追い上げとかがあったりで,、ね、でも今のもまた、めちゃくちゃいい手だった <laughs> 俺さ、ちょっとハイパイに偏りが結構ありますね、1回戦といい。そうですね、1回戦の夏狩りさんの手配、ね、私もずっとあの手がいいなと思いながら見てましたけど、今回も澤田さんの手がいいですね。 澤田さんもいいシャンテンですからね。今野さんも悪くはないんですけどね、ちょっと良すぎるんですよね澤田さんの手配、うん、ドラもあっていいシャンテンですからね。そうですね。カンパーピン部分が残った時にどうするかです、ね、でカンパーピンも決して悪いマッチじゃないんでね。だやっぱりっお今カウンマン入りましたね。今野さんがいいの入った。自身こう天棒持った状態で、はい、このカンパーピンじゃあリーチ。あ差し子だ。すんなり打てるのかって言われると。ですよ。 もう今外しておきますここは3層あ一応パーピンストレートに引いたとき痛すぎるんでねうんそうですね次に九層とか引いたときにどうするかですねああ、一通も見えるっていう状態になったときに一通含みになったときにね九層引いたときだけ外すかもわかんないですね三色と一通で両方見えるという形か3層はねここ否定含になにでるううんそうです、ね 伊藤さんがね先ほどドラの数ピンを2枚2枚目引いてきてドラドラの手編みをやるが順調だ順調だがも,もうすでに親がいいシャンテンどうだヤンマはいらないかヤン、うん、が重なっていい、ね、これで単品系に一応9ピンで3ピンウーパーピンのね受け入れなんですね、はい キューピンですかうとししました今野さんの手配はただローソウにくっついたらね明淡ピン3色なんかに、うんね、見えるハネマン以上のねクラスの手配なんですけども。あるんであ、ここは2ピンから切っていきましたね緩三、はい、ピンはあんまりドラゴン手配だしってことなんですかね。 またじゃあ闇点もあるかもしれないですね。ありますね。ちゃんが残ったら闇点かもわかんないですね。ここで7,700は8,000とか言われたらもうかなりメンタルきますね。はい。これで一平子含みになった。はい、ャンテンです。ただ、カンウーマンが残るんで、はい、そうなった時に闇点のカンスーマン結構危ないですけどね。そうですね。あ、これで大丈夫ですね。イースーマンになります。 なっていく。<ー>これで、れじゃ、もう。もうどっち切りいく。ここはローマンとしまし。と四が残ると、一旦危ないんですよね。ああ、なるほど。パン屋を三色だけれども。さすがに両面ですからね。展望もありますしね。そうですね。さあ、スースを引いて、手が止まっています。ここは先に切って、筋がけていきました。 さあ、今野さんにテンパイが入った街は、ウッパーピンリーチタンやオピーフドライチのリーチです。さあ、パスは通っていない。ここは、急ピンの途中落としで迂回していきます。さあ、澤田さん、いいシャンテン。トン。ここは切っていく。2枚切れでしたね。さあ、ウッパーピン引けるか、いない。ウッパーピンが。 手の中では5枚使われていてバニー0枚なので残り3枚。3枚ですかここからはちょっと出そうじゃないんですけど。もう補充しなくていいですもんね。ここは1ピンの統一落としてしました。ただ安全牌も少ないんですね。そうなんですね。となると、あっ詰まりましたよ。いつ<あ>も単要ピンフ太一いち。裏1乗せられるかない。 2004銭は2104銭100の今野さん夏の,の終わりでした。さあこれでねまたちょっと点差がね、うん、縮まります、ね、縮まってこの4曲に突入します。親は伊藤さんです。 さあ、伊藤さんはね、神奈川県からお越しということで、先ほどの夏狩りさんのね。はい、あの、勝ち上がっていく姿を見ていますから。はい、自分も負けてられないな、ね、って思いますよね。ただ、運満です。ドラが一枚、急走がアンコウ、うん、ちょっと重ための手配ではありますが、うん、そこそこ悪くはない。まあ、ただ。爆発力ありますよね。三、うん、アンコとかね。そして、なんちゃコんのさん。ドラドラおっと。 ドラドラヤクヤクトイ、うん、もう言うことないですね <laughs> この手配もし仕上げ切ったら一気にトップにまで上る可能性まであるような手配あ、ねはい、さあそして澤田さんは初が手の中であんここれサクッといきたいところです、ね、そうですよね曲紹介にはもってこいのハイパイですよね、はい、さあ今曲ちょっと手がぶつかりそうですこれヤク,ヤクドラドラですか形もできましたね固定しちゃいたいぐらいですねあの馬の部分を、はい 無理がの佐々木久人さんならリーチしているかもだか自分もだまだなピンフ山色ドラゴン山 <laughs> そうですねあの展望状況だとね,ねちょっといやめてみせたいですよねもうトップ取ったらいいわけですもんね、はい、さあ仕掛けを入れていきましたよ今野さん角のポンからいきましたもういいシャンテンですうんそしてさっきにもう数万を切ってもうこの手は漫画にするぞとそうですね3900なんかにはしたくないですよね2000点か 先端で終わるのはもったいない。さあ、天配入るか、酸素はいらない。うん。なんの行方ですよね。そうですね。なんがどこにいるかですね。ただ実はね、ロキ層結構伊藤さんがいっぱい持ってて,て、ね、でも他で使えるかっていうとね、そうでもないんですよね。あ、あ入りました。これは誰さこれ誰,誰が掴むかで、あ。 一瞬ねーさあここでターツ選択ここはペン,ンピンターツ払っていきます受けでリチできるかどうかですね,そうですねいやただもうですマンガン展開を入れていますこのさんさあなんも山々だな、ま、いないうーんも一枚いるんですねぬ、はい、夢のマンガン誰が掴むかによってはあ シートイツいいシャンテン。うん、うん、お。ここもいいシャンテンですが、ドラはウーマンです。さあ、加藤さん、何切りましょう。パーマンとしましたよ。っていうことは、九万入った時、危ないですね。本当だ。これ、ローマン、ここで、あんこですよ。手が進むと。あ。あ。数あんこいいシャンテンだ。ということは、でも。なんは、絶対止まらないですね。うん。 止まらないですよなんはも止まらないですねこれ何全員止まらないですよねこれあこれ俺たんようださあ関連ソーターズ払っていきましたねみきさんかわせるかただリアンそここにあんここれでうどうしましょう馬きちゃうともう10です。あオ<っ>ールが出てしまうさあ今のさんの上がりだハクドラさん親ばんですよ 親番なんですよね。そうですよねさっきいったんパーマン切ってね耐えてたんですけどもここではさすがに親番ですからね。自身のテの天イも入れないといけないので脳手にできないんでねうーん好重となってしまいましたさあ難入です親は今野さんですさあ今ちょっと取り出しを間違えたのでサイコロを振り直すところからでしたかね失礼しました いやーこれで一気に点差が1万点以内になりましたねはいさあ今野さんの親番ンらラは数万ですさあここでしっかりね4000オールぐらいを積もって澤田さんよりも上にいきたいところちょっとね数万こういいシャンテンもあったりでうーんいいとこでしたけどね、はい さあそろそろミキさんも追い上げないと。うん、ちとこちらシャーチャの澤田さんの手配拍を重ねた。ここはできるだけ早く蹴りたいところですね、うん。そうですね。各社ちょっと手配がゆっくりめなので、澤田さんがね仕掛けなんかも聞くと極小化はできそう。はい。 まあ具形は残ってるんですけどね、うん、ただ他の人ちょっと重いですねそうですねさあ箔が出た仕掛けないうんここはスルートまあ守備にもなりますしね、うん、こんな形が悪いんでね、うん ま,あまだ焦る展望じゃないってこともですかね。うん、さあチュン重なったぞ今野さん。これで本一までありますかそうですね。うまくいけばですう,、ね、うまくいけばですね。ドラス満ですしね本一になった時にはマンガになるかもしれないが伊藤さんがどんどん手が進んできている。さあ今野さんチュンを仕掛けました。ここですよそぎりと。 3なんてで4万から払っていきましたうーん各社まずまずの手配進行。伊藤さんはプラム数分は使い切れそうおっと便利が両面できたらもうこ、ね、はいいもん切りとしました、はい ピンこれぐらい手が整ってきたら2枚目はじゃあもう仕掛けもありますかね白そんな感じですねさあ,あいいとこ投げた嬉しいカンチーピンから投げたこれでいいシャンテンだ,ださあ白が出てくるぞこれは泣きますね 二枚目だ。引掛けてこちらもいいシャンテン。はい、ドラー表示牌の三万を残す進行となりました。実際三万切ってるとポンテンが入っていましたね。三万回りでね、もう一目作りたいですよね。これどうそう取るとポンテンだぞ。これはポンですね。そしてカンパーマンのテン天牌だ。 これでね、河野さんがさっきローマン先打っちゃったんでポンテン入らなくなったんですねほんとだあこれででも追いついた追いつきましたね涼ンピン待ちさあ涼ンピン対カンパーマンさすがに涼ンピンの方が枚数は圧倒的に多いですね、うん、でもパーマンも 打ち出されそうですよね。うん、ここは出ないですね。うん、ここパーマンはさすがに止まらないですからね。ねただ五万山なんでレ、ね、アうん。アイ的だ。パーマンは三山ですか。三回五ならわかんないですね。わかんないですね。本当にどこに行くかだけですからね。うん ああ伊藤さんもいい商店にはなっているが既に転売している人が2人いる、うん、あと伊藤さんからリーチかかった時にまた紛れますよね確かになんだ3ピンこれはちょっと打ちにくいかここで急走としたうーん実際ピンズの転売ですからねはい チーソーはすじ。うん。リンウンのテンが今一人旅してる状態。ウーマン、これはあ、これでパーマンだ。パーマンだ。ねえ。曲がってましたね。押してればですけど。押してればですけどね。ただね難しいとこですけどね。 ピンズ両面テンパイだった時って、でも2アンピンとサブローピンの二筋しかなかったんですよね。さあ、うん、もう1回ンテ点復活、頭がない形でね。これで吸収した。もう1回テンパイ入る可能性ありますかね。ねそうですね。両ピンね、気づいてたらちょっと薄くなってきてるんですよね。残り、はいね、3枚になっている両アンピン。 さあどうだ運送,運送はまだ切りやすいがここはもっと安全な9万を切っていってます数 <laughs> 万これはドラですね2900に打点アップおドラドラになったマ万とかチューブになっちゃいますチューブポーンされてる牌ですよ、はい ここはリャンマンから切っていったチーマンどうですかね今通りましたねうーん倒父さん苦しいテンパれないねえウーマンがもうないですしねドラウーマンしかないんですよねうん数マンさすがにドラは切れないんでさっきねカンチーマンチーしたらテンパイだったんですけど、はい、出ていく灰がドラの数万マンだったんですよね、はい すぐにそれはちょっと見合ってないと思ううん伊藤さんテンパイ入らないさあここは安全に受けていきますさあまさかのリハンウーピンがいないのかそしてミキさんもテンパイが入れられるのかうんやャンストこれはまだ打ちやすいですかね上がってる あこれは通ってますね、親には。ただ、えー、伊藤さんにテンパイが入らないかどうかとかも確認しながらですね。はい、ただ、点数だけの話をすると、伊藤さんテンパイ入ってくれた方が、親の今野さんとかに行く展望がちょっと減るんで、まあね、それはそれありますよね。あさあ、三木さん、チーズでテンパイ。 取り切れましたね。すごいな。ソリアンピースーマンのシャンプー待ち天配が入りましたよミキさん。これ想定外の。ねまさかの二人天配とさあ、流局しました。親のコノさんそしてミキさんの二人天配で流局となりました。いやー素晴らしい。う,ーんうん。 よくテンパ入りましたね、ミキさんね,ね。さあ、なんの一曲一本場です。現在二番手の今野さんの親番が続きます。ドラはさ、三層です。もう親の手配にドラドラ見えているぞ。さあ、ちょっとトイツが多い手配、うん。タンヤオですね。

三木さ,、うん、さんでもこれ今ではもう外す可能性もあるんでね、うん、さあもうどんどん仕掛けていきます澤田さん二つ目の仕掛けを入れてにゃんしゃんてんさあただ今野さんもねここはもう黙ってられない,い,い用意ドンみたいな感じですよねもうこの2人は今 <laughs> <laughs> うわさあ早い、ね スーピンから切りましたねくっつきにはしませんでしたねねえさあ両面に振り返りましたこれがどう出るかですね澤田さん多分初をポンした後のことを考えて白を残したイメージですか裸、ねね、短期も考えてのことですね「はい、ブランコフルゼンツですね」ってコメント来てますけどいやもうこのねトップ取りマージャンはもうブランコの時はフルゼンツですよさあ早速カンローマンの電波を入れたんですが今野さんからローマンが出てくると危ないぞ 川田さんはただシャントウ待ちとかに手がわった時はもしかしたらそうですね変えるかもしれない、ね、はいもう極所化がテーマなんで初は泣かないですよね泣かないと思いますけどねまだ変化もありますしねそうですよね いや、面白いなぁうん。本野さんが、うわぁ、これ、どっちかだ。どっちだ。まあ、ピンズの方が安いんだけどなぁ、だから。うもう一回耐える。これでローマン引いたり、なんかしたら優勝ですよ <laughs>。いや、リャンマンポンとかね。<laughs> リャンマンポンありますね。リャンマンポンあるでしょあり,ますあります、あります。あ、こっちだ。あ、チーテン。チーテン、両面は豊饂です。これは仕方がない。でも、これは。 さすがにさあここは澤田さんがしっかりかわしきった。仕方がない、ね、仕方ないですね。これ無理でしょ、えー、さあ線は千三百の上がりです,です。これは無理。うまくヒットしてしまいました。いや澤田さん上手にテンパを取り切りましたね。罠でしたね罠。さあ何曲？親はミキさんです。現在一万六百点持ち四番手。さあなんとかね展望ちょっと回復して。そうですね。 まあ3番手にで上がってってことですね4,000オールぐらいからそうですね4,000、ね、オール上がればとりあえず先ほど一組目の、えー、と3番手だって1万8,800点を超えておきたいですねそうですね、はい、そこ結構大事なんですよねそうですよね後の人はそれをちょっと見て打てるっていうのはこれ2番になる必要ももちろん大事なんですけど、うん、慣れるならねですよね 点数もちょっと意識しながらっていうのも大事ですよね。現在ね、三番手のボーダーにあるのは一組目の、ええー、一万八千八百点条件。ああ、残り十三分ぐらいですね。はい、さあ、かんさー埋まった。いいな、これ。いいシャンテンです。<っ>ここはトンから一枚目ですね。まあ、とりあえずね。一上がりして。一上がりですね。はい チーピン引きとかはこうワンスライド三色とかも見えたりするんですけど6万とかねあこれどうしますかこれ,一旦これやてんでしょうこれは一旦やみてんでしょうちょっとさすがにあれですよね、うん、自身の打点アップだったりとか、はい、展望状況的にももうちょっと打点欲しいですよね、うん、今チーピン積もっちゃったりなんかするとフリテンリーチとかまでありますいや,いやでもそれはもういいんじゃないですかそれはわかりますう、ね、ううんうん、うんさすがにね あの9万ローマン9万えローソキってリーチで九層九層って全部打たれちゃう可能性もあるんで,ねそうですね。さ、はい、これもまた難しいここは9ピン切りの方ということは7八9の3色の方を大きく見るそうです,、ね、ですかね。じゃあ9層の行方に注目ですね。はい、現在手の中に1枚使われている層まだ山さんですが。はい どのタイミングでリーチいくかですね。すねまあ、でも、一撃考えたら、ね。ドラの難を重ねた今野さん。難波ですよ。頑張って。ね。はい。ああ、今日、そここに来ましたね。

さあペンチーピン待ちでリーチを打ったんですがこんのさんが何場で何といつドラの何がといつなんですね C ピンが浮いてそうなんですああでもこうくっつけば出ないかさあここもうウーマン押しちゃいますしっかり受ける形になるとここはいいピンで浮かいとただ親番に打っちゃうとはいまあまあきついんですよねうん打点はまあ見えてないわけじゃないですかはい あー一気にチーピンが回収されていくでもこれ数ピンとかねうん通っちゃうと筋でピンとか、ね、ああこれ補充になったさあ、えー、このチーピンリーチ裏ドラはありません2,000点のミキさんの上がりですうさあトップ目からの直撃に成功これは今野さんにとっても嬉しい展開かそうですね なんの二曲ミキさんのエヴァンが続きます。ちょっと一本場です。予想外でしたけどね。そうですね、はあ。サウザードさんから報じはないと思ってたんですけど。まあ二千点で済むならまだ。良かったですた。はい。っていう見方もありますがさあ今曲ドラは、うん、ウーピンです。親はミキさんですね。さあ親のミキさんの手配ちょっと今映ってないんですがすでにドラドラの手配でローマンもあんこかなり。 チャンステです今映ってるのは澤田さんの手配ですねミキさんかなり良さそうですねそうなんですよドラドラでもう二面図ができてるヤンシャンテンぐらいの手配なんですが、うん、ここは第一だだパーマンから切り出していきましたそしてこちらがなんちゃの澤田さん感想が入ったぞサーチャ、うん、伊藤さんは博が統一です そして、ペーちゃんの今野さんも手形ちかなり整っています。いいかなりいいです。さあ、今曲ちょっとぶつかりそうですが、注目は親の道さんですかね。うん、まず、先手が取れるかどうかですね。はい。先手さえ取ってしまえばって感じです、ね。そうですね。うまく相図部分だったりをさばければ、先制リーチはかなり打てそう。はい、ですが、今野さんの勢いが。 うわうわうわ,うわウードラのウーピン頑固になったさもういいシャンテン3ピンですかくっつきイーシャンテンに取るのであれば自身でもうウーピンを3枚使っているのであとピンズでね123もすでに持っているので3ピンかチーソーになりそうですがです、ね、ここはチーソーとしましたチーソーでもいいと思いますねはい、まあ、数ピン引きとかも嬉しいですもんね3面、ね、ちゃんのリーチになればはいンピン引、ねはい、いたらもうリーチでいいですかギャンピンはリーチでしょ イーピン引き一ピン引きはやめりますか？まあまあまあこの天敗はそんなに嬉しくないですから。もう三箱ですよ。急走一枚切れですしねでも。もう三箱ですよ。急送やってる。まあ確かにちょっと出と引っかかれって。さもうこれ以上のじゃあ合計リーチ打ちましょうもみじさんね。さ何引ける？もういいじゃないですか。こっちにしましょうさ。あ これは9層止まらないんじゃないさあ、涼うぴん9層ちこれ9層めちゃくちゃいい町に見えますよね、この地層2枚切れてるところから。はい、出ちゃいますよ。9層止まんなくないですか、これ。これ止まんないでしょう。そう、うぴんはもう山には残っていません。涼ぴんが残り2枚と9層が1枚。リャンピン2枚もいる6、7、8、3色も見える。ま<れ>っすぐ行くからパー層ですか、これこれパーソー切るでしょパー層切るでしょう。 3色,、ねうん、色というよりも小ささらに安全にいったっていうのもいいで,でもこう切るとローソがちょっと打ちにくいかなっていう気はするんですけど、ね、そうですねパーソの方がまだ打ちやすそうでしたけどね自身の目からねワンチャンスでありますしうん、うん、いやこれまあ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 熱い曲になりましたねそうですねさあどうなるんだ結局 ああそもうしっかり受けていくってことなんですよ親のリーチには打たない構えっていうことですねこれ急走でも誰が引くかなさ藤さんもねーん何とかしたいんですけどただちょっと愚形残りっていうのがありますよねそうなんですよねただチーマンを悪意縛って押していったローソもうここ現物だチーピンをしっかり抜いてなんと伸びる 伸びまくってますね。まあ、でも、どんどんいい町になってますよね、リピンも。七万。あ、今切れた、ね。はい、七万は伊藤さんが押してます。ます。<laughs> まあ、数層切って、数層、リャ層ですね。多分。一旦数層としましたね。ピピン、これは筋ですが。 ここはパーマンギリとしました。パーマンも現物ですね。いやー、リャンピンと急走の行方、ベタ折りなら急走止まるかもねと来て、いますね確かに、ベタ折りなら止まるんですが、残り時間が5分ほどとなっています。いいリャンピン、ここに来た。澤田さんからは出ないか。出ないですね。 伊藤さんからはどうなるかですよねやっピン引きはあもう出ないよこのサムで嘘だけだ急走一枚だうんしかもこの急走もどこ行くかによっては出ないんですよね,すね伊藤さんは出るかさすがに共産はもうちょっと待ったなしなんで出ますねーあめきさん積もれるか 積もって裏一で、羽ねんなんでね、これ、六千オール上がると。はい、一撃で。一撃ですよ、残り曲何が起こるかわからない状況になります。急所引けるか。伊藤さんもね、もう時間多分見えてると思うので、何、はい、とかこの。曲ね、自身が一回上がっておかないと。そうなんですよ、ね。おお。次の曲の最終曲で。条件がね、かなり厳しくなってしまうんですよ。はい 違う急でもここ2人は勝負局ですよね美樹、はい、さん伊藤さんはうわさあこれリャンマン切れるかイースピンイースピンもちょっと薄すすめかですがここはもうリャンマン切りで追っかけたイースーピン待ちさあもうこれで急走は絶対止まらなくなりました、はい、そしてイースーピン待ちですがどうでしょうか

裏ドラはありませんが、<画> 1>, 1万2000は1万2300の三木さんの上がりです。さあ、伊藤さんはちょっとこれでゲームセットとなってしまうような展望になっちゃったか。さあ、一方、三木さんですが、えー、今から日本はですかね。 最終局になることでしょう。な,なりそうですね。はい。ちょっと条件確認してみますか。えー、現状259持ちですかね。2 9ですね。はい。ということは2万手に上がるには3200オール。はい。ね。そしてトップまでは？訓録訓録で訓録でも足りるのか。足りますね。 9,600でも足りますね。は足りない、はい、です、ね、じゃあ最低でも訓六以上ぐらいの手配を、ね、最低を目、ね、指しながらですね、はい、自身の着順ダウンはもうかなり難しいというかほとんど役満とかがない限りはない状態なので、はい、そうですね約まあ着順ダウンはないんでもうまっすぐ行くだけですね。 で、今野さんが六千五百点差ですか。六千五百点差っていうことは 1, 3, 2,、一三二六。千三百二千六百ぐらいを目指しながら。二六ですね、うん。さあ、ドラは三層です。で、二六直でもいけるんか。ね。そうですね。え、二千六百は。三千二百なんで、六千四百変わる感じです、ね。あ、六千四百じゃ足りないですね。足りないか。 26直はダメだじゃあ最低でも3200直撃ぐらいのまあまあまあリズムピンフドライチですかそうですねすリズムピンフドライチですねさあ澤田さもこの曲が終われば自身の決勝へのッ符はもうすぐそこね、はい、さんは流曲もしくは千点でいいですね近野さんはおおそう どういう進行するかリーズも初ドそうですねリーズもドライチで1200だと足りないですよねちょっと足りないですね 1> 1, 2 0 0は12002200だと五千じゃあ足りないですもんねうん326いるかじゃあ 沢田さんの手がどんどん進んでいっている。あ、いい。さんはこれ、いいね、ただ仕掛けはちょっとできない。んで,ね,ね,んでね。ただ下がね、くるんで。んそこも考え方によってはね、微妙なんですよね。ミキさんが今、ね。ここミキさんがね、お金ミキさんが一万二千とか上がっちゃうと、もう結構。大変なことに。 あーミキさんドラがないんなぁいやでもこれでタンヤオウあタンヤオウザオウや一役つけて裏ドラ<う>狙いですねこれうまくいけば六七八三色もありますよね、はい、これは足りない伊藤さんは一旦天ンパを取りましたが現状今この上がりが発生しても自身は敗退となってしまいます、うん、そうですね うんまあねまあ3色がつけば一番いいんですけどとりあえず単ヤオで転廃したいですね三木さんさあ今野さんはまあまあまあ。いいんじゃないですかまあ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 、まあまあ、転廃に近づいてますよ。 三品を先切るということはもう三色を大きく見てっていうことですかね。かねまあマンコになっていたがもうここでトーンのぞい調子に入りました。まあ条件をしっかりね把握してさあチーソーがおこれでボロッチだ。ボロチ三色か,チーーか。チーソがもうでもあと一枚かチーソ一枚あるな。まだあります。 ーソが1枚あるうわあさあここもいいシャンテンだこんなさんはい初もありますよあリャンウーマンリャンウーマンテンパイ澤田さんリャンウーマンさあ,あリーチだ,ーチだこれはこれはリーチです条件できた条件ができたリーチ初ドライチだ パーマンが場に一枚見えているのでペンチーマンの方に選択します。いやこれペンチーマンにしようともうないんですよまあでもね泣いたらダメよ泣いたらダメよあリーチだリーチだいやこれだってもう条件でクリアしたいですリーチも出たんでさあリーチだミキさんもウッパーマン待ち、えー、さあこれどうなるんだウ,ウパーマンいいんじゃないのいやウッパーマンもね結構薄いんですよウーマンが残り一枚と でも、ありますよね。あ<っ>、澤田さんが積もった馬。上手にテンパ入れていました。<ー>えー、千二2戦は1200、2200の積も上がりで、えー、見事2組から、えー、決勝への進出を果たしたのは澤田さんでした。いやー、すごかったです。いやー、面白い。最後までね、見応えがしっかりある。 二回戦となりましたー。いやー面白かったー。ーいやーすごかったですねー。はい。さあ二組の対局はすべて終了しました。一、えー、着の澤田さんは、えー、決勝へ進出となります。はい、そして二、えー、着で終了しました。今野さんは敗者復活戦の進出となります。はい、そして三着のミキ、はいえー、さんなんですけれどもさっきほどの一 組のえ一万八千百点はもうすでに超えているので、はい、え三、ー、組のえー、結果待ちという形になります。すねはい、そして四着で終了しました。伊藤さんは残念ながらここで敗退となりました。はいやいい漫才ですね皆さん。いや本当に最後までわからない。はい、いなんか、ね、レベルがねどんどん上がってきてますね。皆さん本当にお強かったですね。はい、はいえー。続いて三組の対局となりますが、えー、対局の準備がありますので皆さんこちらをご覧になってお待ちください。 うん、はい、皆さんお待たせいたしました。本日は大阪にあります株式会社ホーショールムリ、うんえー、マージャー最強け、えー、最強戦二ゼロ二二シニア最強の模様をお送りいたしております。えー、実況を担当します日本プロマージャン協会の夏木美優です。よろしくお願いいたします。はい、はいえー、加藤哲郎です。よろしくお願いします。 ありがとうございます。ええー、毎年行われておりますシニア最強育決定戦。今年はレギュレーションが変更となり、えー、アマチュア最強育決定戦への出場権はないのですが。ええー、シニアで麻雀が一番強い人を決定する大会として開催しております。白熱してますね。そうですね。はい。はい、ええー、二組目が終了しまして、今から三組目を、ええー、補するんですが。はい。決勝進出者がこの黄色です。黄色でも。で、今、あのー、敗者復活が今、現時点でこの三名ということなんです。はい。 さあ、そしてですね、えっ、ー、と、まだちょっと紹介できていません。えー、選手の方がいらっしゃるので、はい、早速、はい。えー、それでは、甲斐さん、こちらにお願いいたします。はいどうぞはい、はい、大阪代表ですね。はい。はい、甲斐正盛さんですね。よろしくお願いいたします。はい、ええー、甲斐さんは、えー、前回も出ていただきまして。ああ、ああ、ああ、そうですね。ねはい、熟練の打ち回しを。

やってないです。最近やってないんですか、うん。もう月に一回。あ。そうでもない、ね、ちょっと行くとこできたから。はい。月にし。週に一回運用してもらった。あ、あそうですか。うん、嬉しいっ,って、嬉しいって。まあ、でも楽しいです、ね。やる、やるだけでね。はい。勝っても負けても楽しいんですけど。はいはい、今日は勝たなきゃいけないですね。すね, <laughs> <laughs> ね。はい。どうですか。意気込みの方。いやー。運やと思ってますね。ねはい。<う> <laughs> バージャンっていうのは七割方運やって前にも俺って言ったことあります今の運気はどうですかわからないですねまあ始めて始まってからですからねじゃあなんとか今日は頑張ってもはい頑張ってくださいはいありがとうございました逆サバ読みってコメントも来てますけどじゃあどう対局会場の方にお願いいたします いや、加江さん、いい麻雀打たれますよ。いや楽しみですね、はい。この組はね、大阪から二人。はい、ね、ね先ほど、ね、ただ。高尾さん、高尾さ,さんがまた強いんですよ、これ。そして九州から高尾さん。高尾さんもね、お若い。うーん。六十四歳とおっしゃっていました。はい。<れ>そして東京の堀越さん。はい。 東京の方も強いですからね。やっぱりもう今度さ、ん見ててもわかりますけどね。はい、ね。やっぱり麻雀人口もね、多いですし。これも、う誰が勝つか,分か、ね、全然わからないです、ね。わからない。はい。本当に、まあ今、今海さんおっしゃったように。ね、この一局勝負ですから、一局っていうか、一ハンチャン勝負ですからね。ねある程度やっぱハイパーに恵まれたり。ね、さっきの沢田さんみたいに、裏ドラに恵まれたり。<laughs> そういうのもありますし、ね、大事ですねはいやっぱ大事ですよ短期決戦は、うん、やっぱ短期決戦ってやっぱそういうのでやっぱりね運の要素もねやっぱり持ち合わせてないと、はいうん、枚数だけじゃないですからねうん、なんかそういうのあります、うん、加藤さんの中でこう運気を呼び込む何かみたいなのってありますないですねもう神社行くしかないです、ね、お参りするぐらいですか、はい 墓参りするにはね、ちょっとね、自宅実家が遠いんで、はいはい、なかなか墓参りまで行かないんですけど。まだちょっと準備が整ってないようですね。はい、まあ準備が整ったらね、はい。なんかルーティーンとかね、よく麻雀プロの方もね、なんかす私、あんまりね、お肉食べるぐらいですかね。お肉,ねお肉食べるぐらい,でい。それよく言いますよね、麻雀プロの方かね。お肉です。やっぱお魚よりお肉です。うんね、お肉食べたら、なんかいいことあるんですか ぐらいなんか気持ちの問題ですよね、やっぱりね。<laughs> <laughs> 魚よりはなんかいいできそうみたいな。はい、さあ、画面移り変わりましたね。はい、本日の3組目の対局を開始してください。はい、さあ、並びの確認から参ります、えー。ちいちゃは高尾さんですね。そして、はい、なんちゃ、たださん。えー、シャーちゃが、シャーちゃがすみません。堀越さん堀越さんですね。そしてペーちゃが解散さんですね。はい さドラはウーマンです。まずは高尾さんのハイパイから。ああいいですね。まずは高めイ、うん、ペイ型の形。イペイ高含みでね。そしてタダさん。うん。堀越さん。堀越さんちょっと重たいですね。そして海さん。はい。さあドラのウーマンを引いた高尾さん。 森越さんは仕掛けも効きそうだがちょっとまだ形がてないそうてすね。ここからはちょっとあんまり仕掛けそうじゃないですね。うん、さあ高尾さんがいいですね一番。はい、さあ赤さんはここでいいマンと多田さんも先ほどチーソーをあんこにしています。 うーんまだちょっと時間がかかりそうかうんまあかさんどんどん有効杯引いてますよねそうですねドラノーマンがまだ1枚しか顔を見せてないんですよね堀越さんはちょっと厳しいかな,うん,なんだ急騒これは使いにくいかそう。 今3ンを重ねて高尾さんが感動パー,ーツを払っていきましたね。はい。さあ、チーマンもあんこになりましてこれはつもりさんあん系とかも期待できるような手配になってきましたね。はい、そうですね。さあ、どんどんピンズが伸びていきます、かいさん。さあ、これでマンズがリアカンですが、ドラはウーマンなんで、なんとか使い切りたい。ローソが。 欲しいんですけど、ローソー誰も持ってないです、ね。ま、だはい、まだ山に残っています。はい、ローソーから引いた時はどうしますか、闇天にしますか。で、一三暗刻ですが、行って代わりの数暗刻とかも、まだ見たい。そうですね、両面なんでね、うん。さあ、ドラのウーマンを引いた、ここで一旦九万か。まあ、テンパイしたら、ウーマンぐらいは、まあ、普通に切るんだと思うんですけど。両面、はい、から入らなかった時ですよね。そうですね。 シャンンポかから入った時どうするかさあ先ほどーマンを切っています高尾さん、ここは両面と両間のー、e、シャンテンにしました。まあ、両面から入るとね、リーチ打ちやすいんですけどね。<ー>さあ、チーピン、これでピンズがもう、e、ペーペイ後継になった。チートイチのー、e、シャンテンでもあります。はい、メンツでもいいシャンテン。いいチーピン引きましたね。さあ、これ、ただ、自身で3万を切っている3万切ってる。 だが、ここは残して、急ピンの統一を落とし、行しね、三暗刻は見切った形です。リーチだ。さあ、天敗を入れて、リーチと行きました。町は三郎荘です。さあ、ここにも天敗が入った、甘露満の闇天、丹陽土台地。さあ、この甘露満の闇天、なんと山に四枚残りとなってます。四枚。はい。 手代わりがあったときにどうかですねウーマン引きとかですよね、はい、さあただ三郎層は先制両面そして多田さん手が止まっています9ピンはちょっと打ちにくいですかいやもう行くんじゃないですかですがここは歯を手縛倒していきます、はい、他に切る牌がないんですよねそうですねここは九層の統一落としですねさあ三郎層なんですが残り五枚山五枚 まあ薄いとこから引いてますよね。チーピン引いてスーピン引いて。うんただローマンも4枚山。はい。4対5です。ザクザクいます。大体どっちか上がれそうですね。はい <laughs> さあ9ピンは先ほど通していますね。さあつかここは急走もっと安全に。3点まだピンズ遅れない。続クピンズ。そんな伸びると思ってないですもんね。 さあリりン追っかけだ、たださん。なんだこれは違うありゃんそう。9万。うわ、ドラノーマン怖い。さあ、さあ、どこに行く ?6 万、4枚。 ローソーが来たここにこれはちょっと打ちにくいかうもうここで行ったあうかいと<お>なんか <laughs> 一発もだったほんですね三眼光の一発もでしたね <laughs> リズモ三眼光ガラさんバ,バイマンでしたねリーソクツモですからね うわでも積もったのはたださんでした言いつもドライチからフラドラはありません戦2戦いやー解散苦しいまあしょうがないですよねこれはねうん仕方ないですけどあんなにサブロースを山にいたんですけどね,ね<え>うーねーちょっと深かったですね、はい さあ、とんの二曲、親は先ほど千二千上がった多田さんの親番です。ドラは三層です。<laughs> いや、フ振りンでね、しっかり維持踏み込みましたね、うん。短期決戦ということで、思い切っていきましたね。さあ、今曲ドラは三層、こちらは親の手配、そしてなんちゃの堀越さんです。マンズで一面子、白が統一です。 ちょっと満座多めの手配ですね。た本曲ドラは三層なんで、どういう進行にするのか。なんか本一っぽかったですね。うん。そして、こちらが高尾さんです。先ほどは親番が落ちてしまいましたが、うん、なんとかね。展望回復したい。ああ、いいですね。どんどん満座。これはもう、一直線ですね。 ハイさんはドラメンツもあってかなり整ってますよ、うん、メン,ンデンリーチ打ちたいですねはいさあ今もこれで面本まであるか白、えー、が出そうなんですけどね高尾さんから、うん、この白一枚目から仕掛けていくかどうかも注目ですあ先に出たこっちの白をポンしていいシャンテンです何を切りましょうトンとしました 役牌が重なって、役牌で上がらないと、漫画にはなりませんでね。この手配。ね、まあ、た、いい漫画あんこなんで、五千二百は見えてます、ね。そうですね。これで、六級も入ったら、初短期も。ありますかね。はい、1> 今一枚打たれたところなんで。合わせて。 さあどうだいいシャンテンだったんですがらに広くなりましたねこ、はい、うなると余計5200っぽくなりましたね何か、はい、ピン先ほどンピンを切っています残してここはトンぎりとしましたさあ天杯です三郎万待ち 白本一五千二百点のサブローマン、ああ三番を捕まってしまった。これは堀越さんの上がりです。白本一五千二百点の上がりです。あさあ高尾さんは苦しい展開が続いています。うん、トンの三曲に入ります。親は堀越さんです。ですがまだ全員ねトップが見える展望状況ですから、ねはい、時間もあります。 堀越さんの親番ドラワペイですおっとおなんかもう<え>自愛がないこれは何でしょうかいいシャンテンいいシャンテン,いいン,テン6級ピンと数値層のイい,いシャンテンですね<そ>一応ねはい、両面だけでいくとあとウーソ9万、ね、のシャンプもありますねもうイい,いシャンテンの親の手配サイコロがうまいうん、上手ですね <laughs> なんかもう上がってんのかなって思うぐらいハイパー良かったですね。サイコロ大事、ね。大事ですね。さあ、どうだ。うんー、ドラのペイもすぐ聞き切りましたね。まあ<ー>、両面固定とかもありましたよね。自分、ね、ペイを残して、ペイが重なったら、ドラドラと。ですが、もう、このペイ蹴りを見て、他の三者は。おやおや、ね。<laughs> なんだ、なんだってなりますよね。うん ウーピン切りからのペーギですか、ね、はいえもうイシャンテンそんな早いのって感じですよね、はい、<coughs> さあ早くあ<ー>うわあ天敗だ,天敗ださあ6級ピン待ちの親の先生リーチですよねって感じですよね <coughs> 周りの皆さんからしても早そうなのはもう分かっていたと思います <coughs> さあ一でローピンをつかまされた甲斐さん 自身はチートイツのインシャンテンでした<ん>現物はありませんね<万>ここは九万を切っていきましたまっすぐですかね<え>チートイツてんぱったらもう行っちゃうかもしれない安全に行くならねチュンで迂回したりとかっていうルートもあったんですがまあここはもう両想としました、はい、怖いですよねでも宣言敗の筋ですし さあまだねちょっと他の三社の皆さんは手が追いつかないのでうんパーマン今通りましたあそうですねまっすぐいくと6九飛ン止まらない,いさあ多田さんは何の統一落としここはしっかり受けていきます親のリーチですからねなんと言っても なんださあ、パーピンか。ちょっとまだう、うん、まあ、筋ではありますが。残り3枚ですか、ね。意外とですね。さあ、ですが、そんなに時間はかかりませんでした。うん、リーチ、ツもピンフ、裏ドラはありません。千3 0 0オールのツモがりです。 一番に乗ると大きいですけどねそうですね。まだこれじゃちょっと決定だとは言い切れない展望状況。はい、待ってるってるはいはいさあ堀越さんの親番が続きます 1>, 1, 1組2組とは違って少しね展望が小さめですがいやーでも上がりがよく出てますよねそうですねどんの三脚一本場ですドラは3品ですさあですがここでも四4世オールとか言われてしまうとかなり厳しい展望状況になってきてしまうので他の三者の皆さんはね、うん、もうなんとかこの親番を終わらせたいところです、はい、いいですがまたいいぞ マンズヒトメンツそしてこちらなんちゃの解散さんですおっと<あ>ピンズいいんです,いですそしてこちらシャーディーツもありました、ね、ありましたねドラドラでスペーシャルの多田さんです34になれば仕掛けも利くかうそうですねこう見るとなんちゃの解散さんが良さそうかうんみんな悪くないですよ、うん、あっ発が重なったこれをちょっと軽く 局表ができそうですね。ーさあドラがアンコになりましたよタダさん。これ単葉になってきた。スーピン？ッピンこれウッピンですかね。ス,ーピ,ンスーピンでしたね。さあただ今回はここにドラアンコの。まあ、高尾さんもあんまり安く回すのもどうかっていうところもあるんですよね。 ただこの手どう高くするか難しいところですねまあでも1枚目の初はちょっとスルーしたいかなーという感じさあもういいシャンテンだただその無事これで手の中でドラあンゴで使い切れそうですねはいリャンソ。 うん、<だ>シートイツもちょっとね。予想<だ>が、ああこれは。三、うん、個含み。一旦いい感じですかね。あ、ドランコ決めた形にしましたね。うん、まあね難しいところですけど。えー、<だ>いい引きしてるな。さあただ先生位はウッパーピンだかさん。いい引きしてるな。この酸素入れましたよ。 さあこのパーピンがないいいンンンンだだしますかか<お>スーピン現物ここはないいやこれどうなるかですね、うん、ちょっとスーピンを切るとリャンシャンテン戻しということになってしまったので、はい、またメンツをつっ 振り替えなきゃいけないんですよね。はい、ただやっぱり報酬が、ね。まあ一発は避けてって感じですかね。あててですね、さあこれはどう出るのか。け、これは現物です。堀越さんもすぐそこまで来ているが。積もった解散のパーピン。で、いつもピンフドライチ 裏が乗ればマンガンだが裏ドラはありません。はい、1300 2600は1400 2700の積も上がりです。さあまたちょっと展望状況丸くなってきました。ちょっと高尾さんがビハインドが皆さんの展望がちょっと離れてきたかなっていうところなんですが、それでもまだ全員まトップが見える展望状況ですね。すねはい。 高尾さんもまだ全然1万5,000ありますからねはい親はもうねまだ残ってますしさあトンの4曲親は解散ですドラは初ですさあ親の解散のハイパイうんーちょっと

もう一つ何か重ねたいっていう,いう。まあ、そうですね。ラブトンのみではちょっともったいない感じはしますよね。うん。まあ、次は二枚目なんでね、今もなんも多分仕掛けると思うんですが。さあ、トンが泣けた。ラ、はい、ブトンのみはちょっと寂しい。 三万がもちもちですね。ああ、じゃあちょっと泣けないかな。いやでも横に伸びたりしたらまたバラだいですね。ーすねなんとか次牌を重ねて、あドラのハズを引いた。ここはペ。そっちそりゃンはギリギリまで持っとくような感じですかね。これハ切りにくいな。うわあ、リアンメンタツを落としてった。発をまあ活かすのにチートイツに行きましたね。うん、なるほど。そうなると三万はもう出てこないか。 三問を引いた。ここはドラ表示牌の白を切っていきます。さあ、チーマが重なった。これでチートイツい,いシャンテンだ。初がみんなのところに来る。全員一枚ずつ持っている、うん、この初これは。チートイツでテンパ入れた時にリーチをかけるかどうかですね。なるほど。闇点にすると全員放銃抽選があるっていうことです、ね。そういうことですね。ただリーチと言われると、リーチ手が整ってないと、この初は出てこないので。いい曲になりますね。 <coughs> 簡単には出てこないこの初短期ですが甲斐さんは先輩が入るとまあただね3万がもう出てこないんでとなるとちょっと手が進みにくいですもんねその、ね、いいマンがどのタイミングで出るかですが全員チートイツっぽくなってきた。 さんもチートイツだと初短期になりますから、初の我慢比べみたいになります。そうなんですよね。全員初短期の可能性ありますね。かい、えー、さんが。これ、もしかしたら、初を切った瞬間に、初のトリロンみたいなこととかありますよね、これ。<laughs> ね何本。さあ、二つ目の仕掛けを入れました。ただ、逆もありますよ、ね。かいさん、一人転売も全然あります、ね。ありますね。 ハを先に打たれてしまうとね。これ今現状誰もハを打てない状態なんで。ん間に合ってしまえば、一人天敗もしくは上がりまで行きますね。たださんもチートイツいいシャンテンでしたかここはチュンあ。いいシャンテン。 そう,そうとしましたさあどうだテンパイ入るかまだ入らない数値、うん、素がどうなってるうんと数値素山に結構あるんですけどね結構ありますね数値素先に引くと数素まだ全山ですねはい。ここに数素があるあん,、ね、んこはいらないかさあテンパイ入るか入ればハツが飛び出すかなんだこれ目いっぱい受けるならハツですけど ここはうな、まだ初打たない。初切ると、他の人も楽にさせちゃいます。よね。そうなんですよね。あ、いいシャンテン。いいシャンテン、いいシャンテン、いいシャンテン。みんな初が欲しいです。はい。先輩しない。あ,ここあ、こっちに流れた。 あ、テンパった。ンパったあ、違うわ。いいシャンテンか。いいシャンテン。ンテンなんですよ。あ、好テンパイだ。さあ、現状堀越さんの一人テンパですが。ええー、親の甲斐さんの欲しい両面とかがかなり山に残ってるので、テンパしてしまうと、初で北条してしちゃう。そうですね 切るかどうかわからないですけどねうんもう順目もねかなり深いので,で順目が深いんで天敗取らないもありますけどねね。イーマンとか切ってねさあもうタダんはしっかり受けていきましたさあチーソーあチーだこれチーして天敗取ると宝銃ださあこれが出ると 堀越さんの上がりです。チートイドラドラ六千四百の堀越さんの上がりです。さあ、何入です。これで堀越さんの展望が少し頭一つ抜けたような。 そうですね、抜けましたね。がちになりました。はい、さあ、南乳です。親は高尾さんです。現在一万五千百点持ち四番手、なんとかここでね。しっかり食らいついて。条件を残していきたいところ。はい。ドラはなんです,いいんいです。いいですよ、これ。なんか下ねましょう。両面、両面。おお、高くなった。たたドラドラだ。もうこれは。ドラドラもうわかんないですよ。この手上がると、本当にわからないよ。これはいい手だ。 こちらがなんちゃたださんです。最終両面が確定している感じですね、うん。そして堀越さん。<あ>本局はちょっと苦しそう。そして、解散の手配もいい、ね。解散もいいですね、これ。さですが、注目は親の高尾さんの手配でしょうか。今の初も痛いけど、しょうがないな。まあ、でも、初泣いちゃうと、五千八百ですからね。やっぱりリーチ打ちたいですね、これ。 ああ、どよくなっていく。あ <laughs> あ、ただ。うん、これは取りたくないなぁ。そうしましょう。ここはもうペン三ピン立つ。そうですね。す何個もね、一応あるんでねーん。ちょっと切りそうになってましたね。今 <laughs> ラだった、まあ、実際パッと切っちゃうとね親のポンが入ってたんでね、はいまあ、トップ名からね切らなくてもいいですよねうんテンパイぐらいになってないとあんまりね、はい、見合わないですよねうん想像がどんどん伸びてくるここは3品とただ、まあ、切らないんだったらもうちょっとね あのスリムに構えてももいいかもかんね,ねな全体にあのー、安全牌残しながらね今のトーンなんかも。難しいですよね切りたくはないけど自身でとりあえずもうこの曲が終わらせられるなら終わらせたいという気持ちもねただねあんまり手詰まに、えー、あのいや手広くなっちゃうとうん,うんリーチ打たれた時に安全牌がねそうですねさあ高尾さんいいシャンテンになりました。 なん打たれるともうポンテンが入る何待ちになった時に一旦闇点にするかもわかんないですねー図がソー図もピンズもいい形なんでそうですね両面に振り替わってからリーチっていう手もありますし、ねね、6九飛い入った時に4連係があるんでねやっぱりドラマチシャンポンね、まあ、親のリーチに対してなかなか打ってもらえないですからさあいいシャン点ンこれパーピンですねはい 3万回りじゃあ満ズの下の方でさあこれで本一に行きましたねこうなるとまだ何が出ないかはいなんも切らないんじゃないですかもう切らないかも天方、ね、的にあリーチだイージーピンもうこれはリーチ打ちそうかただ解散まあリーチじゃないですかいきましたねはい、はい さあ、チーピンだと、イーペアこうの形、イースーチーピン待ちのリーチです。さあ、もう、これには降りないですよ。なすね、親の高尾さんは。はい、ただ、これで、<う>まあ、まあ、何が出てこなくなったんで。うん,うん、うマンズの四連型のとこが、どうなるかですね。さあ、どうだ。九も違がテンパ入るか。三ピン。一旦、チーソ。 三ピンちょっと打ちにくいですね。でもテンパったらね。そうですね。なんだ、違う。力入ってますね。はい。あ、そう、どうです。三ピンじゃないですか。もう。もう、押しましょう。三ピン。はい、はい、押していく。うわ、どんどんソーズが押し寄せてくるが。数万、ね、はちょっとね、打ちにくいので、ここで中のトイトーとしてします。 さあ、積もったのはスーピンだ、はい。リーズも。裏ドラですね。乗ったら、大きそうですね。<い>裏はない。500戦。<laughs> さあ、高尾さんは親が落ちてしまいました。まだ、でも。二番手は全然近いですから。そうですね。はい。これ、マンガン積もったら、もう二番手に肉薄しますからね。 さあと二曲です。親はタダさんです。これはスーピン。はい。漫画クラスで足りればね。はい、全然チャンスありますね。お、いいてローズで一目でありましたね。はい、いつも、ありますよ。おっと。大丈夫。だから、こちらはなんちゃの堀越さん。ちょっと統一が。うん。そして解散。 ブラなしメンツなしおっと高尾さんいいぞ。うん。ブラメンツあります。タダさんこのハーツはどうするんですかね。まあ一旦これあもう休所切きましたね。普見切りましたね。うん、一旦キューピを切って、ね、一旦キューピン切って相づ伸ばしに行くっていうのもありましたけど、ね、ありましね。 この結果がどう出るか、堀越のち、統一にできるかどうかとかですかね。あんまりリーチ棒出して勝負したくないですもん、ね。そうですね。多田さん、ポンテン取るんですかね。ポンテン取らないんじゃないですか。とってもみたいな展望ですよね。そうですね。ここで一上がりって言っても、千五百上がっても、あんまり。ね。ダメージがあんまりなさそうなんで。 それならね、シャンポン待ちリーチル位にい、うん、これで一応一つのね、二チ乾燥の受け入れがあります、ね。うんまあまあ乾燥になりますけどね。ポリコスナチートイズイシャンテンです。まあこういうリーチボーを出したくない時のね、チートイーシャン点は全然嬉しいですからね。はい。数た。たこれはちょっと痛いか。<laughs> そうなんですよね。結局ね、<laughs> あそこでキュピン一枚を押す。 言ってるかどうかなんですけどね。まあカンパーピンが入っても、リーチのみっていうのがね、ちょっとあんまり嬉しくないので。打、ね、点的にね、うん、ちょっと物足りないんで、一旦九ピン落として、ツーブクミに受けるっていうのもあったんですよ。まあ、これでね。さあ、うん。さあ、初と、C ーピンのシャンポン待ち、これで初、積もりましょう。うん、ね。裏ドラ初かもわかんないしね。そうですね。はい。い本当わかんないですよ。わか そうなったら一ついらないですね,ね <laughs> あそうかもりゃんも上がってたのかそうですね一旦ちょっと上がりゃんも上がってたかもわかんない、うんはい、今でね四千0 0オールからですたられはでいくとさあこれがどう出るのかまあもう本当にね麻雀ってこういうこの一杯の差でね、うん、結果が大きく変わってしまうんで、うん、今堀越さん二枚切れの箔も切りませんでした うん。硬い。ね<え>。酒井さん手が止まっています。お。ここは三万。うん。い,いペーコー完成。いいシャンテンにまっすぐ受けた形ですね。さあ、ただもう行動受けてしまったら、これチーピンが棒状になっちゃうかもしれない。 シーマンはどうです？通ってません。ここはリャンピン現物。うん、ただブラの数ピンが浮いてしまう。さあトン。初まだ顔を見せませんねん。そうですね。ああチーピンここは出ない。うん。これって名人戦ってコメント来てよ <laughs> もうある意味名人ばっかりですよ、はい。いやーあこれでも数ピン切る気がないんだったら。 ドラですからスーピン切らないんだったらもう3万切って降りちゃうかもわかんないですね。ねバるならあまあここはもううそちょっと通りそうに見えるんですかね顔すね、はい さあ、あと初の行方に注目。ウーマン。これで数走と。うん、ギリギリまで粘りながらってことですね。ね粘りながらですけど、ちょっと厳しいかもわかんないですね。戦場は一人旅か、残り時間は十七分ほど。このまま行けば、まだ親番もね、おらすまでもある可能性はあるんですが。これで、ちょっと手、け、終わりかな、三万かな。でないかい、今ん,んと。 こうなると、親の多田さんの一人旅になりそうです。あとは、発音積もれるかどうか。うね、残り、あ、一枚ですよね。はい。先ほど、高尾さんのところに一枚来ています。チーピンはもうないんですもんね。そうですね。発、うん、も一枚あるんですか。高尾さん、チートイの復活あるかな。 まあでも放重すると本当に終わっちゃうんで、うん、そうですね,ね<え>あんまりお世話しないと押さないと思うんですよねこのままなんとか流局してくれたらリーチボーンも残りますしねうんまだね条件が大きく残るんで集ま、はい、った,った初だリーズも初 さあ裏ドラに注目裏はありません2000オール2000オールでしたんうんこれでも大きな加点ですからはいさあまた分からなくなってきました、はい、何の2曲一本場です上がる上がらないで大きな差がるですから、ね、そうですね ドラはウーマンです。さあ、たださん、レンチャンに成功。トップはもうすぐそこです。はい。さあ、ドラはウーマンですが、ちょっと端によったハイパイ。うん、1、さんが見えますね。ちゃんたや3色が見える手配。うん、そしてこちら、うん、なんちゃ堀越さんです。あ、はい、純ちゃん3色とかありますね。うん,うん。まあ、ただ、そう。 いう手組みした時に、ドラ持ってきたりすると、結構困ったりするす。そうなんですよ。すすウーマンが全然使い切れないんですよね。ね、はい、そうなんですよねこ<う>そこ。それぐらいですかね。ドラがね、真ん中の時のちゃんと、本当、はい、難しいですよね。うち、はい、に寄せるのかどうか。かまあ、どのタイミングで、ドラとか、引いてくるかによるんですけどね。二千、うん、年とか、天体とかだったらね、スうっと切れるんですけど。はい、これぐらいの形で、こうちょっとウーマンとか弾いてくるん、ね、ですよね。 ああ今ぐらいで引いてくると結構もう悩みどころと言いますかうそうですねどっちつかずになりやすいす、ね、お<あ>ピンズが多いそうですねピンズの本一に向かうかさあこれドラウケなんですよね切っていきましたということはもうキャンタとか三色とかったんで、ねまあまあ、ドラ引いてもチーマ持ってるんでんって感じですね、まあ、おおペン酸素だこれ、うん、ペン酸素でしょリーチだ 六九万。行きました。さあ、解散のセセリーチ、町は六九万。あんないいとこ引きます。連算数。五山の現物。六九万が一二三四。4残り四枚です。四枚ですか。四枚,枚ですよね。 現状ね、打点はあんまりありませんが。他にちょっと追いついてきそうな人もいませんし、まあ。そうですね。あ、ポイント三枚。まあ、六九万、まあまあ、横に広い手ですし、裏ドラも期待できますし、ね。うん、一枚乗ればからな。マイクと大きいですよね、こういう手は。それに六九万ぐらいちょっと押したら、出てきそうな人もいる。じゃ、いるんですよね。うん、まあ、こう、展望も。 てる2人からは出ないでしょただね堀越さんとかもね結構安全配慮持ってても言いそうーーとかに手がかかってるぐらいなんで、うん、何かこうカビとかができてくるとわからないですが現状はまだ出てこなさそうか、うん、だんだん手が良くなってきました逆にじゃ、うん、あなんだヤンマこれは現物 これでも六七切るんだったらもうローソとか切りますよね。うん、そうです、ね。ローソ、三層ね、切りますよね。わあ、うん、どんどん手が進んでいく。ローソでしょ。ウロウソじゃないんだ。数字ですね、数字。ああ、ウソがまあ三枚飛びか。 テンパったらローソー勝負ですかーリアンスを効いたりすると結構痛いんだよねーーうもうローソウー行くかと思いましたけどねローソウも結構通りそうですよねそうなんですよワンチャンスなんでね、うん、あポンテンだあ止まっちゃったなこれなくとてもや安いんだけどあまあ自身トップ目ですし、うん、っていうことですねこう安全牌にもなるんでねうん さあウッパーマン対6球マン宝珠が一番結局これが一番怖いんですけどね怖いけどもうここはパーピンの方打っていきましたはい今パーピン通ったねもう一枚パーピンはいけますけどうん。 三万。これは現物。まあ、はいパーマン対ローキューマン、うん。さあ、残り時間も迫ってきている。パーソーは通っています。うん、なんだ、三万じゃない。うん <laughs> んあーローマンここに来たローマンがなくなりましたかはいじ万1枚だけじ9万ローマンまだあるのか123ローマンもまだ1万ある、うん、おっといいシャンテン田原さんが全部吸収してますねただいくのシャーって何ですかションパイですか1枚切れか もうでもシャワーぐらいしか着るもんないんじゃないのうーん。あっ、ね、そうですよね。シャワーぐらいしか着るもんないですね。シャワー切った後のね、マンズとチャンピング。でも一巡しのげるのが、ねうーん。そうですね。ね<あ>そうですね。ダッシャワー,ーですね。仕方がないですね。これでもテンパイ取り切ったら大きいなぁ。堀越さん。 このテンパイ取り切った大きい。さあテンパイ取り切った。入っていつも持った。いつも持ったから入って。リーチいつもピンフ入って。乗ったらマンガン。乗った。おマンガンや。二千四千は二千百四千百です。 新婦のみだとか言ってたのに一番最高だてに仕上げて取り切りましたね,ねすごいいやー堀越さんちゃんとテンパイ取り切ったのに苦しかったですね,ね<え>さなんの三曲親は堀越さんです最頃振ってないですねはいめちゃくちゃ接戦 これはもう誰かわかんないけど、二八七二九一三二二ですね。高さんはここで羽曼ですね。一旦羽曼上がって、羽曼積もるとオーラス今ま、ね、丸ですね。これ。ピンフないやろ？えピンフなかったですか？今。ありますあります。ピンフありました。シャツいつだった、ね。あそうか、そうかそうか。いーズもハイテンドライチでしたかね。かか失礼いたしました。

国士四シャンテンぐらいですかね現状。三四五五六うわいいシャンテン。いいシャンテンじゃランシャンテンか。ラシャンテンですね。いいシャンテンじゃないん。う頭がないかあそっかヘッドレスです。なんかね三四五五六か。ね。はい。いいシャンテンだ。何か重なればそう仕掛けが入りましたねタダさんです。 難波の難をぽいしています。ああ、テンパった。<laughs> よいしょ。<laughs> <laughs> 一旦やみてんですね。はい。さあ、これで死でポンしている。はい。たださんは。かもありますね。二八七。ここは一旦おびて。 三問ゲートしました、ね。何引いた。スーピン。いいスーピンだ。ーいいスーピン乗りましたよ。リーチだ。さあ、これでリーチですね。うちはいいスーピン。これ。積もるとね、瞬間地震トップ目になりますね。はい うん、薄そう。さあ、どうだ。いいスー。ピン今じゃないですか、これ。だと思うんですけどね。いいピン二枚。スー。ピンが。一枚。一枚です。三枚ですか。うーん、意外と薄い。 だん,だんね数相引くって分かってたら一旦や見るんですけどね,まあねもうね最終形ですしな、ね、この1数金も。あね、さあどんどん手が整ってきましたが。とはいえねん。自身は現状トップ名なんでね堀越さんは。 あんまりこう無茶したくないというか、うん、直撃は避けたいですよねせめてここで満直とかしてしまうともうかなりねそうですね最低でも2着 2>、うん、そしてえっ、ー、と先ほどですね2二組で敗者復活戦のボーダーとなっているのが2万2700点持ちの3現状かなり こちらの方がこの組の方が高いですね。そうですね。現実底はね、補充がなければっていう感じになってますよね。うーん 先行有利なのでえー、っと3着の場合は2万2800点以上はいうわ厚まっ,った数ピンだい一つも単野踊ら一2004戦<線>2004戦の解散のつながりです<い>さあ、えー、堀越さんは親かぶりしてしまったので うん展望のお釣りがまだいってないんですかね高尾さんに8,000バックですかねはいさあそしてリーチ棒をしまっていただいてこれでオーラスとなりますさあ甲斐さんが現在3万7100点持ちのトップ目そして、えー、2番手が堀越さん2823番手が267たださんとなっておりますはいこれ甲斐さんが最後 マンガン積もると三着が並ぶん。ああ、なるほど。ね<え>、だ先頭有利ですよ。先頭有利です。海さんがマンガン積もると多田さんは敗退ということね。本当だ。四千オールって言われちゃうと敗退。はい オオーラスのあがりやめは。いや、ないですけど、時間、これがもう、さ、多分最終局そあ。そうですね、残り三分なんで、んでこれが最終局になれそうですね。多分最終局になりそうなんで、ね、んよっぽど何か起こらない限りは。はい。そうか。でも、多田さん軽いな。逆に言うなら、もう自身がここをトップが取れないのであれば。はい、堀越さんとも、う多田,田さんは。 打点にはよりますがもう手つないで一緒にそのまま準決勝に進むこともできるってことですよね。確かにそうですね。ただわかんないんでね。相手のね手打点がいくらかわからないですから。そうむやみやたらにね,ね。森越さんちょっと手形苦しそうか。そして海さんはもう何でしょう 何万だ何マンだこれ何万によるよこれああうん9万、イい,いシャンテン。これでも、缶3万とか引いて、リーチって言ったら、4000ールあるよ。ありますね。そうなると、多田さんがちょっと、なんでって <laughs>。3万2枚生きてる。はい。これ、リーチって言ったら、誰もいけないですよね。いけないですね。報酬はできないです、誰も。 かおさんはちょっと厳しいなぁ。カおさんはえっ、ー、と2万27800点を超えなきゃいけないので、うん。16000入って、倍満でも足りないですね。倍満直か。トリプル上。トリプル積もになっちゃいますね。いいすねはい、あー痛い。まあ4563色にするのであれば。 もうここ自身の準決勝への切符だけを目にするなら、チー点とか取ったりとかもあるかもしれない。して、なんか4、5、6、3色に向かって1000点で終わらせるとかもあるかもしれないですね。はい、トップ見るならまたちょっとね、変わってくるんですけど、ちょっとね、トップも見えるような展望状況だけに難しいですよね、こういう選択は。いやみんな怖い ただもう親の解散がね何万だこれ <laughs> 何万やこれ <laughs>、ね、見してほしいうーわ <laughs> イーソイーソってあんのここに一枚漫画漫画確定しましたよ今そうったらもう絶対四千ウォールですねこれ、えー、イーソ一枚生きてる <noise> カムウマン <noise> カーンウーマンもうテンパイ取りましたね <laughs> さあこの選択がねおっスーンコに向かうか高尾さんはいもうこれスワンコしかないですよカーンウーマンは2枚いますねあっう<わ>ース入ったリーチだ いやー、解散のリーチ、町は老朽そう、これどうします、高尾さんでも積もられてる。敗退だから。いや、多田さんね。あ、多田さんですね、ごめんなさい。いや、でも多田さん、この、何点かわかんないでしょこれ。いや、だから、降りるしかないんですんいけど。じゃあ、あとはもうお祈りだ。お祈りです。老朽そ積もらないでとお祈りすると。多田<っ>、一発もだ。これ。 これ田田さん残念マンガンだあっ時間タイムアップですよねはーいえー、っとリーチ一発もドラドラで甲斐さんが4000オールを積もってえー、っと2万2600点に多田,田さんがなったので 22, 2万2700点あっ700点ですね同点なんで,すで同点なのでえー、っと敗者復活 月はミキさんですねミキさん b 代表のミキさんとなりました、ね、そしてえっ、ー、と三組の a 3組の,、えー、3組の位通過となったのがお前でれやっ同点っていやーすごいなはい。 というか解散超強いしいや最強でしたね <laughs> めちゃくちゃ <laughs> さあ3組の対局が終了いたしましたえ一、ー、着の解散、えー、は決勝戦への進出となりますそしてえっ、ー、と二着の堀越さんそしてえっ、ー、と二着の堀越さんが敗者復活戦へ進出、はい、そして三位の多、えー、田,田さんは、えー、ちょっと展望が足りなかったのでここで敗退そして四着の高尾さんもここで敗退という結果となりました いかがでしたいやー同点ですよ凄まじい強い解散100年足りなかったです <laughs> 解散強いは強かったですねまさかの最後一発相撲で上がりきり決勝の進出を決めましたさあへ、えー、続きましてこのまま敗者復活戦ですねはい a、えー、4組目の対局と、えー なりますはい対局の準備がございますのでこちらをご覧になって皆さんお待ちください。はい はい皆さんお待たせいたしました本日は大阪にあります株式会社豊昇ルームより、えー、麻雀最強戦二ゼロ二二シニア最強位の模様をお送りしております、えー、実況担当します日本プロ麻雀協会の夏木みよですよろしくお願いいたします、はいえー、加藤哲郎ですよろしくお願いします、はい、お願いします、えー、毎年行われておりますシニア最強位決定戦今年はレギュレーションが変更となりアマチュア最強位決定戦への出場権はないのですが、えー、シニアで麻雀,麻雀が一番強い人を決定する 大会として開催しております。はい、はい。これから敗者復活戦として四、えー、組目をそうですね。はい、まあ運悪く負けちゃった人とかね。はい。なんか運よく残った人とかね。はい、えー。いろいろいらっしゃいますけれども。<laughs> はい。はい、それでは画面が切り替わりましたら対局者を確認してまいります。うん えー、並びがですねちーちゃから、えー、堀越さんそしてなんちゃが坂東さんしゃ,あちゃんし、えーちゃがんのさんそしてぺーちゃみきさんという形で、はいはい、敗者復活戦を行ってまいります。はい、東京お二二人、人、はい、徳島さあどんの一曲、ドラはウーマンです。 今度は二着は残れないんでねそうですもうこのハンちゃんはトップ以外はすべてここで敗退となってしまいます、はい、ジャクマさん敗者復活性の感じが違います <laughs> さあでは見てまいりましょうこちらは坂東さんですドラリャンメンがあるそしてこちらはコンノさんソーズで一面つった形はいいですね、うん、そしてミキさんです,いいです、ね、ミキさんちょっと うん、ったり目ですかね。堀越さんがいい感じですね。そうですね。坂東さんもいいチーズ入りました。さあ、白が重なった三木さん。これでスピードアップしましたね。そうですね。さこの白が出てきたが、ここは仕掛けませんでした。うん。 まあ1枚目で、ね、一。この辺一貫してますよね。はい、さあ、ただ、同調で二枚目が打たれてしまいました。この二枚目で、白をポンしていきます。さあ、おっとチュンが重なった堀越さん。ここは三層から、少しスリムに受けましたね。はい、さあ、これはね、ちょっと二泣きっていうのは、もう皆さん見てますから。 まだゆっくり目なのかなとか、打点があんまりないのかなっていうふうには見えたりもするんですかね。うん、そうですね。いいシャンテンなります、ね。本当ですね。閑散万残りとかをどうするかですね、うん、堀越さんは。はい、さあ、発が重なった今野さん。交換パーソンターツを払っていきます。官老さんの受け入れができました。中は安全牌候補での残しながらの進行ですかね。これで十分系ですね。はい。ただこれ。はい どううなんでしょうリーチとかかかっちゃうと三木さんのチュンが危ないから入るとね。逆に先に払っちゃってまあ、1500点だったらねそうですねダメージ少ないんで。うんですがまだねちょっとさすがにマンズの方が怖いですしね。はい、しかもチュン切った後にローマンだと、うん、ポンからの包絹になっちゃうかもしれない。そうですね さあどうなるんださあニャンうここで先にローマンを切れば助かるがこのチュンポンするとテンパイださあ69万待ち三木さんのローマンがバッターボックスに立っているうんまあ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 1500点ぐらいですまあ一旦1500ならそんなにダメージではないですが、はい、どの道この千五百点で決まらないんで、ね、そうですねまあこれ一旦三万ですか一瞬で切っています、はい うまん,ドラですうーんまあでも1500も2900も 2, 2> そうですね 2, 2> まず連チャンしてねそんなに変わらないですしねうんここもローマンが出そう、うん、さあどうだあー9万だこれは包丁になっちゃうさあ堀越さんの上がりです順、うん、1500点です まあ親に宝珠してね、最低盾に住んでますからま、ね、あ,あまあスタトンの一脚一本場です堀越さんは連チャンに成功ですね、これでドラはトンですさあどうだんまずまずですかね、メンツはないですけどね ドイツが三組ぐらいありますか、はい。まあ、両面がありますね。こちらなんちゃバンドさんです。そして、シャーチャのこんナさん。うん、ドイツが多い。そして、<あ>ペイチャのミキさん。ミキさん、ごめん、つてで一番ちょっと良さそうですかね、うんで。あと、トンが一枚浮いてるんですけど、ドラがね、うん、誰も持ってないんで。重ねたいですよね。うん あここに一枚ありますね。おっと<あ>重ねました重ねましたね。<laughs> さあ想像が伸びていく三木さん。重ねればまたちょっと話が変わってきますよ。はい、仕掛けとかどうでしょうかここは。えっ、ー、とペイがドラ表示杯にすでに1枚見えているんですね。はい、でペイャーではないですけど。 うーん、二枚目も。そうですね。ここから仕掛けるのはさすがにね。うーん、だったらチートイチの方がって感じですか。さあ、順が重なった。ただ、みきさんはね、そう簡単にね、自身もとン重ねたい立場なんで。そうですね。そんな簡単には出てこないんですが、この後進んでしまうとね、いつ出てくるか。<laughs> 急走今ちょっと悩みましたね。まあペイから言ってたら急走も欠けてたなってぐらいの感じじゃないですかね。んですね。はい。ただこれでちょっとあメンツーにニくとちょっとトーンが危ないですね。うーん。ホノさんこの後どうするんですかね。急走が一枚見えてもうペーが二枚見え。チート一じゃないですか。ンンチートに行くんですかね。本戦チート一じゃないですか、ね。すかね、も今とーン垂れたらどうします。 それはポンであこれですねこれはポンしてまずマンズ伸びたらペーペーとかで9、ね、素ももう一枚泣けるかも分かんないんでねそうですね単野を3色なんだうーんソーズが4連形みたいな形になってるんですがうどうする 自分のことだけ行くと急ピンですけどねドラポンが入ったんですよね、はい、で、ドラの仕掛けは下茶なんだうんこれでペイですねでペイですねあ、ンン切ってるんだでもペイですね、はい、も,もはやフリテンの方が切ってくれるかもしれない、はい、おっと天杯。ここは一旦外します あ、これチームあったんですけど、ね、とりあえず広げるみたいな。うん確かに。とりあえず広げとくっていうね。さあどうなるんだ。人はいらない。うん、ちょっと手が止まってますね。なんだ？ ああそうこれは切り足かマンズ部分がね今野さんどうなるかノーマンって山にいたりしますか<ん>モチモチなんだノーマンはじゃあポンできないんだんうーんあウーマンつかんだこれ切るとチーター入りますチーピンじゃないですかとりあえず切ったこれはじゃあチーしてテンパイだ今野さんの 天敗は九層とローマンのシャンポン町。はい、ローマンはもう残っていませんが、九層が一枚ですか。はい。あうん。何着る。ハーマン。どうだ。ランズ両面になったら。 両面に,にしますもんね。うん、こういったんチューンですね。にゃんかんにゃんめのいいシャンテになっています。はい、ローマも受け入れられる形になりましたね。あ、ローマン。ローマ危ない,、はい。危ない。一旦にゃんぴん。じゃあ、このにゃんぴん、ポンすると天敗が入ります。いすじソリアンうそ。にいそうだと、単用がつかないので、上がれないですね。はい。これは通るんだよね。 吊り抜けますねこの3層はまあドラポンに打つんなら、うん、このタンヤオの1000点にそうです、ね、打った方がいいですもんね。どうせこの曲の天」って言って伏せたら1,500点ぐらいなくなりそうですし1,000は,は1,300って言われたらもはやちょっと200点儲かったぐらいの気持ちで <laughs> <laughs> 2004世って言われても嫌ですし、ね。嫌ですね。さあどうだ。いやーこれでも急走はみんな止まらない。うーんそうですね。急走はみんな止まらない。急走バンドさん、頑張って捕まないように。 難しいですね。うん、これ自分が絶対あローマ危な,危ない。危ない。ウーソーだ。<あ>これウーソー選ばれるとバンドサイの報酬となります。産業千は千三百です。これウーソーかローマンで全然違いましたからね。<laughs> 今のいい写真の取り方だ点がね。全然違いましたね。<laughs> まあでもウーソーの方がなんとなくなんとなく安いし。 みたいな感じ。あそうですね、ドラ。ドラポンに、あ、通る。通り通るっていうのが大きいですよね。まあ、ねさあ、ドラはパーピンです。とんの二曲、親は坂東さんです。うん、まずまずな、いっぱいドラのはないですし。支配といつもない。<ー>で、こちら、今野さん。 ムーピンがアンコ。まあ、ちょっと重たいですね。そして、こちら、ミキさん、ーソーズの形がよさそう。ミキ、まあ、さんが一番軽いんじゃないですか、うん、これ。リーチ手順になりそうですね。<ー>そして、こちらも堀越さん。あ、ミキさんが一番軽めですね。うん、さあ、あ今曲はドラのパーピンをまだ誰も持っていません。ドラのパーピン、誰も持ってないですか。うん、持ってないですね。 パパンンンーピののテンパ外すのいいねあ先ほどね坂東さんのカンパーピンのテンパ一瞬入ってたんですけど、はい、取らずしてしっかりね曲を消化してドラポンを流せましたね、うん、さあチンが重なったミキさん、うん、さあトンも重なったのは振越さんはいあ、はい博 <laughs> ちょっと役杯が重なってくるとスピード感も一気に出てきますね、うん あとみんなドラ持ってないんで、ちょっと急ぎたいっちゃ急ぎたいですよね、みんな。ただみきさんはドラ受けがあるんでね、なんとも言えなくなる。まあ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 。ねなんか,2000か2センチぐいところ入っ,たなっちゃうんですよね。さあ坂東さん、カンチーマンが入って、ここは2面固定にしましたね、ー、うん、と。さあ、この三品ピンの受け入れができた。ここはドラ受けだった9ピンを放っていきます。うん いいシ,シャンテンだ。いいシャンテン。いシャンテン。ペンチーマンを残すかどうかですね。というこさん一気にマンズは集めていくかチューンは仕掛けませんでしたミキさん。はいということはもうリーチ手順になるんですかね。まだでも次は泣くんじゃないですか ?2 枚目は泣いてパーマンキューマンとは、ねはいいスーチーマンが残るんでね。 さあ嬉しいスーピンを引いた坂東さんがやめにメンニャのいいシャンテンになりました。あ,あドラを引いたコーナーページ。リーチいいんじゃないですか。はらっていった。後継リーチということですね。うん、ああ、下茶が満んが出てないっていうのもあるかな。なるほど。ちょっとまんず待ちの具形ではリーチしたくなかったと。さあドラのパーピン引かされたといった方がいいんですね。 <か>い <laughs> うん<ー>ここもブレーキだそうですねということはミキさんかミキさんのリーチがかかるとちょっとどこも行けなくなっちゃうから相続合計リーチかなり打てそうですもんねこれああ<ー>これはシーソーチュンリーチだえ闇いっや見てんうん この闇点は。チュンがかなり広えそうってことですか。どうなんですか、これはリーチ打った方が良さそうですけどね。さあ、思い直していくか、ここで。そうですね。ねはい、ここでチュン打たれちゃったら、だいぶもったいなかったですけど、ね。け二六って言われちゃいますからね。はい、ただ、このリーチによって。ちょっと。後手を踏む人がいっぱいいますね。うん。 一時もあって即度も。あ,あ, <laughs> あ,あ、違う。これね、いそうはね、マッチになってないんですよ。土砂走虫なんです。えー、っと、倒壊をしてしまうと、これチョウもになってしまうんですよね。はい。なので、えー、っと一応宅外に一万二千点。 とし、えー、この曲をやり直し。はい。とします。はい、なので。みきさんから一万二千点が宅外に出ていき、どんどん二曲。をやり直す形となります。はい。あ、はい、確かにね、印象ちょっと一瞬ありそうに見えるんですよね。あの形ね。さあ、今曲ドラはインマンです。サバンドさんドラドラの手配ですよ。 そしてこちら野さんですさあみきさんはちょっとね痛い視点にはなってしまったんですが、うん、まあまだまだ,<も>まだ挽回できる展望ですので全然ばん挽回できるんですよね実は私たちこうリーグ戦なんかとかでチョすると,、はい、えと40ポイントなので4万点失うんですよ、ね、<ー>それぐらいマイナスになるともう無理ですねうんちょっと <laughs> <laughs> 4万点はやっぱり返せないですね返せないなって思うんですけど、はい、1万2千点はまだ、まあ、プロだったらやっぱそれぐらいの方がいいそうですねはい、はい、プロで1万12ポイントはちょっと緩すぎます <laughs>、はい、プロは40ポイントぐらいはもうちょっとねはい頭を入れ何でもだめ。まだまだ全然これ12ポイントは全然ありますよありますあります、はい さあちょっと坂東さんがねちょっと今回ドラドラなんでもうハネマン積もったらトップメに近いそうなんですよミキさんさあどうなるんでしょうかちょっとそんなにめちゃくちゃ速そうな人はいないんですねいないですねサー、ねね、ピンが埋まった今野さん、うん、ドラのいいマンを使い切りたいですねうん、うん いいじゃないですか、いいシャンテンですよ。チートイツのいいシャンテン。はーい親のチートイツのいいちょっと待ちが微妙だと、闇点とかになりそうですから。そうですね、頑張っても、決めに行くリーもありますよね。ああ、確かに。あさあ、これで、熱いシ,シャンテンだ。堀越さん。ああ、メンツできましたよ。<ー>6、7、8、3色も見える。ここは一旦たんになるか一旦初でしょうね さすがにさあわからないこれは誰が先手取れるかわからないなただ堀越さんがね両面から埋まるとただ今1チームン打たれたでしょ<何>さあ,あこれでメンチテンション点だこれはもうまっすぐですね,うですねそうですね。 坂東さんがウーパーソウウーパーピン3色高めはいこのパッソーが残ってるちょっと危ないですねあこれでテンパイさあここどうするかあやめて場にー1枚切れだったんでさあただ坂東さんのリーチが入る町はウッパーピンリーチドラドラこのリーチ入るとペンチーマン押しにくいですよねう,ーうわウッパーソーも打ちにくい ー,パーソンもう打ちにくいチーマあと1枚うわもうここは追っかけで勝負どころだとチーマン1枚ウ<う>ーピンはウーピンはパーピンが残り1枚とウーピンが2枚ですか三対一。ウーピンだとねリーチが2リーチなんでわかんないですよねうん 中筋。あ、パピ、ンここに来た。二対一。二対一、わかんないです、ね。全然わかんない。でも、高めのウーピーしかないですよ、もう。絶対上がったら、マンガンだ。何。ウーピー二枚。ウーピー二枚。うん。シーソーのアンカンとかもある。結構。 これ、どっちが上がるかで、全然違いますね。ねしかも、二人とも打点高いですからね。はい。どっちがいる。ウーピンか、チーマンか。どっちもね、打たれる範囲ではないと思うので、まあ、もう、この二人の。めくり合い勝負ですよね。ねいねはい。ウーマンだ。持った。 堀越さんの積も上がりだ。いいチ積も一通ドラ一裏ドラはありません。2004戦の積も上がりです。さあ、これで堀越さん一歩リード。枚数では少し不利でしたが、競り勝って、はい。漫画に仕上げました。さあ、現在34,200点持ちになりましたね。 さトとん三曲に突入します。こんなさんの親番です。現在三番手、あ二番手ですね失礼しました。二万三千で持ち。さあ、もうピンズで一面目見えています。うん、思い切たリーチでしたね。ドラはなんでスターどうだ。よいしょ。いい。うんうんいいですね。まずまずこちらはミキさん。<laughs> ちょっと手配苦しそうですね。厳しいですね。ちょっと。まあ、とりあえずじゃい。そしてこちら堀越さん、マンズヒトメンズです。そしてペジャのバンドさん、先ほどはね勝負でだっただけに少し悔しい結果もありました、はい。そうですね。そうですがこの曲はなんかそんなにめちゃくちゃ速そうな人もいないです、ね。いないですし。 本因寺系に行きましたね。打点もちょっと難しいですよね。誰かが何を重ねてとかですかね。み遅い感じしますね。そうですね。あえて言うなら堀越さんがちょっとだけ早いかな。うんうん。みんななんか最終形が見えないというか。そうですね。はい。 おやりが入っても勝負手は追いかけ確かにやっぱおやりにペンチーマンいい、ね、1>, 1枚切のペンチーマンで追いかけるってかなり勇気がいるというか、うん、そうですねけどやっぱこの一半チャン勝負だって思えばなんですかねいけるっていう感じなんですかねやっぱこの後もリーグ戦とかでこう長期でずっと続くとなると一旦闇点とかにしちゃいがちじゃないですかあ,す、ね、ああいうペンチーマンって。 これね、それ。危ないはい、引いたら、やめちゃおうかな,いな、ね。いやー、そうなんですよ。やっぱね、人間なんでね。<laughs> はい。選択も頭にはよぎりますよね。さあ、なんかちょっとゴツゴツしてきましたね。ねいつそこもチート,チートに決めましたね。坂東さん、二つ暗号ができているか ちなみになんですけど、あのさっきの一通ドライチの。はい。あるじゃないですか、五千二百見て。はい、もうめっちゃリーチーする人と、めっちゃ闇点する人と、こうもう本当分かれません。分かれますね。僕はしないですけど。あ、しない派ですか。はい、ゼロ前見えだったら、どっち派です。まあ、順目にもよりますけど。うん、うん、あ、順目によるかな。先手だったら、リーチしちゃう可能性もある、ね。ああ、なるほど。うん。 こぼれそうとかね、そういうのはあってま、ね。うそうですね。満足が安いかどうかによりますよね。うん、<お>さあ、シャアが重なった。何着る。うん、なんか、ドラは何なんで、何は一旦ね、効果からちょっと。で,すね、でも、どの役配も選びにくいですね。選びにくい。ここ一旦チューン、一枚切れのチューンを選びましたね。うん。 どの自配が重なりそうか。うん。なんか数万ローマンとかも切りそうですけどね。<ー>どうせ。カンウマンそんな嬉しくない。どうせ難しいからと思って。確かにありますね。うん。なんか。なんかもいない <laughs> 重なる方が嬉しいですもんね。カウマン入る。春かすあの被ったらめっちゃ痛いんで。<laughs> <に>だったらもう数万ローマン切っちゃおうかなと思います、ね。リーチかかる前に。うどうせ上がれねえしみたいな。確 アオリコさんちというシャンテン、武装はいらない。さあドラのナンを弾いてきた。ブレーキ。もうトップメカだは打たないでしょうね。<laughs> ちょっと打ちにまあどうなんですかね。でもトンボですよ。いや打たないでしょう。打たないんですかね。はい、<laughs> だってもう中盤過ぎて。 ロンって言われてもね。確かに。ポンならまだいいけど。まだいいけど、で、ポンして、なんか。相撲とか言われても、なんか嫌だし。うん、確かに。チート,トラドラ、もしね、闇天とか入ったりしてたら、嫌ですしね,ですね。なんか嫌でしょああ、なん、ここにも来た。まあ、もう打たない構えですね。んみんなドラはブレイキになりますね、やっぱり。<laughs> 皆さん、すごく慎重ですね。 普通に慎重ですよ。ねえ、私なんかもすぐ切っちゃいますよ。難波 <laughs> <laughs> じゃないしな。ぽいって切っちゃうんですけど。<laughs> さあ、どうだ。ノーマンが重なった。うん、一旦言いそうですか。そうですね。ん4<万>うん。四万。うん。 これは。うん。どうする、すうそ。うん、なん切りにくいんですもんね。なん切らないと思うんですけどね。いや、一旦すうそですか。あ、きた。あ、いった。ったみんなが楽になった。これで声がね、かからないの確認しました。合わせますか。さあ、何ん合わせた。じゃあ、ここあえて置いときましょう。はい ここもね重ねたいんですけど2枚切れになったらちょっとね、はい、あんこにしたいんですもんねでもこの瞬間堀越さん南端期とかでテンパった時の坂東さんのなん、めっちゃ危なくないですか危ないですめちゃくちゃ危ないローソウだったでも振り返んか あ、かなり順目も深くなってきた。天敗を入れられそうなのは。堀越さんか。うん、そうですねうーん。あとは今野さんですかね。う,ん、うん、どうですか。一応、4万切るんじゃないですか。あ、嘘。うん、そう。もうかなり。受け気味に。四、うん、万切っとくとね。一応。 ね、両方いいシャンテンなんですねチートイツとでポンテンも効くんですよね、はい、まあドラ切ってきた人がいるしっていうような感じまあでも4万全員の共通安全敗なんでとりあえずね4万っていうのもありましたけど <noise> あっンパッタ,テンパッタラッキーこれ超ラッキーですね四万ニャンス さあ一人展開で流局です。親の紺のさんの一人展開で流局となりました。これめちゃくちゃ嬉しいな。ラッキーですね。野月さんもドラは恋人じゃないと。うーん、ドラはあんまり恋人じゃないですね。<laughs> <laughs> <laughs> なんか都合いい時だけ <laughs>。恋人にしたいですね <laughs>。<laughs> さあ一本ではです。ドラバパーマンです。今回ハイパイ良さそうですよ。今の親繋がったのが大きいが。大きいですね。はい、このハイパイさあどうなる。<あ>ミ,キミキさんもいいぞ。ミキさんもまあまあ。とどろってますね。ヤンメンリーチがかなり打てっっりた。ああ、得意なシャンテンですね。ミシャンテンですけど、マンズが伸びたら一通までありますね。そうですね。カンパソン残りとかはちょっと外したいですよね。そうですね。 ねドラとか弾きたいな早速仕掛けを入れたのは坂東さんですはいドラ弾けうん<ー>これどうしますあ調子したメモあるんだけどあでもさっきイーソ切っちゃってるんだんだからまあいらないですよねうん順調 さあ、マンズが伸びてほしい。おっと、この仕掛けには威力があるんですよね。見か,見かけはね。<laughs> <laughs> まあまあ怖いですね。テンパってもリーチ打ちにくいですよね。うこうされると、ああ、これ、こさん、これ、ちゅん、残ってる。あ、いたまあ、本一とかにしたかったら、別に、このピンズタイプはそんなに、ね。ねうん。 ここはローピーを浮かせる形で一枚切っていきます。いや、これね。実際こうチュンがまだね、山に三枚いるんで。三、はい、回つぐ、続けて。<laughs> ありますよね、<laughs> それもね。ゼロではないですね。まず一回目。なんか。 難しいですねなんか堀越さんの手配ってそんなチュン切るほどの手じゃないんですよね今ねまあ確かにもうちょっと手札地外乗ってたらもう先切っとくみたいなのもあるのかもしれないでしょうそうなんですかねだって何やってんのって感じになるでしょうまあ万が一ポンとか言われたら万が一言われたでしょさあここはもうねしっかりかわしにいきますこのさん、はい、いいシャンテンです これはもうれしくないんですそ、ね、うだ。そず払う。一枚気味へ。そうず払うか。あまここはとしました。うん、ピンズばっかり引いちゃいますね。うん。うわぁ。あテンパった。すっちそう待ちの、やんめんテンパイだ。さあ、ミキさん、これ払うと危ないですよ。これ一旦、うまんですか さあカンパーソーから入らないともしかしたら包丁に回ってしまうかもしれない。うーん。うん。今野さんチュンつかんだらどうしますいや、回るでしょう、うさすがに。あこれーそうあっ、3<え>品の方。なぜ まあ、とまあまあピンズの方が通りそうは通りそうですけどねもう絶対打たないんだすごいなもうじゃあ想像を打たないっていう構えなんです、はい、だってイー、e、スーピン良さそうすぎて目くらんじゃいますよこれあでもジューンズかまされたさあ<っ>、はあ、いいピンが完全になったここは1枚切っていく、はい、酸素短期 ドラ短期か酸素短期かここは酸素を切ってパーマン短期のテンパイを入れましたパーマンは123パーマンは 1, 2パニー、えー、ゼロなんで残り山に1枚1枚でチュン来たらチュン短期ですねうーん多<分>そうですね多分ねになりますしね小三元本一ああ最終手出しり 酸素なんで嫌だったんですけどねうんまあでもしっかり押していきましたねスッチーソ両面ですもんねスッチーソー引いた時にどうなるかうっかそう,う,そうまだ変えない <laughs> おチュンがどこに行くか 本当に。ああ、ずいそうだー。これは親の今野さんの上がりです。タンヤオドラ一、二千九百は三千二百の上がりです。さ <coughs> ートップにどん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 近づいています。今野さん。ど <coughs> の三曲日本馬です。今野さんの親番が続きます。ドラはシャワーです。 切るなら早くってすぐチュン自分なら切っちゃう。うん、うん、まあ、切るほど手が整ってたらね、先切っちゃうんですけどね。うおお、またちょっとでがうこう苦しそうだな。そうですね。こちらシャーチャー堀越さん。なんとかこの親番を早く落としたいですよね。そうですね。そしてこちらペーチャーバンドさんです。いいですよ。まずまず。勝負手だったんですね。さっきも。そうですね。まあ。ね。 まああの辺はどこに流れるかによって違いますしね,すね本一に行ってたらね、うん、あーもしかしたらす、えー、そうそう切らなくてもよかったかもしれないですし、うん、まあちょっとわからないですね。さあ残り時間が17分ほどとなってますが <laughs> 今まだとん3曲ですよ。はいちょっとあんまり展望が離れすぎちゃうと時間もね気になってしまうと思うんで。はい なるべくこう差をねあんまりつけられないように。東京チームが展望を持ってる感じですね。そうですね。<laughs> ンピン画かさんだった。うん、ちょっとドイツでも見ながらですで見,見ながらですね。あ、ドイツおとしに行きましたね、マンドンさん。 うーんバラのねシャーがちょっとみんな使いにくいんでね、紺野さんはチートイツとかになれば使えるんですが、えー、なんだ、ノーピン、なんか、どんどんとイツが。ここでペンさんピンとあと入っていきます。はい、あっ、もちもち。重なると、これもちもちち今野さんともちもちですね。ですよね。 これ痛いなぁこんな<ー>けないぞ今野さんこれめっちゃ痛いですねやっぱ親の時にチートいつってできればあんましたくない、ね、そうですね泣けないし差し子ペイ行きますかええですね何メ固定にしましたねこれも差し子になった時に発が今度出ていく未来もありますな、ね、あ,ありますね 今はいらない、はい、さあ2冠になったうずここはもうチーソー先切りましたねはい万も重なったいいピンうーんパンヤオにするならいいピンですか<れ>1一枚切れただここはチーマンとしましたチーマンということはマックスツムリスーンまで見てってことですか、ね、あトイトイかスーアンコウかチートイツのいいシャンテン ピーピンがね2枚目打たれた時に泣くかどうか,とかそうと、ね、ちょっと注目ですよね。おおとメンツで炭酸素入たこれは先ほどチーズ切っています。発<初>今回は残したこの発出ると泣かなかった。泣かない。うん。発はちょっと予想外でしたね。<laughs> が初ですか。さあ、この二枚目には声がかかります。親のこのさんはインシャンテです。ドラを先に言った感じですね。うん。まあ、インャンテンから転売には見えますよね。うん、リーチだ。さあ。え。 取らなかったですテン。取らなかったですね。完治層がちょっと場に二枚切れ、ね。あー、二枚切れか。なんで一旦ここはテンパイを外してもう一度組み直します。二枚目。あ、もう一回 <laughs>？いやー、どうしましょう。まあまあ、で無理やん。一旦や手にしますか？取ってやみたいな。はい。 現状単位をいべこに。そうですね。チーソー結構危ない。よミキさん。ミキさん。これ危ない。うわー、ーでそう。一旦ペイですか。ここは数万。あ、お帰りしたが、ここは、先ほどもう、りゃん切ってますね。数チーソーだ。ーソーこれリーチだ。やんめになれば。闇み おお、ローソーをチューすると、ス数値層出ない形になりましたよ。いや、<旦>出ますよ。いったんですけど、ね。はい、あ、転売。これリーチしないと、危ない。逆に。ミキさん。ミーシャン手に出ちゃうのか。<ー>これ泣いたら、放銃だ。さあ、これで数層を切ると、放銃になってしまいます。 さあ、坂東さんの上がりです。ダイヤオピンフ2000は2600点の上がりです。ちょっともの足りないですけどね、打点的にはうん。かなり枚数がね、少なかったんで、うん、ちょっとリーチって言いにくかったんですかね。そうですね。さあ、トンの四曲です。親は美希さん、現在四番手。 えー、三限牌2枚泣かれていたら残りの杯は切らないってか切れないタイプです今のうちは通じないって場面を何回か見たことあるから、うん、あ静静御前さん絶賛応援してくださいよ徳島女子2人に三木さんの手配はちょっと想像が多めの手配、うん、これは本一だったりとかあそうですね。陳一までもしかしたらなるかもしれない、うん ここまあ、麺本ちいとぐらいには仕上げたいですね。お、うん、お、いい。んだこれなんだこれそしてこちら、この。数品から切ってますね。もったいないな。数品 <laughs> から切るのはちょっともったいないな。なんか、単品3色とかも。あるかもしれないですね。ありそうな手格好だっただけにね。まんずばっかり引けばいいんですけど、ね。単品3色はないか。<laughs> まんずばっかり引くのはありですね。<laughs> 絶賛応援中。さあ、ドラのバービー引きましたね。うん、バ坂東さんは二三四四五六七八八か。8, 8まだちょっと仕掛けるには。もったいないな。お<ー>お。最高。これでもう。全然に、ね。ああ、できたらローピンでやりたいですけどね。そうですね。さあ、三木さん、シャアが重なった。 これで面本一直線か一直線ですね泣 <A> いたらちょっと安いんでサーブロー9万とロー9ピン残りが10分うんドのパーピンだここは9万さあどうだテンパ入るか早くリーチしたいあ今パーマン切っといたら3万でいいベーコンなんですよね本当ですねうん パーマン残しとくとパーマン二枚分っていうだけ。そうですね。でも、リャンマン二枚分は一。一緒ですもんね。一緒ですよ。だったら、いいペイコがある分だけね。なんだ。なんだ。うん,ん。何。トラッカー。 じゃ<万>いいじじゃゃなないいいでですかリーチマンディッ的の一通が待ってるってことですねじゃ待たないでいいと思うんですけどね今6九ピン出ちゃうともったいないですねはい点6九ピンめちゃくちゃ上がれそうですからね次も思い立ってリーチっていきましょうおおどんどん仕掛けがさあどうなる さあここでリーチに行くかどうか。からぎってリーチとかしておきます。リーチしないとねえちょっともったいないな。出ちゃったらもうねえ二千点なんで、はい、さあここでリーチと行きましょう。マチャローキューピンです。二千はないですよね。<laughs> 自分はまだねえやっぱマンガンクラスの手を上がりたい立場にもありますもんね。はい、なんだ。 イーマンのね一種類よりもやっぱりローキューピンの方がやっぱ先引いちゃうことの方が多いですから、ねはい、出るのが出る可能性がもうこのキューピンなんか絶対出てますからねそうですね、はい、リーチかかってなかったらしまあ三さんね勝負どころなんでここ,、はい、こ絶対ローキューピン打っちゃうんでね、まはい、これもまっすぐくると思います、うん、2> 上二人は多分来ないんでね さあ積もった牛皮ンいつもピーピー。裏のライチ。ああ。ない。一三二六。千三百二千六百点のバンドーさんの積み上がりです。はいこれでチャンスが広がりましたね。うん。ミキさんがちょっと厳しくなりましたねこれで。うん。そうですねトップになるには本当残り数分なので。うん。 まあここから先はミキさんはもう最低ハネマンからですね。そうですね、ハネマン、はい、バイマンクラスの手配をですね。すね目指しながら。さあ、参入します。ドラはリアンマンです。親は現在トップ目の堀越さん。さあ、ドラドラの手配。うん、まずまず。そしてこちらナンチャバンドさんです。で<お>、頑固でしたね。そしてこちらが今野さん。そしてミキさんです。 さあこれチートイツ、ね、チートイツいいじゃないでか。ね、ハネマンバイって見えますから、おもおもウ裏とかね、うん、もうすぐ倍イ見えます。堀越さんもドラドラなんですけど、仕掛けがちょっと効かない形なんでね。そうですね。さあミキさん、縦の作りたい。はい。堀越さん,ミキさんはリーチですね。 悪くないんだけどうん,うんどうなんですかねなんかあんまり安い手でそんなに連チャンするのもそうですねどうせ残り2曲ぐらい全部上がらないといけないんでねはい4,000ぐらいになってくれればねもう一安心というかおっ<あ>これいいですねこれいいペーコーできたんで闇点聞くんでね778,000とかあえて7700とかただここに3品が統一だあ,あと1枚3品

もうぴ品でしょ最高ですね,ね一番いいのきたこれなら単品がなくても大丈夫うんメンツができてしまったがあんまりメンツはなうということでここでもうローソン切っていきましたね、はい、さあお,おもう一回いいペコーコチャンスが一歩前進シャンテン、はい 何が重なればダブナンハク本一までそうですね三万を引いて2万で上がってもマンまあ現状でも高いですからねそうですねあ難しいうん,うんなんかよくわかんないんでつまぎっときますかそうですね <laughs> <laughs> 一旦ここはつまぎりあ地位ですねこれはこれ地位ですこれ絶対地位です 5, 嫌がってるのか、はい、もう絶対チリです。えっスルーでした。これはチーリーの方がよかったな九9万場に1枚見えていてローマンも一枚見えていて6九万がそんなにめちゃくちゃいいふうに見えなかったとかですかね。うんのとはやっぱりマンガンクラスに仕上げて、ね、この一局でかわしたい。んでね、うん リーチださあチート1イチの天ンリーチですさあはえっ取らなかった取らない取らないはわからない天敗はね取ってちょっとうんドラマチーにするまで待つとかっていうのありましたよね2万引いたらみたいなのとかもねさあこの9万はポンテンを取りました一数,<万>数万短期3万匹とかからの両面変化とかですかね 数万短気。あ、数万だ。あ。うん、これはいらないけど。何でも危なく見えるっちゃ見える。うん。さあどうなるんだ。あ。あ、これ数万だ。これで数万切りか。 あもう天杯取らないんだいんさあこれは,これは闇天三郎ピンこれやばいぞ紛れましたねちょっとまあただもう受けてるんで受けてるんで3品はねもう出ないと思うんですけどこれ三郎ピンもし上がったりしたらもう決まりになるようなそうですね 三ピンなんかで上がっちゃうと特にね、はい、これ危ないですよこう一旦2ピンとさあしかもねローピンがねいるんですよ2枚山にあさあこれですねさリりゃ馬に振りかわった割もここに来たリーチかあこれでもいいすうそだうんどうする闇点だみんな闇点割もここに来た いやマドラだからねそうですねいや危ないこれはやんんうわ数万だった上がってたいやー数万単金はちょっとねーしにくいですよねそうですねいやこれローピンが上がりそうだなこうなったらいやいすっそーばかちでしたいいすそうがあったはいビーフドライチ2,000点です さあ、何の二曲に入ります。この曲がおそらく最終曲になる。もうプラス一曲なんで。あ、これ、だけだ多分再給食です。え、プラス、つかないの。えー、五十分、五十分、五十分。じゃ、これが最終局です。ですこの曲が最終曲となりそうです。ちょっと条件の確認していきますね。えー、まず、現状首位は、えー、堀越さんですね。三万千九百手持ち。はい そして二番手がええー、今野さん、二九九持ち、はい、ここの差は二千点三。坂東、はい、さんは二六ルで逆転ですね。はい、バンドさん三番手二二九持ち。はい。二六ルで。でも。ええー、今野さんは二千点。はい。同点の場合は。同点はどうなる。ええと、神みちゃん有利ですか。同点はどうなるんだろう。うろう今、今野さんが二千点を上がった場合は、ええー、堀越さんが有利で。合ってますか。 それともえーと<行>この前のハンちゃんの展望とかですかどうするんでしょうかこれだけちょっと多分確認しといた方がね、坂東さんかミキさんから2000点、昆野さんが上がると同点ですから、ね、そうなんですよ、その場合はどういう風な条件になるのかだけちょっと確認したいです かなりね現実的なんでね、うん、それが2000点条件か26条件かだけで全然違うんでね相撲条件の可能性もあるし、ね、ありますねさあこちらは坂東さん初が統一そしてこちら紺野さんですうん。 さあ、坂東さんは。うん、リーズも、ドライチ、裏ライ条件ですかねうん。とかになりますかね。うん、あれ。あらら、あ,あ、そう。ウライチ条件でもいいのに。ここはもう、必ず。二六オールぐらいに、仕上げるって。ちょっと。うん。 自力で初があんこになった時とかのこともかあもう2枚入れなんだ初でもねうん頭でまねそうですねピング系とかでも別にいいわけですもんねリーズもピンフドライチとか、はい、普通に裏位置条件でいいですからねうこういう感じになってしまうとちょっと堀越さんが有利ですねうん あーペンさんそう入ったまあでもこれドラムでも脳天にできないんでそうですね天杯の点を変わってしまうので今の、はい、さんが天杯取った時におそらくお女性2人がね坂東さんと美樹さんが脳天になりそうなんでさあ両面リーチいや両面天杯にしたければここは3万切りになるか3万ださあこれでマンズがメンツができたーーーこれで本来は。 がーあるんで、まあ、サーブローピングぐらいでリーチ打ててたかもわかんないですけどね。あとは今野さんがテンパイ入るかどうかですね。今 <laughs> 野さんがいいそう、あまあちょっと遠いな。 1E ペーコードライチリンさムイ E ペーコードライチにしたいってことかうん数層も黄色いうんああもう満足、ま、部分も払っていく チートイドラタン短期シャンテンか。ああ、ピンとチュンとローマン。ああ。チュンは。トン、初は。トンがまだ一枚生きてる。ああ、もうチートイド固定しましたね。これでシャンテン、嘘ですかね、とりあえず。嘘ですね。キャンソーの方に手をかけました。うん。 こうなるとこれはローピンですかマスす,、ね、すぐ行くならここはパーピンとしましたうん現状誰も転売していませんサードをる。 これ転廃取らないとうん今野さんもね転廃取っとくだけでチャンスあるんですけどねそうですねまあまだ先長いかイい,いストースライドうん一旦やっぱり上がりに向かいますよねうんさあどうだあ<ー>あ<ー>もうそろそろ転廃取らないと間に合わなくなっちゃう 堀越さんが。天敗取るだけで逆転だ。ももだ転だそうなんですよ。天敗ってないんですよ。堀越さんが。天あ、取れない。あと一回,回。うわー、あーーこれで。ノーテンだ。さあ、最後の、最後のつもで。最後のツモで天敗すれば。今野さんの勝ち。はい。天敗なければ、堀越さんの勝ち。はい。さあ、何を引く。 テンパらなかった感じだか、今のは。あ、急走切るってことはテンパってないですね。さあ、全員の点で、えー、っと、敗者復活を制したのは堀越さんということになりました。ああ<ー>。うん、ちょっともったいなかったですね。なんか。大衆はんちゃんは、んちょっと条件が全員あっただけに。 それに向かう手作りがちょっと難しかった感じですかね。町というリにこだわりすぎちゃったかな。まあまあ、出上がりでオッケーなんでね。ただ、つもが、つも条件もあるんで。つもって裏一条件ぐらいだったらね。そうですね。全然やってもおかしくないですけど。はい。敗、え、者、ーはい、復活戦を、えー、見事勝ち上がりましたな。堀越さん。という結果になりました。東京代表。東京代表。代表残りましたね。残りました。はい はいえー残すところは本日のね決勝戦のみとなりますはいえー、続いてそのままえー、最終戦の対局となりますえー、それまで準備がございますのでこちらをご覧になってお待ちください 皆さんお待たせいたしました、はい、え本日は大阪にあります株式会社ホウショウルームより、えー、麻雀最強制2022、えー、シニア最強位の模様をお送りしております、はい、実況担当します日本プロ麻雀協会の夏木君ですよろしくお願いいたします加藤哲郎ですよろしくお願いします毎年行われておりますシニア最強位決定戦今年はレギュレーションが変更となりアマチュア最強位決定戦の出場権は、えー、ありませんがシニアで麻雀一番麻雀が一番強い人を決定する大会と そして開催しておりますはい、えー、残すところ決勝戦のみとなりましてですねはい、はいえー、決勝戦のですね組み合わせなんですけれどもまずは一組から予選勝ち上がりました夏狩りさんを作るはいそして二組からは沢田さん三組からは解散そして敗者復活を、えー、見事制したのが堀越さんという四名での対とにサバーが2人はいながらと東京からお一人か。はいいうことになりましたねいやーいよいよ決勝戦になりました、はい さあ画面が切り替わりましたら、えー、決勝戦を開始してくださいさあ各社お辞儀を授業しましてまずは並びの確認から参ります t 茶はラツ狩りさんそしてなんちゃが堀越さんシャーチャーさん、ペーチャー沢田さんの並びですとんの一曲ドラは数そうですさあ今日ね勝ち進んできた四年での決勝戦です、うん さっそくドドラドラが見えています初がイツいや敗者復活はねオーラスどうなることかと思いましたが、ね、見事堀越さんがね何とか進出しまして、ね、まあ月もあるんでね、はいはい、こういう時っていうのはただ他三者はもう圧倒的な。 勢いだけ言うと甲斐さんのね,そうですね勢いがすごかったですよね。すなんか上り調子っていう感じでしたね。うんさあドラの引た甲斐さん予選の勢いをねそのままに決勝も頑張っていただきたいですが何、はい、といっても今局は親がちょっとドラドラで役杯も統一なんですよね。あ本当だ 仕上がった時の打点は高そうですが、まだ少し時間がかかりそうないです,ね,かかんですね。発がまだ山にありますか？ここありま、ね、こ,こに一枚ありましたね。次でそうですね。そうですね。手が進めばこの初も出てくるか。はい、さあ嬉しいローピンだ。はい、あ、源さんお帰りなさい。やくまさんありがとうございます。今回は本音で書いてくれた。 いい感じだ。決勝の制限時間は八十分ですね。さあ、誰が勝つのか。うん、なんだ。うん、両関係ですけどどうする。三万ですか。一旦ね。一旦三万になりました。はい、ここで両面にな。 けどドラは数層さあ初が出たこの初を仕掛けてもう先にロウソウを切ってドラドラ固定としました <laughs> はいさあ嬉しいこの2万いい手っぽいも見えますよいい手、ね、もりましたねさあローマンうーん難しいですねここは急層切りとしました単野をつけたいっていう感じですかね、うん 親のね仕掛けが入っていますがそんな早いかって言われると皮を見てもそんなヒントがまだないんですよね。はいはい、さあ先ほど急走を切ったところここは切っていきます。かみちゃんの甲斐さんもねなんか泣かれる肺を切りたくないと言っても何が欲しいのかわからないですよね,、ま、ねこの皮だと。はい 絞るに絞り切れないし、痛 <coughs> い、たい。まあ少なくとも数走は打ちたくないぐらいですか、はい、本当に。さあカンパーマンが入ったイーシャンテンでした。いいーウーマンのくっつけは見なかったですね。はい、すねもうピンズのくっつきと。 まあ、数層ポンとか数層あんこの時の量計だけを残した形です。はい、1>, もう1万2000上がる気満々って感じですねこのウーマンギりは。<laughs> <laughs> ローマンがあんこになったこれでいいシャンテンです。 ここはスーピン切りとしましたさあ仕掛けてテンパイも取れる形ですが町は甘露宗になってしまいますけどどうですかねとんとかをすると,、まあ、と仕掛けなさそうですけどねうんあとちょっと親のね <laughs> こう仕掛けも打点が読みにくいので、はい、そんなかわさなきゃいけないような手なのかどうかも難しいところですさあ更にね仕掛けられる形が増えましたが。うん マンズはいらないですが。鉄鉱。鉄鉱とかはありそうです、ね。うん、なるほど。方からなら。まだってことですかね。ね<え>あ、自力転売か。さあ、これはリーチに行った強気だ。パーマンが。いいんじゃないですか、これ。パーマンスと三層のシャンポン町。はい 3層がドラ表示牌の1枚に見えているだけなので残り1枚とパーマンは手の中で1枚使われているバニーは0枚ということはい1枚ずつ残っていますまだあるんですねあ<ー>こ,こ,ここに来た3層さあまっすぐ行くならパーピンですがパーピンは取っていないあーリーチがかかってるんでねここは小層の現物切りとしましたさあなんだ残るはパーマンの1枚だけだ澤田さんも行きたい おかしいですね。さあ、夏狩りさんはね。パーマン掴んだらデビ,ビってしまう。ローソー,ーこれは天パを逃してしまった形が、ね、ローソー通っていませんが、把握<ー>い縛っていきましたね。これ寿司になったんですが、まあでもドラッグそうだし、出てこないですかね？カウンストパーピンを切れば天パイパーピンを取っていない。 でも山に1枚いますね本んとだ甲斐さんは安価できるので包重はないですねさあこのパーピンチ位点が取れます出ていく数万はリーチには取っていませんここはチイしてテンパイだ数相、うん、とウーピンのシャンポン待ちの天ンなんとウーピンが残り1枚数相はもういないか、うん ウーピンかパーマンか、まだまだウーソーがいるか。遠回り一の中筋の範囲ですね、うん。まあ、これは取っています。ダャン層は取っていない。うもうギブアップか。まあ、チートイツのいいシャンテンで。ああ、キープしながら。 いいぞ、ーーが通りましたね。ウー,ー,ーマン。っていうことは。パーマンも出そうですね、これ。うん、切っちゃいますね。ウーマン掴んだら出ますね。ウーピンだ。ンだ上がったのは夏狩りさんだ。初ドラドラ五千八百点の上がりです。 さあしっかりねパーピン落ちして押し切って、はい、5800で上がりきりましたさあ夏りさんの親番がれんちゃんですうんやっぱり決勝なんでねこう甲斐さんも澤田さんもしっかり押してね <laughs>、はい、<laughs> ぶつかりましたね手が <laughs> さあ一方ド取は3ピンです トップだけなんでねうーんさあ親の手配はどうでしょうかドラの3品が1枚あるまだ皆さんにはってないですねさあこちらだんこっちですね失礼しましたシャーガンんこですねそしてこちらがなんちゃな堀越さんピンズメンツでありますねドラメンツ他はまだちょっと形苦しそうか チャーチャーの解散ですチーマンこツーマンといツ。そしてペーチャー沢田さんと初がドイツまあ仕掛けが入れば決着にも目は早そうですがうあ、ん、風邪そんななんかこう予選からもう見ててんもんなんですけどあんまりこう、うん、しっいっぱい仕掛けて安い手でみたいな感じのまあじゃあもうあんまり皆さんされないですよね、はい ただ早速、今回は初の仕掛けが入っています、澤田さん。さあ,あ、チュンが重なった堀越さんのはい、ここにチューンが一枚浮いている。まあ親がね、5%上がったんで、ちょっと蹴りたいかもわかんないですね、皆さん。もう5%上がった後に4000オールとか言われちゃうと、結構決め手になっちゃいます。 さあこれで一緒ペン,テンションってだ関数層が埋まったオー,ーピンからまあまあ産品ドラですねドラの産品と自身のダブトンくっつきってことですね<め>広くなったただ親がすぐそこにいますこれはパーソー切っています

でも、澤田さんの瞬間テンパっても、親のリーチ来ちゃうと、またちょっと話変わってきますしね。あさあ、このテンパイは。はーね、取らない。ないこリーチっ言われると、まあまあ止まりますけどね。周りは生きにくいですよね。だって、数ピンしか、まあ、数ピン、三ピンもあるのか。うわ、二アンったなかった。ったすごいな。 チュンをポンしていいシャンテンですね堀越さんさあ3万をポンするとテンパイだ町はペンチーピン、うん、さあそんなチーピンが堀越さんから出ていきそうな構えもう一回テンパったがもう一回外していくあー、まあ、リーチって言われると出ないんですけどね、うん、今の3万も出ないでしょうしさあパー 九品短期に変えるか、ね、ここはパーピン短期の方に変えた。これ、ホルボイスさんのツーピン助かるかも。そうですね。あ、あ本一にいった。はい。これなら漫画になりますもんね。うん、あ、このパーピンでも。危ないかもからない、ね。逆に。逆に危ないかも。ね。

じゃこのパワーピンはすぐ何かに変えたいとこですね。そうですね。なんかいい持ちありますかね。ああ、なんは振り転か無理だ。<noise> 手の中で三暗刻ができてるんです、解散は。はい。数層。何か重ねたいですね。はい。あ、これは。六九層。 ようやくいいチになった。ロ、はい、ーマン。三万はポンされている。差し子の三色がありますからね、ここはローピンと。いやーこれは。パーピンですね。パーピンを切って。ロキューソー。ロキューソー。オナテンだ。はい。ピンのほう切れましたね。ね<わ>お。三万個できた。 半ウーピンの天配。さあこれもう一回選択です。ドキッさ危ない。耐えた。耐えました。えウーピンすり抜けた形になりましたね振り越した。はい。さあどうなる？なんだ？スワンコタンキ。あ <laughs> スワンコタンキー。マジで。さあ選択だ。どっちだ？ここしっかり慎重に選びたいところ。

スワンコウタッキー見たかった。ーーすげえ。いやーまさかの。あそこからすごいな。めっちゃ毎つ確認してたさすがにやっぱりロケってよかったですね。スーピンでもあと二枚いました。いましたね。ないーーですね一撃で決まるとこでしたけどね。佐藤二曲バラハクです。

さあ何があんこになったの津りさん。惜しかった終案校、加藤さんから賞金出たのにいや、本当に賞金欲しいぐらいですよね。終案校上がれたらここで。じゃあから出ましたよ、多分探偵統一が増えていく。どんどん統一が増えていく。そう重なった。さあ、ですが今曲はね、う堀越さんの手、ね、みんな統一が増えていく。 こういっぱい統一が増えちゃうと本当に両面が入らなかったりするんですよね。はい。りさんはベン<ー><あ>酸素を吐いた一応いーシャンテンですがンンどうですか？ベンチション悪くなさげですね。一人がでも。 夏狩りさんだけがちょっとソーズが残ってんのかなっていう感じですけど、んなんかペイとかソーズ伸びていって重なったりしたら<あ>、う夏狩りさんはソーズが欲しい、ペイとそうなんですよ。さあここは関在の難を関せずに持った形でいいシャンテンキープとなりました。あ、久しシャンテン。本当ですね。さあ今曲ちょっとぶつかりそうですね。テンパったらアンカするんですかね、夏狩りさん。 でもトップ目か、いやでもこの展望ーー、でもこの展望で逃げるのは無理ですんで、ん大体ね。あ、トラの白切った。わリーチだ。さあリーチだ。高め三色。サブローマン待ち三万だと三三色です。場には一枚。で澤田さんが二枚持ってますね三万。 ロマンの方が多いですね。じゃあ、うん、またゴツゴツした手配ですが、パーピンワンチャンス一枚ぐらい行きます一旦。そうですね。倒していきます。ウーピンも比較的切りやすいですよね。三ピン,ピンこれ飛んでない。三ピンが三枚飛んでるんで、うん、比較的切りやすいウーピン。<laughs> また数万個みたいなとてます<笑><笑>、まあ。リャンピンを切るでしょ一いったんンピンですか。さあ、うん、どうだ。ね、ウーピンはね、ききやすいですね。あの、つがりさんは先ほどもパーソンを抜いているので、ここは八九と払っていきます。甲斐さんがテンパったら、どうするか。数万と数ピンと。 あーもうここでウーピンを引いてペイの統一落としに回りました、はい、パーピンは先ほど通していますローマンがここに来たローマンあと一枚ということは3万もあるぞこれローピンで上がるか3万で上がるかで全然打点が違いますからね三、ね、万1枚ローマン1枚かな <laughs> さあこれで ツですか1枚切れなんですが安全に行くならパーソーでチートイツのいいシャンテンキープと違うマンズださあ,あ何を引いた今いらないさあうこれは取っていないここでカ通ツの な何う一枚払っていく。いやーサブローマいるんですけどね。返した？追いついた？追いついたこれ。あ違う。っっちょっとよれましたね。ローマンとか入れて追いついたら。ーい,いらやホント吸収してねあるかもしれないパスワードっています。さあどうだ色可サブローマ。違う一本足りない。 まあチートイツテンパったらローピンを勝負するんですかね。ローピン。あ、できそうですね。でパーピンが三枚切りで三ピンが。取ってるので。一応、はい、チャンスなんですね。六九ピンは。テンパった。ウーマンスーピン。ウーマンスーピン。ウーマンは取っていません。スーピン一枚。 いいピン現物だ。硬いですね。うん、まあ、自身の手は天敗とはいえ打点は伴ってないですよね。はい。あ,あ、とは澤田さんが天敗するかどうか。 夏刈さんと堀越さんは、あ、堀越さん、夏刈さんと甲斐さんは少し受けたさあ、まだいるぞ、三万。積もれるか違う。このままいいピンですかね。さあ、かなり残り順面も高くなってきた。さあ、テンた天した。シャアから。 ローピンを通りそうですよね。でもローピン切らないとテンパイじゃないですよね。はい。これ切れそうですもんね。さあローピン切って、シャータンキテンパイなんですけど。シャーがここに一枚。に。バニ。え?。あと二枚。二枚いるぞ。あ、ここに来た。うん、これは出ない。じゃ、残り一枚だ。もう三ブローマン引いたら変えますか?。 あそ3万んんは帰れないんだ数万よりはましなはいということでシャアを切っていきましたさあいるぞサブローマンうーん積もれなかった天杯取り切った強いなかのワン満イか三万あ一1枚切れだったんですねさあ森、えー、越さんと澤田さんの2人天杯で流局となりました 沢田さん自身でシャー1枚切ってたんですねあと2曲一本場親は堀越さんですたらは涼品さあまだハイパイは見えませんがどうだおっと

間違えたくないなぁ。こう親でドラアンコのハイパイもらったときってもう本当に慎重になりますよね。間違えたくないです、ね。<laughs> 本当に。絶対間違えないでそのまま一番最初のテンパイ取りたいですもんね。さあリアン両層になるかっこ,こは。両層か。あといいピンと、ね。ありますね。どうせもうドラアンコで使いたいし。はい 三が入った時にね、二三四五って繋がるのが嬉しすぎるんで。で、アンソを残して、いいピンとか、聞いたいんですよ、ね。そうですね。それもありますよね。他に頭があれば、別に。いいんですけど、頭がどうせないんだったら、もうピンの下ブロックを、頭固定しちゃうとかっていうのもありますよね。ねはいまあ、三とか聞いても、単用以降なんで、んあまりね。そうです、ね。痛くないんで。 ドラさあちょっとゴツゴツしてきたゴツゴツしてますねうんとはいえ仕掛けるにはちょっとチューチャンパイが多すぎてす、ね、仕掛けはちょっと難しいです、ね、ローマンウーソーのポンポンとかはちょっと難しいですかうんあんまり見ないですね奈良シャンだったらね出た奈良シャン横を泣くとね 隣が出てきや使いにくいですから。はい。おいいサンめちゃくちゃいいの入ったな。新鮮ですね。解散強えな、うん、いな。イマン直接。はまっすぐ。まっすぐストレートに行きましたね。 ああ、統一感庫かっていう感じでしたねここは。入らない。入らない。さあどうだ。解散のリーチにも降り合いですからね親は。さあチーマンこれはまっすぐ打つなら入らないハイです。うん、さっき切っていきます。あとさん苦しい。さあどうだ進むか進まない。

うーん。カイさんはじゃあカンチーマンが2枚切れになったのを見て、カンチーマンたッ払っていった感じですね。うん、さあ、ちょっと順面も立ってきましたよ。堀越さんの手配ね、先ほどで、ね、チーピン切ってるんで、チーピン周りのくっつきはもう受け入れられなくなってます。ヤンソ これも切っていくそうですね堀越さんもなんとかしたいんですけどねうーんただ動けないんでねこの手そうなんですよねそうなった時にやっぱりえ、ね、いいピンが結構邪魔になっちゃってるんですよねもうこれも広えないか目が深くななれればなるほどねこれも佐藤さんもリーチ打ちたいんですよね さあくっつくくっつかない <laughs> うにゃんめんゃんめんになったどこに頭を持ってくるかですねここは3ピン切りとしました、はい、さあこれシャンポンじゃないいやみてんかんにゃんまんあいたい これはどうなるなるんだうーん、どっちがですかパーソーですか一枚切れですうんあもういいマンとしましたよあ <laughs> こうなるとちょっといろいろあチームしなかったもうテンパに取りに行ってないですね

そうでしょう。ちょっと切りにくいかそうですねちょっと切りにくいとはいえ何も現物がないスーピンかああそう最終手出しはいいもんですよね いあのドラあンこの手いテンパラダインですか、うん、ハイパイをもらった瞬間はねもうワクワクしていたんですがまさかのテンパイが取れずこのまま流局となりそうかリャンマンここに来ましたね、うん さあ澤田さんの一人天配で流局となりました。各社一歩も譲らない展望状況。さあどんな三局で突入します？日本場です。日本場ですね。すねはい。小山海さんです。 現在一万五千二百点持ちの四番手、強託が二千点あります。<laughs> なら何です。さあかえさんの手はい。もう一回目の四枚がめっちゃ良かった。もういいんじゃないですか。もういいうもういいです。<laughs> めちゃくちゃいい。 三万ぐらい引きたいですね。三万かウマ引きますじゃあ。三万かウマしたいか。ちょんちょんあたりでねちょっと、うわなんか両面できた。いいじゃないですか。<laughs> とりあえずまず、うん、グケ、ね。一枚枚ぐらい切っちゃいます。一、うん、枚ぐらいね。とりあえず今から。さあこちらなんちゃ草だ。にさしとかもちょっと見えます、ね。あります。さあ他が悪い。うん一人旅か。 もちょっとペ,ーちゃでペーが重なりましたねさあこれでもうめちゃくちゃ面単品に沢田さんはちょっといつもとい一系も見えるような手配ですがどういうふうな進行になるのかさあペー1枚目打たれましたが堀越さんは仕掛けませんでしたヤンマンあいいペイこうできたこれでチートイツも メンチでも両方イーシャンテンですね。カイさんもイーシャンテンだったんじゃないですか。メンチで割りアシャンテンか。カイさんもイーシャンテンですね。でしょ。ただちょっと余計残りなんでどうするかという感じですよね。うんまあ、そうですね。酸素周りにね、うっつくか。チーマンがもうあと一枚しかない。なんだなんだ。急に。

となるともうじゃあ3層からの横伸びぐらいですかねあとはそうですねんくっついたぞこれ <laughs> でっ3点あっ中途一天杯ですどうしましょう一旦数ピンあ取りました天敗 スーピン短期のチート1パイが入っていますただこれ現状上がっても1600点何かいい町に変えてリーチを打ちたいですかうん理想どうでしょうーーあ,あフリテンだん,ななんかどっちかあんこになったらリーチイペーイコンのシャンポン街とかにね、うん さあこれでペイペイですか？ピーク系のイシャン店。いやあ<に>最高だこれ。はあ、嬉しい。さあこれでするパーマン。マンズどうしますパーマンとか切る？パーマンを切っておくと三万引きからのに差し三色とか結構見える感じですか？うん。さあここはンマンとしますか？うん、パーピンはうん単回できますか？パーピン短期のリーチはどうです？微妙ですか？ ーピン短期ですね。微妙ですね。急ピン早い人が一人。中盤に切ってるのが二人と。何なかなか間違えれないですね。うん、さあ、どうだ、テンパ入るか、俺はスライドか。うん。 何ですかこれはスピン？違うスピンか。スピンとスライドしてましたね。十万のフリテあ、これでちょっといいんじゃないですか。こうチーピンチーピン見えて。はあ、じゃあパピンターンキー。リー行きますか。そろそろ。あやったあやだ。ちょっとラメちゃいましたね。さあ。 考えてますね。パーピン短期でもう行っちゃおうかなって思ってますかね。うん、これね。ね行きましたね。はい、さあ、パーピン短期で澤田さんがリーチと行きました。さあ、このパーピン短期。実際にいいんですよね。風景良かったですね。今。さあ、三山です。山山。一発まである。ああ<ー>、<わ>一発キャッチだ。ええ、むっちゃうんじゃないですか。我慢した。パーマンだ。 ない。いや歌なかったですね。うん、自分がまあ転杯のがしてるんでね。うんそれも大きかったですかね。うわあそんなことありえるの。どうします？一旦リアンマンぐらい行っちゃいます？リアンマンかローマンか切るのか。うんリアンマンだ。 あーパーピンここにも来たここはどうですかねチーマ万もパーピンも通っていないもうここでギブアップ、うん、さあ残り1枚になりましたパーピンたき、うん、確かに闇点なら上がれそうですがリーチというとね周りがなかなか打ってくれないんですよねさあこれは数万とローマンの比較になりそうかまたは数ピンっていってもありますか さあここはただ、目いっぱいローマを切って押していってますね。うーん、まだ1枚いる。そして復活転敗もある。<ん>何パーマは取っています、現物です。いるか、いない。 うーん六万ローマン一旦ローマンですかねローマンパワーマンって通りますねはい一応テンパイのチャンスありますねまだローマンパワーマンでんこんな4枚目4枚目ですよこれこれ無理ですよ だってこれチーピン切ってたらパーピン切っちゃいますよね。そうですよね転廃したら転廃したら出てちゃってるから転廃らないこれでなんだダメだ転取らなかった、うん、が澤田さんのツボがまだ残っている、うん サパーピンがいるかどうだ。違ういない。さあこれで十局となりました。澤田さんの一人天配です。このまま強奪が三千点ある状態でトンの四局に進みます。トンの四局三本場親は現在トップ目の澤田さんの親番です。 三万二千点持ち。ドラはローピンです。うん、なんか良さそうですね。ソーズ一面子と両面。お愛、はい。これはいい。ピンズで両面もできた。さあ、これはだいぶ勝負になりそう。うん、そしてこちらは。ドラはないですけどね。あゃん夏狩りさんもいいんじゃないです夏狩りさんいいですね。 でリ越さんただ今回って京が3,000点とはい本場で九0 0点、はい、上がったら何球からプラスでもらえるわけですよそうですねまあでも待ち次第てまあ店舗の順目次第ではリーチいくでしょうねこれ3900は増えたところでまあねえ トップ目に、ちょっとぐらい近くづいても、あんまり関係ないですからね。決め手にはならないんで。一歩リードぐらいですか。そうですね。さあ、ただ、かいさんは仕掛けがきく。かいさんは仕掛けそうですね。トンもペイも。落配です。はい、何でも仕掛けそうですけど。私なら。もはや、トンペ待ちにしたいぐらいで。いいシャンテン。 浅草。まさかの単品系のイーシャンって言うんですよ。これ九万もポンしたいぐらいですか。うーん。九万泣かないんですかね。どっちみち上がるんだったらなんかね役配で上がれそうですしね。うーん。チラ。 そう,そうこれは地位かこれ地位でいいんじゃないですかまあ愚形部分ですしねこれあっ <laughs> 泣かない泣かなかった香沢に気を取られないさあ熱狩りさんは6七八で両面の地位からそしてこれで天杯町はカンチーマンですさあ全部山に残っている三山田原さんインシャンテンうん ただこれリーチって言われた瞬間にきついですけどねさあトムをポンしてカ斐さんのイーシャンテンさあこれはどうしましょうどっか両面固定しますかパーソーとかてまあまあパーソーじゃないですか一枚入れにりですね単要が崩れてしまうかもしれない押さえつけられるかふんさあチーマンのより先に転配できるか 2万これはいつもゲレですか？4万が1枚ゲレです。スチーマンがマンあこれで選択だ。スチーマン。パーマンだったら上がってたもしかしたら。<laughs> 本当ですね。みんな硬いから強たくたまりますね。そうですよね。あでもスチーマンも結構生きてるよこれ。 ヤンそうかウー,マンウーマンですか？漫画。ウーマンですね。ウーパーマン。<laughs> ウーパーマンだったかーってなりますね、うん。あ、これは危ない。あ、出ちゃう。うさあ、これは方銃だ。夏狩りさんの上がりですね。単葉ドライチ2000は2900と共託3000点を回収して納入します。2100バックですね。うん、はい。 さあ南乳です親は先ほど上がりを決めた夏狩りさん京都を回収したのでトップにまで出ちましたね、うん、ドラは三層ですまだただねトップ全員が見えるような展望状況マンズで一面つーズドラ受け両面があるいいですねうわいいんじゃないですかソーズがいいぞチョはどうだ ああいい <laughs> ドラドラにまでなりましたよええー。これ,これ決まるとかなり決定弾になりそうな、はい、これ決定弾になりそうな手格好ですうわそれれただねドラえ3、うん、層か難破ですしねうん単純にかそしてこちら解散うんさあ和田さん圧倒的に親がいいうん。後の三人が、うん かわせるかどうかですね。ただ、他のさんにも、なんか、かわすような手配でもないですよね。あんまり、なんか。かいさんぐらいか。かいさん。かいさんがね、ちょっと、かわせそうな、低格好ではあるんですけどね。さあ、どうだ。手はいらない。 堀越さんペンは仕掛けませんでした、うん、ここはチェルコーあっこはさすがに仕掛けると思うけどこう遅いなうんうんですから、ね、まだ出てこないですよね,すねまあまあある程度形が整ってからのが言っちゃいいんですけどね。逆に今だと泣きにくいもありますよ、ね、はい渋々泣いちゃうことになるんでね <laughs> 今だと 進むかなかなか進まないこの年までマージャン打てて最強戦まで出るとかっこよすぎいつまでも青春したいって困、はい、そうですねでもマージャンする人にとってだんだんいいなんか時代になってきましたよねんなんかちょっとほら 後ろ指刺さ,されるじゃないけど昔のイメージみたいな、ね、イメージがねだんだんやっぱりクリーンになってきたじゃないですかそうですね <coughs> まあそういう店も増えてきてますしね、うん、入りやすくなりました、ね、入りやすくなってますよ、ね、ま本当にすごく身近になったというかう女子も多いですしねリャンピンだ女性増えましたよねーー増えました本当に こういろんな雀荘行ってもこう一人二人お客さんにやっぱ女の子いますもんね。いますね。さあどうする両面固定か。ね頭はあるんでね。うん, <laughs> うん。うちょっとずつ全身いい。おもうここは固定しましたね。はい さあ、これで、ターツ選択なんですけど、作業<も>するなら、嘘チーズですか、うん。そうですね。泣かない構えだ。期待しないと、ね。小さく言ったんで、パ抜走の受け入れがなくなったんですよね。さあ、両面両面に振り替わった。振りあ、フリテンか。あ、フリテでも、もっときたい。らい残してても、よかったかもしれない。はい

薄いけど。まあ、マンズも振りてなんでね、で、あんま切ってるんで。なんだ。ここはテンパイ外していきました。ピンズ四連系で持ってくっつきに受ける形。さあ、ピンズだ。これで、一旦なんかとなりそうですか。なんか二枚切れ。ただ、初の二枚切れで仕掛けられないのか。ピンズ引けるか。 いた。フリテン解消。あ、<ん>違う。うん,ん今アピ、リャンオーあ、フリテンじゃない。アピンがフリテンなんだ。だから、取らなかったんですね。うん、ただね、矛盾も深くなってきたんですが、もう、数層なんか引くとね、二三色。うん、そうですね。あります。ね。いったっけ。数層がまだ二枚生きてますね。まさかの。数層がどこにいくかで。か酸素。 嘘,嘘か?。あ。え?。もう天杯外した?えー。ええ。お母さんはもう。無茶しないってことですね、この曲は。はい、ここじゃないと。いやー、夏枯れさん、天杯しないんですか?。 苦しいさっきから親のいいハイパイの時みんなちょっと空振っちゃってますねうんうんです急走で小そ,そうかさあこれでいいシャンテンですね澤田さんウーピンが食い流れてしまった あーでもこれのテンパイもあロウソチーテン取らなかったほんとだもうもう何も無茶しないってことなんですかねさあこれでテンパイリウソ闇点ですウソだといいペアコがつくので上がれますえいるじゃないですかウソウソ2枚いるんじゃないですかまさかのががまさか2枚いる うわいい、い違う。これチー、ちいてんね、一応テンパイとるんじゃないですか。もうね、かなり順面も深いですが、はい、ここはちいしてテンパイ。ね、役はありません。入ってた。<laughs> まさか。<laughs> まだいるのかと。ラスハイ。ラスハイ引いてた。えー、でもね。いや、嘘、いますよ。あ、違った。 これ天杯リアン,ンソじゃなかったら、よかった。かえさんはもう受けてますんね。えー、天杯違な。違いますね。リアンソさあ、これで流局です。親の夏狩りさんとなんちゃ堀越さんの二人天杯で流局となりました。いやー、持つれますね。うん、皆さん振り返嫌いますね。自分も残しちゃいます。 順目が早かったら嫌ってもいいかなとか思う時もあるんですけど中盤以降になるとやっぱり自身のテンパイとかもね,ね<え>やっぱりもったいないんだよねうんさあ何一曲一本場ドラは白ですえのつがりさんの親番ですね、はい、ちょっと今映ってませんが今映ってるのは堀越さんの手配、はい、堀越はいいですね そしてこちらですね、堀越さんが今つまばんです。急走が重なったそうとメンツスイッチャーが置いててない。うん、そしてこちらペーチャソーダさんがんドラの白がといつ。ああでも重たいな。その他の部分がまだ厳しそうですかね。めっいい。親の夏狩りさんがかなり早そうでしたね。ねああパーピン入った。となると堀越さんもいいですよ。これどうしましょう。う一旦チーピングルとか。 急走急走はうんなるほど、ね、頭がウーマンになっちゃうんですが、うん、急走からくっついた時に7八九三色とかが見えるっていう感じですかなるほどねいいシャンテンさあただ夏刈さんが早すぎてちょっとねえさあドラの白が泣けたドラの白が泣けると逆に夏刈さんがねちょっとテンパイ遅れた時に、うん、リーチかけない可能性もありますねほんとですね さあ実際はねまだ澤田さんの手の中はこんな感じでもうあと2風呂ぐらいしたいは <laughs> いですよね、はい、急走これはいらないウーピンから先に切っていきますピンフのみですし自身トップ面なんでねあんまりこう漫画に報酬抽選みたいなのはしたくないですよねできればねさあこれはいいピンかもう何も切って目いっぱい力入ってますね ああなんだおっと嬉しいチーソーなかなか転売しないですね6マ万とイスースピンのイいシャンテン、はい、パスはいらないうんトリコスさんもね手形悪くないんですけどねさあ両層があんこになったどんどん広くなっていきましたこれは両面固定のままおっといいシャンテンまで来た 一旦スープピンですね。うん。やめやめ、いいシャンテン。はい。まドラポン入ってるんで、一旦かわして親番持ってくるっていうのもありますよね。なりそうですね。はい。さあ、天敗。やっぱり九、ね、万待ち。さすがに。ドラポンで、手代わりが結構あったんで。うーん。って感じですかね。さあ、入り目によっては、澤田さんのローマンが本社になることもあるか。 いやーこれやっぱりリーチきにくいでしょさすがにでも万が一なんかちょっと危ない範囲持ってきて降りちゃうと佐渡さんが上がれちゃうパターン上がれるパターンありますねさあ 子さんここも両面固定してもうあの絶対リーチ棒を出さない構えにしましたねリーチだた,ただ天輩が入った甲斐さんのリーチ町はカンチーマンいやでもリーチ単屋をまあ甲斐さんの展望状況だと確かにおぉまあまあ起きてるお漫談機怖いつもった積もった夏枯さんの積も上がりだ つもピンクイーペイコー1300は14オールオール1400オールいつも上わりですさださんはね宝珠杯ですからねうん、はいまあ、ちょっと離れちゃいますけどねはいさ、まあ2本場ですね何の一局2本場です 菅谷さんのワイが続きます。三九四丸一持ちですね。今四万点超えましたね。ました。あの強奪かっさらってからのそうですね。じわじわ。じわじわが大きいですね。ね大きいですね。じゃああと一、<noise> ーイツソウルシタメンツ。 今回そんなにハイパイ目立ってよくはありませんが一旦ーピンとか吐くからですかねここは吐くからそしてなんちゃの堀越さんの手配なんかゴツゴツしてる<ん>早そういいですねえヤ野を確定しそうな甲斐さんですね今つってるそしてペーちゃんのあださん いやー、いいの堀越さんですかね。そうですね。ここでも三色もありますよ。ちゃんと三色とか。七八九三色が見えるか。そう,そうどんどん対応になっていきますね。澤田さん。うん。あ、<ー>ちゃんと三色だ。本当だ。 役派ですね。さあ、イーシャンテンです。カンサンマウッパーマン。うん、トップ面のオヤマンですし、ここカワスチーテとかもあるんですか。あるかもわかんないですね。自分で上が。マンガンとかリーズモタンやウラみたいなマンガンにもしたい気持ちもありますかね。あ、これでシャンプーもある。泣けばすぐテンパイ取れそうなんですよね。はい、ただ。 うーん1,000点上がったとてあんまり価値があるのかどうせならねマンガンクラスに仕上げてさあリーチだ先生リーチ町はウッパーマン、うん、これでリーズモタンやオーライチとかでね二千四千嬉しいですもんね三枚残ってますね町のウッパーマン三枚どころいいですかうん うん、ウーマン二枚とパーマンが一枚。あ、まあ、あーここに来た、二枚だ。パーマンなくなった。ウーマンだけですか。ウーマン二枚だけ。ちょっと簡単に出る配囲ではないですからね。出なさそうですね。ーウーマンここも入りますし、ここはウーマンいらないけども。あ、もう。 でトップ目ですからねそうですね。はい。伊達アップで言うならリアンソーローピンのアンカンとかですかねリアンソーナインかリアンソーナイですねねローピンのアンカンだけですね。よシー<お><れ>ソーとかどうですシー、ね、ソー行っちゃいます追いかけなきゃいけないんで行きますねビハインドですもんね行かないえー、行かない硬い たいですね。勝負しちゃいたくなります。おっとかいさんにドラドラの手配。うん、先ほど打ってもチームワンとかも切っちゃってるでしょ。一旦ここが三万としました。うわあ。入ってなかったか。まだ,いやまだです、ね、まだいいチャンはい。二筋を刺さなきゃいけなかったんですね。 ー、はあ、ピンこれも通ってないうじわじわ押してますね解散さんそうですね <coughs> 他に切る範囲もないんですよね解散さんの手牌。スッパーマンは切れないやたるしそうそうそうピンローピンパーピン全部うそピアン うまんここに来た残り1枚か残り1枚 1> さあウーピンがこれで取ったカイさんこれでウーピンパーピンっていけそうですねさあ澤田さんもパーピンの筋ぐらい押せれそうですかそんな現物ですね<ー> <laughs> あー積もったウーマン最後のウーマンだいい1つも単野裏はない戦2千は12002200のつも上がりですこれででもちょっと戦えそうですねまだはいそうですねさあ難の2局に入ります親は堀越さんです、はい ちょっと残り時間も少なくなってきましたし、ね、ここでちょっと大きく上がっておきたいか残り時間との兼ね合いもありますからねうそう、今ちょっと選手の方が手を挙げて時計を止めてもらってちょっと範囲が1個上がってきてない感じですねそうですね山の枚数が少しおかしいのでちょっと宅のトラブルですかねこの時間はね、えー、と時間は止まりますから。 さあ、卓のトラブルで一時停止しております。えー、現在夏狩りさんが三万七千九百点持ち、そして二着で堀越さんがえ二、ー、着すみません澤田さんですね二万八千二百点持ち、三、えー、着堀越さん二万四千八百点持ち、そして海さんがえ九千百点持ちと。 特にホーム目立った落ちとかはなかったんですかちょっとあの,のトラブルでしております。はい山、山下げないと危ない、はい、危ない危ない。山下げないと。山下げてやらないと。あ今ちょっと宅のトラブルで。うーん。少し止まっております。さあ、堀越さんは、えー、上とは。 オール1回でトップ面にまで立つので何が目指しながらみたいな手配信行になるんですかね。そして甲斐さんは残り時間もあるのでなし自分の親番を持ってこないとちょっとねトップまではね,でね子供の打点だけではちょっと見えなさそうなので、はい、今ちょっと滝のトラブルで少し休憩を取っております。戻りましたでしょうか。 はい、えー、画面が切り替わりましたらはい再開しておりますねなん、えー、の二曲からのスタートとなります親は堀越さんですね激アツヤゴさんカットインさあドラシャアですおっといい,です、ね、いいんじゃないですかはい堀越さん

うん、三ださあこれ色だ、うん、三色ださあカンパーマンが埋まった、うん、お嬉しい数万、うん、さあカツ<ー>がいまるとどうなるか一いいいい枚切れですけどもはいさあ堀子さんこれで免品手順ですか もう頭決めちゃいましたねそうですね二、ねはい、枚目のハチ泣きますか泣くでしょう。あそっかトップ目だトップ目なんですよ絶対泣くじゃないですか絶対泣きますよ3点でいいんですね良感に紙茶カラーの良品とかはついですかねうん、いいんじゃないですか泣いて9層とかねきっいといたらうん、うん 安全パイも確保できますし。さあ,あどうなる？そうただ親の先生リーチマはサブローマンです。直撃はできないので夏狩りさんここはちょっと押せないですよね。押せないでだけあって。ここは押せないです。 このリーチに対しては押すことができない。あ、や層がいい。ただ、量層は現物です。一旦初からですね。はい、初も現物でした。一発はありません。さあ、サブローマンですが、ローマンが残り1枚、三万が残り2枚となっています。本山ただ、ナツりさんもね、あんまり、あんまり押さずにテンパイ取れたら、 パターンも結構ありますからね、うん。今のあの9万1枚ぐらいならっていうね。うまあでも1枚ぐらいが当たっちゃうのが麻雀だしな。<laughs> 難しいとこですね。<laughs> でもあがらおさなかった時の積もらえて i m o n オールも結局振られちゃいますからね。そうなんですけど。ね、<laughs> さあこれまっぐれスーソーすぐいってやるの。これ裾です。これ裾しか切るもんないです、うん ピース装では当たりません。うん、当たるならスッチッター。これしかない。もう切るもんない。さあもう行くよ。ターダさんは全部いく。ターさんは行くしかないですね。ウーマンとかがアンコウなるのが一番困るんですね。<laughs> ね。本当ですね。ああさあこれでリーチだ。ヤンマン切りですかね。はい。

で枚数とかまああんま関係ないですね。そうですね。三対二ですしね。はい。解散も追いつくんじゃないの？まさか。まだか。もうちょっとかかりそうですね。返参品。返還参品をメレバっもう夏狩りさんは受けています。うん。うん いいな。違う。これは宝珠とかに回ってしまうと、またね。うん。なんだ。違う一応ンパイ。一応天敗だ。ペンカン三品。はい。山に一枚いる。さあ、当たったのは。裏ドラが乗ると大きい 一枚なってしまったゴルコスさん流れですリーチペンフドライチ五千八百さあこれは澤田さんにとってあつらい曲になったか残り時間は十五分を切っています何の二曲一本場ですさあ夏狩りさんもねもうこの親番はもう自由にさせたくない ああ一本バドラはいいそうです堀越さんの親番が続きますよいしょうんー今回はそんなにハイパイはよくないかとりあえず自敗のペアからなんちゃ解散さんーまずまずそしてシャーチャの 沢田さん。うん。てんいますます。マスマスまあまあですね。ペで、じゃあ、夏狩りさんが一番いいか。あ、いいですね。ね夏狩りさんいいな。これはもう、この曲超過できそう。<え>ただ、点差的になんか、消化というよりは。<laughs> ちょっと広げたいですよね。広げたい気持ちもありますよね。なんか。千、は千三百とか上がっても。ああ、と、これ、どうしますか。一旦、テンパイとんのかな。 曲が偉いと思ったらテンパイを取るもあるか9ピンとかもありませんもありますねはい9ピンとかダテンマックスで見るならキューピン切りからの面ピンいいペーみたいなね麺面単ピンいいペーまたありますよ、ね、でまあまあチートとかパーソとか泣いっても単野をのみで上がるのもまあそれはそれでって感じですよねさあさんが吐くとチュンを問い手にしていますそして発を1枚 うんこの嘘を引いちゃうともう手代わりがね難しくなるので<ん>嘘を切ってリーチとしました町は小ー,ーパーソーのシャンポン町チーソーがめちゃくちゃ浮いているここはい旦発火あ<ん>残り2枚の小ー,ーパーソー堀越さん追いつきそうですねそう サードさんとカイさんが補充しなかったら追いつきそうですよねあーでもこれパーソが浮いてきたえ、ンシャンペンキャンペンをしますか、うん、さあどうなる うーん。あ、パソつかんだ、これは出ますね。すねさあ、これで夏狩りさんの上がりとなります。リーチ、さあ、裏ドラは。ありません、千三百は千六百戦の上がり。さあ、まずは、二番手の堀越さんの親を落とすことに成功と。これで、こう自身のね、優勝まで。あとちょっとって感じ。そうですね、残り二局って感じですよね。はい 三な三曲です。親は解散。解散はもう残り時間も込みでこう六千ウォールぐらいの手をとりあえず。うん、まあ解散ちょっとこの決勝はね、うん、ハイパイにもあんまり恵まれてませんでね。そうですね。やっぱ短決めたかったですあ。あ確かに。<laughs> <laughs> あ残りあと約十分です。<coughs> うん。 ままずまずの手配曲はドラガチーピン。さ,あさんは残り2曲消化するだけ堀越さんは、えーまあ、残り2回で満願ンンも上がるぐらいのイメージ、ね、はいそうですね澤田さんがいいですねうんさんもいいないいですねお堀越さん初が統一になったが これそちょっとだけ,だけ打点も欲しいかそうですねこの曲を終わらして漫画の積も条件とかよりもやっぱ漫画の出上がりでもいけるようにしたいですね,そうで,すねできればねじゃあ2000できれば2000点はいできれば2000点上がりたいですね、うんうん、順調です 千点どころか二千点どころか <laughs> ドラが重なれば凡球 <laughs> から満貫まで見えるもはやでもここでね満貫つもして一回まくってもうありますもんね、はい、おお上の海さ嬉しいチーピンだ海さんもこのままじゃ終われないと。 メッ一瞬でチーピングが薄くなりましたね。おお、スーソーの子鳴った、うん。みんない,いつもするなうぁ。これちょっと痛かったなやめにしたいですね。そうだね。ね小層急増のところをね、外しに行ったなと思った。さあ、かえさん、いいシャンテンだ。めっちゃいい。 本当に6000ウォルありますよありますね夏がりさんちょっと苦しいですね後継から埋まらないと力入ってんなサードさんもねゲリゲリまでパーソン残してますね6783曲あウーマンこれは先ほど自身でウーマンノーマンと切っています、うん、これさっきこ小小さく切っとことね56で なるほどさあ初はぱいですよね、うん、まだ山だあ,あここに来た出るとこれはちょっと一瞬点起こるかもしれないですよ事件がただ天敗入れた親の解散のリーチだ町はカンチーマン、うん、ここには誰も報酬したくないこれでも山さん一二山二です、ね、山二か。はい ただねちょっとこの曲はね堀越さんこれおごりあ掴つかんじゃった打たないか数ピン切ったトイトイにするってこといやいやいやでもアンパイ困りませんこのあとチーピンってドラだからはトイト落としはさすがにしないですよねそうですねこのあとどうするか天敗を逃してしまった形もう切るしかないですよこれワンチャンスって言って。 パーマン。これ天才的な補充回避です。いや、でも、これも危ないんじゃないですか。これ、イーピンですよ。いいピンですね。チーマ危ないかも、わかんないですね。ローマン、もう一枚見えると、ワンチャンスとかなっちゃいます。はい、でも、その前に、三ピンワンチャンスですよ。ああ、そうですね。もう一枚、ローマンが見えちゃうと、やばいですね。 川田、えー、さんとかから出ちゃうと、えー、急走現物あーすぐながすぐになったこれはやばいこの数万引けるの強いねこれ宝珠になるともう夏狩りさんがだいぶ楽になる夏さんが楽になる楽になりますね ちゃんロンパイ持ってないもんなうーん。pp は大丈夫うまんもう一瞬の上がりまで考えたら <laughs> でも三品ですよねそうですねだしねだこテンパれば多分大丈夫なんですよ天ぷ、はい、らぐ変な範囲引いて降り打っちゃうみたいなことが多分、うん、チーマンまだ一枚あるんじゃないの？ありますあります吸収すれば そうです9、ね、三ピン切って自身の上がりまであります、ねはい、どうなると一枚どパーピン取ってないやばい,やばい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 これチーマンとか切るともう報酬だやばいえでも全部通ってない全部通ってない三ピンはワンチャンス 選ばれちゃうチーマン、これは宝珠高井さんの上がり。リーチ、タイヤオドラ1、7700から裏ドラが乗って12000点だ。これは夏狩りさんが大きくトップに近づいたか。いやー、堀越さん勝負手だったんでね。うん あと二曲になりそうな感じですね。これ。そうですね。残り時間もあります。さあ、はい、な、三曲ドラーパーピン。いやー、二曲だったら。逆に、うん、甲斐さんか澤田さんが。チャンスが大きいってことですかね。うん、今一番に線は痛いな、はい。さあ、今曲ドラーパーピンです。 松刈さんはなんとか役配とかを重ねてね、うん、曲紹介をしたいところ。堀越さんを羽満ですね、羽満、ね、クラスはやっぱりやろ今の一万二千を取り返さなきゃいけない。海さんは六千オール一回でもくりますね。四千、はい、オールでも,もうだいぶここここ、ね、縮まりますね、残りもう一曲あるので。八十、はい、分プラス一曲ですよね。澤田さんは。うん 1万8,000点差だからまあ万つもで十分何せ2回上がらなきゃいけないですね澤田さんはね。で考えると堀越さんがちょっと厳しい羽根マンクラス澤田さんどうしますとりあえず親番持ってきますいややっぱンクラスは必要なんじゃないですかもう最低条件ですね親番持ってくるっていうのは。なるほど最終手段として。 だから1ら6000点差だから、1万6000ということは2万3500の一本場だから、えー、2000点上がっとくと、4000オールでまくりますね。なるほど。もう最終的に難しければ、その条件を残しながらってことでしょうね。うで,ね点でとりあえず。まあ、4000オール条件もだいぶ現実的ですからね。4000オールは全然じ現実的ですよね。リーズも単やオーライチとかでもいいですね。 ああ残り時間が3分を切りました仕掛けを入れましたのは親の解散ですね、はい、解散がスピード的に2曲いけるか一曲1になっちゃうとみんなが苦しくなってしまいますねそうです、ね 残り2分以内に天ンを入れて上がりが発生するとあともう2局になるんですよ、ね、はいあ、いいの入ったんだけどもうパーピン打ちますかいやでもドラいるのか打点が必要入った、天ンだスッチーマン待ち、うん、残り2局あるかもあるかも さあ、これ、この3万ターツとか払うと、数万切るさっき1枚数万打たれ、三万打たれました。ここはロウソーだ。あ、ここ。あ、でもここから数万も出るかもしれない。いや、もう打たない構えだ。現物しか打たない構えだ。さスチマン積もれるか残り1分27秒。 どのタイミングで上がるかによって、次の曲の条件が全然変わってくる。はい、何、発音いらない。パーソンもいらない。シーマンが、場にはゼロ。ここもゼロ。あ、ここに数万が来ました。シーマンがただ。山よ。うん。ただ、みんな拾えるんですよね、澤田さん以外はジーマン。 沢田さんだけね、ちょっと出ちゃうんですけど、チー、はい、マンあと45秒。いやー、これタイミングめっちゃ大事ですよ。わかんないですね。オーラス上限が全然変わってきます。はい、さあ、堀越さん、いいシャンテン。なんだ、チーマンいた積もった,ーーいた,もった残り2曲あるあ曲さあ、えー、白500は600オールのつま上がりです。600オールあれ先ほど。オールあれレンちゃんです。 あれ一0 0 0上がりましたもんね600オールあと100点ずつ、えー、100点ずつ展望を移動していただいて今から日本場になりますさっき一万二千でしたよね 1>, 1万千、はい、さ0 0今から多分ちょっと運営さんから展望の訂正が入ると思います さあ今局ドラは3品です。日、はい、本馬で。え今から日本馬です。で先ほど1本馬だったので500オールではなく600オールであと100点ずつ展望の移動をしていただければ展望移動が完了します。あと100点ずつ。私たちの声聞こえてないですかね、運営さんたちに。 こう、超え、たかな。あ、行きましたね。はい。百点ずつ。そうですね。これで展望が完了しました。はい、さあ、ドラは三品です。残り二曲となりました。澤田さんは。なんせ親番持ってこない。うわ。松栗さん。さん、すごいいいシャンテン。でも、甲斐さんも良かったんじゃない。うん、みせな,な悪くないですね。<laughs> メタン酸素かじゃあ発想が統一か。うんタンパーピンですか。こちら澤田さんですね。うん、まあ。津狩さんがこの曲を流すとほぼっていうぐらいね六千オールだけ。澤田さんの六千オール上手。澤田さんの六千オ,オールだけですね。とえー、っと一応海さんは。

まあこの後の4000オール条件とかどうですね。リーチとも裏位置とかで。どうせこのリーチに来れないでしょみたいなのもあるんじゃないです受けた。受けた割には筋でしたね。あいや今,今ね、澤<あ>田さんが来たんですよね。一発だそんなことありえんのん一発 ?26 は2700オールから。裏はない。2700オール。 えこれじ,あじゃあ2800オールだ2600はい2800オールの積も上がりはいこの側図もある4422で天羽でしてました2622ちょっと展望ちゃんと確認しましょう <laughs> えっと200バック200バックいっおお釣りがない でこちらが2200バックこれでほぼ一騎打ちですね,ですねさあ最終局を迎えますあえっごっぱ出上がりちょっと展望表示を確認。 夏りさんは現在3万6100点持ちこのままの展望で終われば夏狩りさんがューで当たりない優勝だ千オールは1300オールでまくりますね5000うん ?314 ってことですか千3 0 0オールは1300オールで本曲ドラは五千二百で5200 まくりますね。うんうん、はい。千オールでいいわけですね。タンヤオドライチでまくります。積もったら。すごいな、ペン酸素一発も。い本当に最高だ点で上がりき、あんなにひんな。ないでしょ。すごすぎる。外しちゃいますよね。あるのが分かってたよな。うん。 はい、三、い。いい。これなりに。夏狩りさんは。タンヤオ、OK、系とかにして仕掛けるそうですね。それか、まあ、ピン風ですね。わ,わーマンズが押し寄せてくる。マンズ。に染める。染めもいらないですけど。いらないけどそれが多分早い。<laughs> 早いんですかね。あの。 ご自たぶんそれが早いと思ったんじゃないですか。神社がどう売ってくるかも注目ですねこれ。さあ潤化された澤ダさん。澤田さんは1万8,000点差ぐらいなんで倍詰、うん、もね条件ですね。 倍率も。そうですね。倍率もですね。ね越さんと三六一。はい、そうですね。堀越、ね、さんも倍率もいけますか。倍率は無理か。足りないですね。堀越さんは倍率も足りないです。倍率。倍直,直はいけるんじゃないですか。夏狩りさんから。一六。三本。本当だいける。夏狩りさんからの倍直条件ですね。 さあ澤田さん通り越しのバイマンに仕上げないといけないうんで<き>バマン相よとしそ,そうですね<れ> <laughs> 現実的なさあ那須貝さんピンフイーシャンテンパーソーこれはちょっと泣いてられない <laughs> あれ ビーズも、薬薬、麺本、イーペーコ、バイマンだ。ビーズもやくやく、薬薬、麺本。イーペーコ。ーペーコでも、積もらなきゃいけないんですね。はい。なんがね、もう。堀越さんとこに二枚あるんで。それこそ、倍直いけるんじゃないですか。倍直、ミリチュウ。羽直は、百点足りない。倍直。しかダメですね。 <laughs> うーんチートイツになったら裏裏条件とかあ直撃さあ3万から仕掛けた第31,000、うん、オールでいけますからね、うん、もうごパぱで上がりはもう文句なしなんで文句なしはいさあ引けるかで、ーああローピン切ってるでウパーピン えとなんなんですけどなんがもうないのあつか、ね、夏さんも三郎急走のイいシャンテン 1> ペイ1枚引ければウーマン引いたこれでまた広くなったん泣いたな堀越さんは泣いたら足りないですね泣いたら足りないうわっ手っ張った関数マン関数マンでも出上がりは足りないんじゃないですか本日のみ2,000点は足りない 積もったら行けます。積もれば。五百千。はい。あ、そう、えー、千オール。千オールでいけます。千は千三百オール。これはさあどうなる。今、でも、もう切らなきゃいけない。 どうだ、パイマン。違う、そうそう、もう切っちゃうしかない。音がない、さあ、夏彼氏さん、テーパー入るか、そのテそトどうだ。ない。ーマンうーま。うーま、積もれるか、違う。え?マン。うーまんって、あと二枚。うん、二枚いるんですよ。積もったら、もう買います。数万、二枚なんですけど。 白ポンルートもあるんですよねまだありますね。白をポンすると出上がりモッケになるんですよ。そうですね。積もった。積れっいける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 。O.K. O.K. O.K. いける。千三百オール。これでね逆転です、ね、はい。さあ海さんが数万を積もると。えー 千は千三百オールの積も上がり、三一三と六一三なんで四千はい七百三本場があるんでねこれ超本当にギリギリ足りるんですよギリギリ足りるんですよねいやかいさんあの展望からまくりましたよすげえあのペン酸素の速度ある <laughs> あんなのいやもうび クリアのペン酸素の即相撲いやーまさかのギリギリ足りるんですよねそうなんですよ200点オーバーしてるはずですこれでいや300点すげえ、はい、さあえー、見事ですね、えー、シニア最強決定戦いはい一番強いのは <laughs> まさくの解散となりました。すごい。いやあ、何二曲段階では展望が一番回ったんですよ。<laughs> すごい。いやあ、勢いがありましたね。酸素速水もすごすぎでしょ。<laughs> うん。いやあ、りえないうでしょ、ね <laughs>。本素晴らしかったです。すごい。 これはもうすごすぎてもうびっくり、うん、言葉にならない追い上げでしたととうのさあすべての大局が終了いたしましたーマージャン最強戦二2 0 2 2シニアでマージャンが一番強いのは甲斐さんとなりました、はい、さあ甲斐、えー、さんが戻ってこられましたらお話お伺いしたいと思いますかったなーいやー すばらしでまだ残り2枚いました、出上がりだと足りない条件だったんですが、積の上がりだとね、300点オーバーということで。<laughs> すげ<ー>ーっていうか、あの、がすごすぎてびっくりですよそうですね、あそこでやっぱりリーチに踏み切れたっていうのは大きかったですね。うん、さあ、甲斐さん戻ってこられましたので、はい、お,お話、お伺いしたいと思います。<laughs> あじゃあさっき表彰しましまょうかそうそですね<あ>はい 運営さん、<え>これちょっとカメラ。はい。いやー、すごかったですね。よ <laughs>、四百のすごい。はい、賞、え、状、ー、優勝、会、えーはい、正盛殿のあなたはシニア最強戦において当初の優れた成績を収められました。ここにその栄養をた称えるとと,ともに今後一層の精進を期待し表彰いたします。令和四年十月二十四日。 三作ピー pb より、おめでとうございます。おめでとうございます。すごいです。まあ、座ってください。はい、綺麗になっていただいて。いや、すごかったですね。いや、ちょ、ちょっと前まで、私、ベッドやった。やろ、いや、塩酸素。一発、も一発、積もと。で。 数安でね、うん、待っててどうしようかなあもってシじゃないかなあ思うときそうですねシロ <laughs> で、ね、白いたらもう確定なんでねんどっからでも上がれるんでね<ー>そう関数上がれたいや本当に前半はねこう数安高短期の天配なんかもあったりしましたけどあ,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 あ見てくれてた見てまし見てました誰 <laughs> <laughs> にも言われへんけどえ <laughs>、ね、数安高短期も凄かったですね。<laughs> ね なかなかね上流戦図リーチかどうかなって思ったいやでも恐れ入りました本当に素晴らしいいやーございましたいやもういいマーザー見せていただきましたはい。ねっよかったですねみんなあのシニアの中で一番強いのは貝さんということでありがとうございます誰も依存はないと思いますはいおめでとうございました はい、えっ、ー、と、そうですね。ええー、麻雀最強千2022優勝は、ええー、解散という結果になりました。はいはい、いはい、ええー、この放送は協賛株式会社方を、えー、配信はジャンサク T. V. でお送りいたしました。長らくのご視聴、皆さんありがとうございました。それでは、皆さん、さようなら。はい、さあ、おめでとうございます。